って <laughs> ああた楽しみ楽しみすぎて靴履いてくるの忘れた <laughs> 足の裏に小石が刺さっていて <laughs> ダメださっきから心の声がダダ漏れになってしまっているこれはたから見たら完全なる不審者<笑><笑>あーなんだ急に自分でもびっくりするぐらいに落ち着いたものすごく楽しみにしていた予定があったのにいざ当日の朝になったらなんか違う感じになるあの現象が珍しいタイミングで来たのか怖え怖っ,え怖っ <laughs> あー戻った戻ったうーん もう二度とあんたんとこのタクシー乗らないからなンンあのーあはいタカちゃんさんですかはいそうですがどちら様でしょうかああよかった

上ではゥ私ゥねマッチングアプリで知り合った人の中でこんなにも気が合う人初めてだったから実際に会って幻滅されないかすごく不安だったんだよ正直なところ第一印象どう本当正直な感想教えていや実際ラフランスと星書きくらい写真のイメージと違う人来ちゃったけどでもまあ確かに昨日まで連絡取ってて楽しかったし気が合っていたのは事実人間見た目じゃないよなよしイメージ通りの人で安心したよこれからもっともっとマッチンのこと知りたいと思ったよよし合格え あ,あ、騙しててごめんなさい実は私マーチンじゃないのえど,どういうことですかまあ簡単に言うとあなたが人を見た目で判断するような軽い男かどうかを確かめさせてもらったというわけ私写真と全然違ったでしょ今は年齢52だしいや別にそんなことはうんもういいのとりあえずあなたは合格あなたみたいな男がまだこの時代に残ってたなんてね正直驚いてるわえあじゃああの昨日まで連絡を取っていたマーチンは別にいるってことですかあ,あいないいないあれも私何これ夢全然わかんないあ,あいけないもうこんな時間そろそろ次の男 と答える時間になっちゃう。とりあえずあなたは合格よ。これからの人生、自信持って生きていきなさい。それじゃあ。あ、本当マーチのことはもう忘れてちょうだい。あれは私が作り上げた架空の人物だから運転手さん。<え>とりあえず進んで早くででででめ。珍しいタイプの失敗した。 ねななんで全然来ないのすごい待ってるんだけどまさかえこれモニタリングカメ,カメラあるのえあ違ううん家でうん飼ってるうん犬が犬ぬトゥトゥトゥダジャレこの場に及んでダジャレあっマジなの逃げちゃったのなんかごめんうんポッチねうクビばしてたのにああじゃあ、探さないとだいや全然大丈夫だよ。うん、だよあと適当に帰るからこっちのことは本当に気にしないで今は犬のことを第一にかあきられたなんだよまあ ここにいても仕方ないから家帰って寝るかって。めちゃくちゃ行列できてるえ。なにこれ俺戦闘嘘だろ。<laughs> ええ。あのすみません。戦闘の私が聞くのもなんか変な話なんですけれども、これ何の行列ですか？パンえ、パンパンえ、パンってあのパンあー正確に言うとペンどっち全然違うよ。ペンとパン。じゃまあどっちもいらないけどね。てかよく並んだね。君不安とかなかったの。この人の後ろで合ってるのかな？とか。俺、今日こそは1番に並んでやろうと思って。夜行バス乗ってきたんだけど、あんたに先越されてマジで悔しい。買えない可能性出てきたえ。そんなにレアなやつなの？ 君二番だよ。一個しか売らない可能性があるってこと？じゃあ君より後ろに並んでる人たちは今どんな心境？てかもう昼過ぎだよ。夜行バス乗ってきたなら朝並べよ。午前中何してた？あんた興味ないなら早く列から外れてくんねえかな。いやすごい興味出てきたよ。欲しいもん初めてだよ。全く何かわからないものに欲しいという感情が生まれたの。間もなく開店いたします。本日のポン入荷数は一個です。おいポンじゃねえかよ。パンでもペンでもないポンじゃねえかよ。ポンってなんだよ。お待ちのお客様は二万円ご用意してお待ちください。ポン高！思ってた以上にポン高！頼む、五万払うから一番譲って。 くれいいのポン2個半買えるよ <laughs> そんなに買ったら持ち帰れねえよポンでか思ってた以上にポンでかなんなんだよ全く想像がつか…今ポチ通ったな譲りますポン諦めますええ何これえ実はモニタリングですモニタリング <laughs> ってってほんとに嘘ポンなんかないですよ <laughs> <laughs> おかしいなと思ったんですよってじゃああいつも <laughs> 仕掛け人ポチ名演技 <laughs> やられたわあよけ k ですすいません騙してしまって並んでた人みんなエキストラですびっくりしたポンってなんだよってずっと考えてました <laughs> ってあちょっと待ってくださいね おいお前マジでへっへっやめろし最初にモニタリングカーとか言っちゃったじゃねーかよ <laughs> 予知能力ちょっとポンのこと信じかけたわ <laughs> いやポチじゃなくてポン <laughs> いやだからポチじゃなくて <laughs> <ゥー> <laughs> ポン本当にやめてくれよ <laughs> <ゥー> <laughs> 最高のダジャレを生んでしまった <laughs> あ、お前関係ないのえ、じゃあ,あポポチ あ,あなんか肩重いなまあいいや今日は久々のデートだから楽しもう最高の一日にしようそして最後にこう言うんだ僕と結婚してくださいてねごめんなさいええー、いやそのいたえ遅てれちゃって本当にごめんなさいあなんだそっちかいや全然実は私言ってなかったんだけど霊感がちょっと強くて朝から体が変というか誰かに今日のデート行くのやめろって言われてるような気がしてえどういうことわかりやすく言うと私霊感がちょっと強くて朝から体が変というか誰かに今日のデート行くのやめろって言われてるような気がしてあれわかりやすく言った今 タカちゃん最近変なところに行ったり体に違和感とか出てないおいマジかよ実はさ1週間前に友達と心霊スポットに行ってそこから左肩が妙に重く感じるようになったんだああ多分それは関係ないと思うあ関係ないんだでも今朝の嫌な感じは確実にタカちゃんの身に何か悪いことが起こるっていう知らせなのよだから心霊スポット行ったやつじゃないノリでお墓ぶっ壊してきちゃったよあとお地蔵さんも1体持って帰ったし今ルンバの上に乗せてるこれはあまり言いたくなかったんだけど前の彼氏と付き合ってる時も同じようなことが起きてねその1週間後に彼とは連絡がつかなくなったの生きているのかすらか らないそんなあちょっと待ってねはいもしもしあ久しぶりうんうんはいはいうんじゃあまた誰から今さっき話してた元彼から生きてたあ生きてたのよかったよかったそれが全然良よくないのよプロポーズされちゃったバカね男って私に内緒で指輪代を稼いでたんですってパチスロでえちょっと待ってちょっと待って嘘でしょってなんて答えたのうんうんはいはいうんじゃあまたっていや確かにそう言ってたけど 断りの表現入ってなくなくいそういうわけだからごめんなさい今日はもう帰るねそんなの納得いくわけないだろああとさっきあの肩が重いって言ってたやつ確実になんかついてるんーとね手に包丁を持った女の人タカちゃんがお墓壊しちゃった人だと思うえこわ、それは関係ないって言ってたじゃねえかようん危害を加える様子は全くないむしろ愛情すら感じるだって包丁持ってるんでしょ元調理師の方ああなんだだから安心して私がいなくなってもあなたのすぐそばにあなたのことを愛してくれる人がいるからそんな俺はそんなやつ知らねえし見えねえし好きでもなんともねえよ 飲ましたえ何言ってるのこいつ幽霊より怖いかもしれないタカちゃんの現状とかけまして幽霊の女の人と解くそその心はどちらも儚ないでしょうなんだそれああもう片思い,いああ最高の天気だなこんな日はきっといいことがあるに違いないほら猫も道の真ん中であんな気持ちよさそうな顔して寝てるよって猫危ない うわ、なんだこれ、トリックアートだ向こうから <laughs> 見たら、<laughs> すごい立体に見えたドゥフッ あれ、助かったのか。確かトラックに轢かれてって、俺がぐったりしてる。なにこれ、今どういう状況？あとなんか悪い見本みたいになってる。もう笑うしかね。お迎えに来たよ。うわ、誰だお前？君のひひ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 じいちゃん。え、なんでもっと近いじいちゃんは来てくれないの？あ、そのええっとあの。やだ、その感じすごいやだ。とにかく行こう。行こうってどこへ？天国じゃよ。早くしないとロープウェイが出発してしまう。ロープウェイ？ でくのロープウェイといってもこの世にあるものとは違う上に登っていく片道しかないんじゃよ。 えじゃあ,あ、んたはどうやってこっち来たんだよああ階段だからみんなめんどくさくて来なかったんだあの時、きなぜパーを出してしまったんじゃあ,あ,あんたも自主的に来たわけじゃないんだねさあこんな話は上に行ってからでもできる早くしないと上りも階段になってしまうぞ膝がもう限界だちょっと待ってよ俺はまだ行きたくないてか誰だよあのトリックアート書いたやつ今頃になってめちゃくちゃイライラしてきた茶道に書くなよほ道にかけいっててててててあ生き返った何、奇跡きじゃやったこれで俺は上に行かなくて済むんだねそう じゃなその時が来たらいつでも迎えに来てあげよう誰かしらが次こそは絶対チョキを出してやるいやさっきパーで負けたからそれだとあいこになっちゃうけどハッハハハうるせえぞクソガキ急に口悪くなったそれじゃあまた会おううんわざわざ来てくれてありがとうお元気でいやもう死んでるからマジウけるじゃあねちょっとやだなあの人がせんぞっていやでもよかったよし絶対に長生きしてやるぞーふう助かった危うく死ぬとこだったぜっ俺もほんとヒヤヒヤしたよ生きてるって 素晴らしい。それな <laughs> 戻り方教えてー。 暇だないつも買いに行ってた服屋さん潰れてたえっ <laughs> ダサかったのかなもう着るのやめよう。あお兄さんお兄さんもし時間あったらちょっとだけ見てってよ。実演販売珍しいな。あ少しだけなら大丈夫ですよ。おノリがいいね。関西出身かい,いや東北です。ちゃうんかい。ほんまびっくりするわ。あおじさんは関西の方なんですね。秋田です。お前も東北じゃねえかよ。ところで何を売ってるんですかまあまあそう焦らないで。お兄さん一人暮らしどんな家住んでるのあああ、1K のアパートです。アパートか、じゃあちょっとあれだよね。隣の部屋から聞こえてくる生活音とかにストレス感じちゃってるんじゃないそうなんですよ。 結構気になっちゃってそれお隣さんも同じこと思ってるからお兄さんだけが被害者じゃないよもう言うのやめてえなんかすいませんさあそんなお困りのお兄さんにぴったりの商品がこちらこの人の情緒どうなってるんだよ夢のマイホームえ家売ってるんですかそうだよ斬新かつ無謀なチャレンジしてるお兄さんほんとラッキーだねこんなチャンスめったにないよああ家はさすがに買う気ないので大丈夫ですありがとうございましたあーちょっと待って最後まで話聞いてくれたらこのなんでも切れちゃうよ聞く聞きます家ってさ土地代入れなくても2,000んくらいはするじゃないそんな 高いの買えないよってなるよね。はい。でも、同じ家が二千円で売られてたら、すぐに買っちゃうだろ。そりゃ買っちゃいますよ。え、まさかそんなに安いんですか。なわけねえだろ。シルバニアファミリー赤い屋根の大きなお家でも五千円くらいするわ。えー、じゃあ、逆に、二千円の家と二千万円の家、見た目が全く同じで、今すぐに上げますって言われたら、どっちを選ぶ。うーん、二千万円の方です。なんで、どっちも一緒なんだよ。いや、なんか安心感というか、なんというか。まあ、そうだよね。マイホームだもんね。二千円と二千万円の差額、千九百九十九万八千円っていうのは。 イコール安心の値段ってわけだそうなりますねよしじゃあ本題に戻ろう本日限定こちらの一軒家なんと2000円え2000万円の間違いじゃなくてああこんなに安く売る気はなかったんだけどお兄さんいい人だから特別サービスほらここに名前と住所を書いて本当ですか <laughs> やった <laughs> ええええでもなんか怪しいな本当に人が住める家ですよね本当だってちゃんとこの書類に全部書いてあるからよく見てよえっと 本当だ本当に2000円でマイホームが手に入ったこれで安心したかいはい安心しましたよし安心料1999万8000円追加でいただきますえー、なんでだってさっきお兄さん返事したでしょ1999万8000円っていうのはイコール安心の値段ってわけだそうなりますね いや、そんなの詐欺だ。絶対に払わないぞ。警察。あとこれプレゼントの切れやすい包丁なんだけど、何か言ったい,いえ？何もああ分かりましたよ。ちゃんと払いますよ。これで安心しましたか。うん、安心した。はい、安心料1998000円ちゃらそうやられた。家の詳細は後で送るから覚えてやがれあー損したーよ。っしは2000円でマイホームゲットした。<laughs> あ、この前2000円で買った。家の詳細が届いた。えー、っとってまだ金取ろうとしてるー。 ドンドンドン、ドン,ドン,ドンキードンキフフフドンキは夜遅くまでやってるしいろいろなものが売ってるからワクワクが止まらないなよーしいっぱい買うぞ結局バカみたいに安くなったジュースしか買わなかった毎回こうなんだよな絶妙なラインで買うものがなねえねえそこのお兄さんこんな夜遅くに何やってるのうわ上下スウェットだ出ダサあやべえ口に出して言っちゃったおいけめえけんかってんのかあそれでしたらブランド品コーナーの奥にございますがえうわっ 間違ったんだろう。紛らわしいことを大きな声で叫んでしまい申し訳ありませんでした。憎めないタイプのヤンキーだ。あのさ、お金貸してくれない？お金ですか？いやそれはちょっと。いいじゃん。ちょっとだけ。 だってて絶対に返ししくれないでしょうーんもう可愛いから貸しちゃおうかなじゃあさ賭けしようぜ賭けうん今から店内にあるポップの数をお互いに予想して近かった方が勝ち負けた方は1000円払うこれなら文句なくねいや文句しか出てこないよ多分答え数えたらそこら辺にある村の人口ぐらいいくよわあ日が暮れちゃうもう夜だから日はとっくに暮れちゃってるんだけどそもそもなんでそんなにお金が欲しいの俺さ彼女の誕生日に指輪をプレゼントしたくてほら指輪買うならドンキじゃんまあもうちょい選択肢はあるけどねそれでさ前々から値段調べてバイトも頑張ってお金貯めてやっと今日買いに来たんだよそれで少しお金が足りなかったとうん 気づいたらこの金のネックレス買ってた980円で金が買えちゃうんだぜマジで安さの殿堂。それ多分金じゃないよええー、まあいいやかっこいいから感性が違うんだなだから頼むどうにか1000円貸してくれ今手持ちいくらあるの ?20 円お前1000円しか持ってこなかったのかよ全然バイト頑張ってないだろてかいくらの指輪プレゼントする気だよ798円安い材料アルミホイルですか値段じゃねえから気持ちだからあいつのことを好きな気持ちは誰にも負けねえ俺以上に彼女のことを思ってるやつなんて世界中どこを探しても見つからねえぜそれでしたらカー用品売り場の隣に これは店員がやべえなはあ、俺は一体どうすればいいんだよほら、これで彼女さんに指輪買ってあげなえ、これは、見たことないお金だえ、うえっとあの千円札の10倍の価値がある1万円札だよそんな大金、いいっすかああ、彼女さん誕生日なんでしょプレゼント喜んでくれ兄貴聞けよせっかくいいこと言ったありがとうございます、すぐに買ってくるんでちょっとだけ待っててくださいお釣りはちゃんと返しますああ、うん、聞けよ 彼女を思う気持ちか。あいつならきっと彼女さんのことを幸せにしてやれるはずだ。自分の気持ちを信じてまっすぐに生きてほしい。うん。俺も見習わなきゃな。すいません。お出ししました。早ー。これ、お釣りです。60円しか残らなくて。ああ、いいよいいよ。逆に間に合ってよかった。きっと。 <laughs> なんかこっちまで嬉しくなるなでどんなやつ買ったのあまずまず ?798 円の指輪かける 1010? あはいどうせなら全員指にはめてほしくて優しさだねでもそれだとお釣りの計算が合わないけどああとはお揃いになるようにこの金のネックレスをこれめちゃくちゃかっこいいんであやっぱりかんが違うんだねえっと798円かける10で7980円で金のネックレスが980円だからえっといま8960円まだ足りないけどあとはこれ兄貴にもつけてもらいたくて3人でお揃いですわっ金のネックレスだありが トを返してくるー 今日は仕事休みイエーイ <laughs> とりあえず大きめの薬局に行ってトイレットペーパーと歯磨き粉を買おあとは使い捨てのマスクもなくなってきたからそれも買ってってあ、やべえマスクしてくるの忘れた一旦家に戻って取ってきた方がいいかな周りの人にも迷惑かけちゃうよなうーん。おい、そこの若者いや、バカ者マスクはどうしたあすみません家に忘れてしまって今取りにってーマスクに絶対的信頼を置いてる系おじいちゃん貴様何を考えておるんじゃすみません家にマスクは喋る,るな。この非常識 人間がいや常識の無さで言うと、圧倒的にあなたの方がお前みたいな。無神経ちょんちょこ丸のせいで最終的に困るのは誰だと思う。答えてみろ。ちょんちょこ丸えーと。それはうるさい。てかわしの声がうるさい。近所迷惑になるわ。やめえ、ごめんなさーい。他人にも自分にも厳しい人だ。いやわし、他人には優しいよ。どうこかだよ。あのすみません。金を飛ばさないように静かな声で話します。ちょっとまず最初に大変失礼なんですが、おじいちゃんはなぜ？そんな格好わしはただ久しぶりにスーパーへ買い物あ,あしまったそうですよね。<laughs> ごめんなさいやっぱりおかしいなと思エコバッグ忘れたいや服服はどうしたんですかえあ、え、え、やだえ、嘘え、気づいてなかったんですかうんちょっと寒いなとは思ってたんだがあれでも朝起きてすぐにパジャマから洋服に着替えて朝ごはんを食べてテレビを見ようとしてああの時脱いだんだなんでなんで脱いだの今まではばあさんがいたからこういうことにも気づけたんだが一人になるとなああおばあさんはあのなんというか先にああかれこれ50年以上暗くを共にしてきたんだ だが去年の暮れにな音楽性の違いから離婚したんじゃわあ特集どれもこれも香水のせいじゃよいや意味がわからないですブルガリのなドルガバじゃねえのかよいかん話がそれさとりあえず今すぐマスクをしろ取り返しのつかないことになってからでは遅いんじゃああはい家に戻って取ってきますよしわかればいい人は過ちを犯してもその過ちの中にある真の思いを胸に悔い改め過ちから立ち直りその過ちのほんの一握りを、えー、この出来損ないが、はい 今更さらだけど過去一でヤバい人だなこのおじいちゃんわしもとりあえず家に帰ってエコバッグ取ってこよういや違うふくふくあそうじゃったそうじゃったふく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 ああと家帰るまで言い続けてるから邪魔しないでふく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 ふふくふふくふふくふってなにもう知らん本当に今日はいろいろとすみませんでしたこれからはマスク忘れないように気をつけますさようなら ふうこれで一安心じゃまさかわしが未来の自分だなんて気づいてないだろうな一人一人がしっかりと対策をして意識を高く持っていればこの大変な状況も早く落ち着くんじゃよしそれじゃあ一旦家に帰ってえー、なんだっけ、えー、ああクク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  仕事疲れたでも明日から3連休今日は朝まで飲むぞトゥ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 トだよねえああそう友達の笑い方が変だから見に来てくださいって探偵ナイトスクープに応募しようかなちょやめろよ探偵手帳いりませんからいやあれもらえるとしたら応募した俺だよあそっかなんかごめんてか男2人っていうのも寂しいよなまあねでもこういう時に家に呼べるような女友達もいないしあちょっと待ってプププえっと確かこの辺にプププお前も笑い方やべえなほら見てえ何 女のの子呼べるのうん心霊写真なんでいきなりいいから見てよこの写真の俺右手の指が12本になってるんだうわ本当だてかよくこんなに入るスペースがあったね普通増えても6本とかじゃねえり上がったまあ一応じゃあさこの話の流れで言っちゃうんだけど俺昨日死んだんだえちょやめろよいや死んだんだよ俺じゃあ今ここにいるお前は幽霊あ,あそういうあ,あごめんあのその死んでるはずなのに目の前に本人がいる恐怖みたいな話ではなくてえっと状況的に死んだよっていう話ああなんだめちゃくちゃ怖かった ラップ音聞こえてきそうな雰囲気あったもんくるくるくれラップってそれじゃねえよ俺さ昨日おしゃれタトゥー入れたのよえマジでどこに入れたの腕なんだけどさありきたりな柄はちょっとダサいかなと思って考えて考えて多分考えすぎたんだろうね自分でもよくわからなくなって右左っていう字を左右の腕に入れたのそれは何分わかりやすいようにってことまあわかりやすいようにっていうかほんとなんかおしゃれが一周しちゃってたんだろうね自分の中であた<あ><あ>かにそれは状況的に死んでるないやまだ生きてるよここからなんだよそのタトゥー入れれてくれた人がさああこの人 仮に B さんとしますいいよ無理やり怖い話風にしなくて B さんがさ自分から見ての右左で入れちゃったから右腕に左左腕に右って入っちゃったのよえー、もうわけわかんないじゃんそうなんだよマジで死んだわしかも8万だぜたけえようわミスられたのに金取られたのかよほんとそれなだから納得いかなくてこの家に泥棒に入ったってわけなるほどな やっぱりそうだよねいやなんか一人で酒飲もうと思ってたら返事返ってきてさ俺殺されるんじゃないかなと思って話合わせてたのよえー、っとちなみに知り合いではないですもちろん友達でもないですえ怖っ嘘でしょ心霊写真の下りとかいるああの心霊写真さっきこの部屋で撮りましたサイコパスじゃんしかもなんかやだなんでこの部屋で撮った写真が心霊写真になるの曰くつきなの知らない家だから右も左もわからなくて結局何も盗めませんでしたうまいこと言ってんじゃないよああどうしようどうしようまあまあ落ち着いてとりあえず飲飲みまましょう。飲まないよ 警察呼びますよ警察どうぞ呼んでくださいそんなの怖くありませんよなぜなら俺はもう死んでますからねえまさかあ,あいや今この状況がねおまわりさん助けてー いやー初デートなんか緊張するなー <laughs> あ車酔いとか大丈夫な人うん全然大丈夫本当優しいんだねバファリンってあなんだバファリンの話かバファリンの半分はね優しさでできてるんだってちなみにもう半分はアセチルサリチル酸や合成ヒドロタルサイトそのほかにも添加物のヒドロキシプロピルメチルセルロースやあーもう大丈夫バファリンの話聞いて逆に頭痛くなっちゃいそう <laughs> タカちゃん面白いよコントチかけのスペシャリストそれアンジャッシュがエンタの神様で呼ばれてたキャッチフレーズだてか話変わるんだけど珍しいよねびっくりしちゃったよ それいつも飲んでるのカップの豚汁えっ、あ、外で飲むのは今日が初めてだよあそうなんだわざわざ初デートの日にその新たな試みをぶつけてくるあたりお主、ただ者ではないななにそれ、やめてよ眼球えぐり出すよえ、普通に嫌だそれよりさ、今日はどこに連れて行ってくれるの水族館動物園 かまぼこ博物館最後に聞き覚えがないやつ。出てきたメジャーなの。えっ、ー、とどこ行こうかなあ。そうだ。私海が見たいよし。じゃあ海の方を目指していって、山のてっぺんからあぶね。真逆の方行くとこだった。えっ、ー、と山に登って頂上から見た景色の中にある海を見たいってことだね。うんでもよく言えば、その景色を見ながら新鮮なお刺身とかも食べたいないよ。仮に山の頂上でお刺身を出してるお店があったとしたら確実に新鮮ではない。むしろよく焼いてほしい。さっきから何よ。この優柔不断の九州男児がえー、急にあと東北出身です。普通さ初デートって言ったら。 しっかりプランを考えてきて、彼女を楽しませるものでしょ。それがさやれ海行こうか。やっぱり山行こうか。しまいにはかまぼこ博物館って、それは俺じゃない。興味はすごい。あるけど、付き合ってまだ3日だけど、もう無理限界あ。あとバファリンにはトウモロコシ添付も入ってるよ。なんで今思い出したの。怖いよー。とにかく、もう私のタカちゃんに対する好き好きメーターはゼロを通り越してマイナスになりました。さようならちょっと待って冷静になって話し合えばきっとうるさい。てか前ばかり見てないで、ちゃんと私の目を見て話聞きなさいよ。運転中なんだよ。ただでさえ久々の運転で緊張している中、別れ話なんかされて、そこにバファリンの成分。 しまいにはかまぼこ博物館が気になってきて全然集中できないよあと人の車で飛んじゃるダずっとお腹空すくいい匂いすぎるんじゃボケーはいキレた言葉の DV ドラマチックバケーションドメスティックバイオレンスだよもういい別れます今日はもう帰ろう今朝迎えに行った駅まで送っていくからねえストーカーとかにはならないでよならないよどこまで失礼な人なんだ家の前とかで待ち伏せしてたらすぐ警察呼ぶからねいやいやいや家ってまだ行ったこともないしあ,あそっかじゃあ最後にこれだけ教えてあげる私の家は かまぼこ博物館お前ん家だったのかよもう二度と会わないし今後一切私に近寄らないでね分かったよって言いたいところだけど多分一回は行くかまぼこ博物館気になるえー、夢でも見てるのかな通販でかっこいいスニーカー注文したのにクソ怖いアフリカのお面届いた電話して正しいものと交換してもらおうえー、っと電話番号はなんか変な番号だなまあいいか、うん、よしと。 お電話ありがとうございますこちら葛飾区亀有公園前発出所あ間違えた株式会社アンスタイリッシュでございます久々にこっち亀のタイトルフルで聞いたあのすみませんそちらでスニーカーを購入したものなんですけどえ ああーはいはいはい覚えております靴紐を固く結びすぎて一生その靴が脱げなくなった方ですよねああ違います何その話怖いやスニーカーを注文したはずが全然違うものが届いちゃってそれは大変失礼いたしました商品のお取り替えをご希望でしたら1をその他のお問い合わせは2を押してくださいえこれ録音してある音声楽園お切せいやいってないいってないちなみに何番を押すつもりでしたか1ですけどそれでしたら商品のお取り替えですねいるこのシステムお客様がご注文されたスニーカーの代わりに届いてしまった商品という のは金のお面でしょうか？銀のお面でしょうか？それともクソ怖いアフリカのお面でしょうかえ。なんでお面が届いたってこと知ってるの？えーとクソ怖いアフリカのお面です。あなたは正直者です。金のお面と銀のお面も差し上げましょう。いやスニーカーをくれよ。大変申し上げにくいのですが、お客様からご注文いただいたスニーカーが品切れとなってしまいまして、楽しみに待っているお客様を悲しませるわけにはいかないということで、代わりにそちらのお面を送らせていただきました。悲しみの代わりにものすごい恐怖でしたけどね。てか意図的なやつだったんですか？いや魔除的なやつです。お面の。 それでは杉山が担当させていただきました本日はありがとうございました失礼いたしますちょっと待って何で唐突に切ろうとするのあのまだ何かまだ何かってまだ何も解決してないじゃないですか楽園貸切温泉いや何を聞き間違ったの今はそれっぽいこと全然言ってないのにとにかくもうこれ以上の対応はしかねますてかもう私の勤務時間過ぎてるんですこのあと予定もあるので知らないよなんだよ予定って彼氏と旅行です飛行機の時間が決まってるから急がないとお前温泉行くだろ貸切の風呂ついてるとこいっちゃ悪いですか別にに悪くないけどさ仕事 同じような対応してたらお客さんもどんどん離れていってそのうち誰もあなたの会社の商品を買ってくれなくなるよまあこういうことは本来なら社長に言わなくちゃいけないことなんだけどねあ社長です私ちゃんとやれよ杉山客をバカにするなそれではご返金をさせていただきますなんだそれができるなら先に言ってくださいよえーっと ランドをお返ししいたしますね何ですねでかランドって何ですかってお金の単位ですけどうち本社は南アフリカにあるのでいやいやいや日本円で払ったんだから日本円で返してくださいよなんで南アフリカの通貨で返されなくちゃちょっと待てよこの電話まさか国際電話ですけど電話代大丈夫ですか怖ーい通りで見られない電話番号だと思ったもう切りますけどちゃんとお金返してくださいねお面のご返送完了を確認次第させていただきますあーもうめんどくさいてかお前どこの温泉行くんだよ帰国するならうち寄ってー いやーついに来てしまいました結婚相談所なんかわからないけど付き合った人全員当日でわかれちゃうからなてってへへへへ自力じゃ結婚なんて夢のまた夢だ夢の中で夢見てる時ってたまにありますよねうわ <laughs> びっくりした独り言に自然な感じで参加してこないでくださいよこれはこれは FF 外から失礼しましたあ w ツイッターで一番求められていないポジションの人だ私、結婚相談アドバイザーの今野と申します本日はよろしくお願いいたしますああよろしくお願いします今日は奥様はご自宅にいやいないですいたらここ来ませんからははは軽い上手ですよ <laughs> いやジョーク軽いジョーズって小型のサメかそれでは早速進めていきたいと思います自分勝手まず相手の方の希望条件などはありますかえっと僕今28歳なんですけど年上がいいですかねあ年上好きですかやっぱり自分より人生経験積んでる大人の女性って魅力的ですよね僕も希望条件聞かれた時にそれだけは外せませんって言いましたもんえ希望条件あ実は僕もこの結婚相談所で妻と出会って結婚したんですよえー、そうなんですかそれはなんというかめちゃくちゃ信頼できるなもう離婚しましたけどねああそうですか 妻からの DV がひどくてドラマチックバケーションですそれ聞いたことあるデジャブデジャブ焼いた肉そぎ落とすやつそれケバブ年上以外では何か条件ありますかとちょっと容姿の話になっちゃうんですけど髪は長めの方が良くて痩せてる方がいいかな身長はうん、僕が182あるんで160とか少し高めの方がいいですかねわかりましたじゃあちょっと今 LINE の友達確認してみますね LINE で探すんですかはい一番付き合う確率が高い出会いのパターンって友達からの紹介なんですよいつ私たち友達になりましたっけ あ一人いましたえ本当ででです、ね、ですすか元嫁ね嫌僕も嫌です実際まだ好きですし好きなんですかだってさっき DV とかいやね休みの日になるたびに夜景の見える場所で食事がしたいとか海辺を散歩しながら夕日が見たいとか言われて本当ドラマの見過ぎですよねあまり外に出たくない僕にとっては苦痛すぎてドラマチックバケーションで会ってたでも離れてみてやっとわかったんですちょっと私に問いかけてみてもらえませんか問いかけるって何を？今度そこに愛はあるんか アイフルの CM みたいになってるじゃないですかいやいやそんなツッコミいいですから僕は真面目なんですお願いしますわかりましたそれじゃあ聞きますよ、えー、今度そこに愛はあるんかおかみさんはい完全にアイフルふざけてるならもういいですあすみませんでもあなたのおかげで本当の気持ちに気づくことができましたもう一度プロポーズしてきますそれは良かったですね頑張ってください僕たちダメ男にとっては結婚って夢みたいなものじゃないですかあれ珍しく切れちゃいそうだ全く別々な道を歩いてきた二人が恋に落ちて人生を共にするそんな夢のような出会いをした二人 が休みの日に家の中でゴロゴロしているなんてもったいない。ドラマチックで夢みたいな時間を永遠に過ごしていきたいですよね。ああ<ー>、夢の中で見る夢。悪くないかもよ。帰りまーす。ああ、お客様。また気が向いたらぜひご相談にいらしてください。行列のできる結婚相談所はいつでもあなたの味方ですよ。名前からして怪しむべきだった。今度ここに愛はあるんか？おかみさん。いやお客さーん。 えー、健康診断お疲れ様でした2週間経ちましたので本日結果の方をお伝えしていきたいと思いますあの先生結果は郵送で送ると聞いてたんですけどどこか悪いところでもあったんでしょうかいや別,別にあのそのそ,そんなことはないというか、えー、と,とりあえず落ち着いてください <laughs> せめてそっちは落ち着いていってください <laughs> ってぅてぅなんか怖すぎて笑えてきた検査の日バリウム飲みましたよねはいあれ 実はトロロでしたえぇ、ー、なんでなんでなんでそんなことが起こるの一旦落ち着いてくださいいやだってトロロっておかしいじゃないですかダメだ精神安定剤持ってきてはい今急に落ち着きましたこれは完全なる医療ミスです医療ミスってほどのああでもそうなるんですかねよって明日記者会見を開きますやめてください恥ずかしいそんな大事にしなくても大丈夫ですから本当にいいんですかありがとうございます今後このような事故が起こらないようにバリウムとトロロを別々の場所で保管することを徹底いたしますそもそもトロロは何のために保管してるんですか鑑賞用です オクラオクラオクラオかしいかラオクオクラ奥クネバネバ大好き人間か先生この資料なんですけどああ適当に燃やしといてはい虫でもまあ検査結果に異常があって呼ばれたと思ってたんで逆に安心しましたああ実はもう一つお伝えしなければならないことがあってまだあるんですか検査の日採血もしましたよね はいあ分わかったそのトッタチがトマトジュースでしたとか言うんでしょういやそれだとあなたの血管にトマトジュースが流れてるってことになるじゃないですか <laughs> あそっかトゥトゥトゥ採血を担当した看護師うちの病院とは関係ない他人でしたええー、トロロより全然怖いセキュリティガバガバじゃねえかよねえだからほんとごめんねいや軽い軽いなんでトロロの時あんな真剣に記者会見まで考えてたのにこっちはそんな他人事なんですかだってうちとは関係ない他人だったから <laughs> この病院で起きたことでしょ他人が起こしたとしても 先生は当事者ですよ <laughs> それだけ怒鳴れるなら、あなたは健康だうわ、なんかいい感じにまとめようとしてるとりあえず、知らない人が取った血ではありますが、ちゃんと検査結果は出ましたので、今からお伝えしますね、はあぁ、やっとかちなみに今回、色々とご迷惑をおかけしてしまった分、謝罪の意味も込めまして、検査結果、全ての数値を正常に直しておきましたそれでは、発表しますちょっと待って何の優しさ大丈夫ですありのままでお願いしますえー、ここでですか降り始めた雪は足跡…違う違うレッド運用に うにょにょを歌えってことじゃないです。松た子か。メイジェです。あエンディングの方か。それでは読んでいきますね。えー、無駄の幸恵さん。49歳。女性。あ、全然違います。えあ、えあ、本当だ。男性だ。すいません。今日の話全部なしで。俺、なんで呼ばれたのー うわめちゃくちゃオシャレなバーだ俺なんかが来て大丈夫だったかなハハハハいらっしゃいませお客さん心の声漏れちゃってますよえっあっドゥドゥすみませんこんなオシャレなバー初めて来たもので俺なんかがいちゃばちいですよね何をおっしゃいますかまたのご来店を心よりお待ちしておりますえどっち今日はいていいの何飲まれますかあいていいんだえっと前の店で結構飲んできちゃったので何かさっぱりとしたものをそれでしたらおそうめんはいかがでしょうかあっ嫌ですできればちゃんとした飲み物の方がではいちごを使ったフルーティーなものなどはいかがですかあじゃあそれでお願いします かしこまりましたすぐにお作りいたしますかっこいいなきっとどんなお酒でも作れるんだろうなお待たせいたしました季節限定ストロベリークリームフラペチーノトールサイズでございますいやスタバの新作 重いよ下の方に練乳が溜まっておりますのでよくかき混ぜてからお飲みくださいだから重いってあそういえばストロベリー系の飲み物で赤い色を出すために使われているこっちにいる色素って原料が貝殻虫科のエンジムシっていう虫なんですよねどうぞごゆっくりやっぱり帰ってほしいのかなお客さんご結婚はいやまだですじゃあ彼女さんはいないですえっ、ー、世の中の女性はほんと見る目がないなこんなに素敵な人を放っておくだなんてえったまででですよところ 罪だと思いますかトークテーマの順番 いらっしゃいませあれまただどうしたんですかいやね時々誰も来ていないのに入り口のベルが鳴るんですよえあそうだちょっと不思議な話があるんですけどねまさか怖い系ですかんお会計12万8000円いやお会計じゃなくて怖い系ですかってあと今ちらっと怖い系のお会計の話聞こえたその不思議な話っていうのがねえー、続けるの大丈夫そんなに怖い話じゃないからもうそういう問題じゃないんです2,3年前くらいかなちょうどこのくらいの時期に一人で来た男性のお客さんちょっと様子が変でねなんか暗い感じでさ何飲みますかって聞いても うつむいたままで仕方ないから季節限定ストロベリークリームフラペチーノを作って出したんですよマスターお気に入りなんですねでね私がその後ちょっと目を離した隙にそのお客さん一瞬で消えちゃったのえな何であの時消えちゃったのいやそれじゃ僕が犯人じゃないですか知らないですよいやびっくりしてね慌てて探したんだけど見つからなくてそしたらそのお客さんの座っていた席から入り口までの床に赤いシミがポツポツとできていることに気づいたんだまさかそれってチ,チ<ッ>コこっちにいる色素こっちにいるたあれはエンジムシが人に化けて現れたんだと思うよんだその話それからというものを季節 限定ストロベリークリームフラペチーノを作って出すたびに入り口のベルが勝手になるってわけ。さあ、そろそろ閉店の時間だ。お会計でいいかな。やだ意外と早く恐怖の時間来たお会計は12万8000円。 っていうのは嘘でーえどういうことですか人を喜ばせるための嘘って罪だと思いますかってお客さんに聞いたでしょどうこういう嘘なら大歓迎じゃないえあっっ、なんだびっくりしたマスター <laughs> ちなみにこっちにいる色素も今は色々と騒がれて代わりのもので代用されることが増えてきたみたいだよトマトから抽出したリコピンとかねリコピンかよそれならなんか安心ですね <laughs> それじゃあ本当のお会計ねえっ、ー、と8200円です期間限定ストロベリークリームラペチーノ高ー おい一体ここはどこなんだよこんなことして何になるんだ答えろよ横にいるんだろおいおい分かったいいだろうねなんでさっきから「いいだろう」って言ってその後何も喋らないの言わないってわかってても毎回少しだけ期待しちゃうんだよそれじゃあ特別にヒントをやるヒント あ、なんだ、また喋らないやつか <laughs> 今のはうまい <laughs> 完全に喋ると思った <laughs> はい恐怖心なくなりました実はな俺もお前を誘拐した理由が分からないんだえどういうことですかある人からの命令でなある人我々組織のトップ裏社会のドンだなぜそいつが俺をさあなさっき連絡が入ったんだがその裏社会のドンが急に更生して組織をやめちまったえー、裏社会大丈夫なの同時に組織の解散も告げられたよあとはお前らの好きな道を選ぶドンっていや太鼓の達人かよそ 言えばボスの右側をバチで叩きまくったときめちゃくちゃ怒ってたな鬼モード入っちゃってるてか何その状況ボス嫌われてるの組織の9割くらいの人が嫌ってた多分語ゴビのせいだでもボスはな目的のためなら手段を選ばない恐ろしい人なんだそれってまさか殺しコンビニのお弁当に箸がついてなかったとき手で食べてた不憫でならないてかすみません1個だけ聞きたいことがあるんですけどここに連れてこられる前に思いっきり後頭部殴られたじゃないですかあれ何で殴ったんですか俺の卒業アルバムだがだからかなんか一瞬走馬灯見えたんですけど全てが知らない思い出だったんでそっちの方のショ 攻撃が半端なくてああごめんじゃあ代わりと言っちゃなんだけど俺のことグレッチでぶってベンジー丸の内サディスティックかよ俺ベンジーじゃないしとにかく組織がなくなってしまった以上俺もお前も自由の身だここからの帰り方は分かるかいやずっと目隠しされてるんで分からないですそうだったな一度しか言わないからよーく聞けよこの部屋の入り口を出てまず右に曲がる そこがお前の家だお隣さん多分何回か挨拶してますよねいや挨拶どころか一度お前が外出中に家の中入ったこともあるようわ心許しかけてたけどやっぱり関わっちゃいけない人だあそうだ何今夜泊まってく距離の詰め方えぐねえ卒アルとか一緒に見ようよやだよ色々とフラッシュバックしそう頼むから早く解剖してくださいじゃあ最後に一つだけ約束して約束うん もし次外であっても誘拐する前みたいに普通に接してほしいんだ別れ話してるみたいですごい気持ちが悪いそれとあれ二つ目だ警察には言わないでほしい頼むやっぱり捕まりたくないんですかいやボス警察官になったからもう会いたくなくてちゃんとこうしてるでもボスはな目的のためなら手段を選ばない恐ろしい人なんだそれってまさかまだ裏社会とつながってて何か悪巧だくみを考んだき犯と逮捕のためなら命も犠牲にするボスほんとなんで俺のこと誘拐したの あれここで会ってるのかなもう待ち合わせの時間過ぎてるんだけどおいこっちこっちお先輩お久しぶりです久しぶりごめんねずっと見てるだけで声かけなくてあ気づいてたんですか30分前ぐらいから見てたよ相変わらず元気そうだなはいおかげさまでてかいきなり連絡来てびっくりしましたよもう10年ぶりぐらいじゃないですかえそんなに経つあでもそっか俺が高校卒業してそっから会ってないからもう10年以上経つか早いですよねな東京から大阪まで2時間半だもんな新幹線ってすげえなああはいまあそんなことはどうでもいいんだけどさ 今日はお前にとってめちゃくちゃプラスになる話を持ってきちゃいましたえお前今不幸せだろいや別にそんなことはないですけど嘘つくなよ見るからに不健康そうな顔しやがってあれさっき元気そうだなってうるせえよあ違ううっせえわ <laughs> 今思い出したけど俺この先輩のこと嫌いだった <laughs> まあでも安心してそんな不幸せなお前でもあるものを買えば必ず幸せになれるからそのツボでねえ何だと思うえだから必ず幸せになれるあるものって何だと思うあいやえー ツボですかね？正解なんでわかったの？超能力あ,あはい。超能力です。お前ちっちゃな頃から優等生だったもんな。う嘘はでまあこの幸せになるツボなんだけどさ。まず値段が25万円えー、高くないですか？絶対に怪しいやつじゃないですか？ちょっと一回話聞いて、ちゃんと説明していくからわかりました。じゃあ説明いやお願いだから一回だけ話聞いてだからわかりました。って、頼むちょっとだけでいいから話聞いて話聞いてちゃんと説明を聞きますから続けてください。あ,あ、ごめん、えっと。まず、この壺には人の不幸を吸い取ってくれたり、幸せを呼び込み、それを不思議なパワーとして放出してくれるみたいなスピ。 効果的な効果は一切ありませんあ、ないんですかうん、一切ない、ただの壺じゃあなんで25万もするんですかまあそうなるわなもしお前がこの壺を買ったとして支払われた25万円はどうなると思うえぇ、ー、あ全部先輩のものになったりしてバカ野郎あすいません一発で当ててんじゃねえあー当たってたてか先輩、それじゃあ俺じゃなくて先輩が幸せになるだけじゃないですかいやそれはもういい歳なんですからこんな詐欺みたいなことしてないでもっと真面目に働いた方がいいですよ帰ります壺の売り上げ 寄付してるんだ<え>老人ホームとか児童養護施設に全額まあ一旦は俺の金になるからさっきの答えは一応正解にしたんだけどよ先輩なんでそれをもっと早く言ってくれなかったんですかなんか恥ずかしくてな結局は誰かの力を借りないと何もできないバカがやってるただの自己満足だから俺買いますい,いいのかはい25万円正直ちょっと高いですけどこのお金で誰かが幸せになってくれると思ったらなんか俺まで幸せな気持ちになってきました幸せになるツボは名前の通りみんなが幸せになるツボだったんですね んどういうことえー、伝わらなかったまあとりあえず買いますありがとう本当にありがとうでも先輩売上げを全額寄付しちゃったら先輩はどうやって生きてるんですかああ、それは全然大丈夫あまり大きい声で言えねえんだけどよ普通の水道水をペットボトルに入れて幸せになる水って言って売ってんだよバカ高い値段でな私が俗に言う天才ですってかうわやっぱりこの先輩嫌いだわうっせーわー <laughs> 楽しさと愚かさを見せつけられた というわけなんだけど、タカちゃんの気持ちも教えてほしい。頑張って伝えたんだから、真面目に答えてよね。ああうん、入学早々いきなり体育館裏に呼び出されて、まさかそんなこと言われるなんて思ってもいなかったから本当にびっくりしたんだけど、あのー、200万は貸せませんえ。なんでなんでって逆になんで体育館裏でお金貸してって。それはもうヤンキーだよ。いいじゃん。高校卒業したらちゃんと返すからちょちょちょっとちょっと待ってで。<laughs> まずそんなお金持ってないし、そもそもなんで俺なのよ。だってクラスメイトじゃん。いやクラスメイト何だと思ってるの？協力者ああ。間違いで はないけど間違ってるね。私今 JK でしょ ?JK でいられる期間って人生の中で3年間しかないのその3年間を何の不自由もなく最高に楽しむためにはやっぱり200万円くらいは必要なのよいや200万はかからないんじゃないかかるよ制服でディズニー行ってチロス食べるしえ今夢の国の中ってそんなに物価上がってるのでもさバイトとかしちゃうとその貴重な時間が無駄になっちゃうでしょだからタカちゃんにお願いしてるの理解してくれたなるほどねよし分かったって貸せるかい俺だって今3年間しかない貴重な男子高校生やってんだよ男なんて頭の中一生男子高校生なんだからいいでしょ バイトしろよバイトねえ日本人と理不尽のハーフなのあとねもしタカちゃんが200万貸してくれたらそっちにもメリットはあるんだよメリットそう高校卒業した後も返済があるから私みたいな可愛い女の子とずっと連絡を取り合えるし毎月2000円ずつお金が返ってくるんだよ嬉しくないえ1月2000円しか返してくれないのえっと1年で24000円だからえー80年以上かかりますけどあれ私が可愛い女の子ってところは否定しないんだいや後半の衝撃がでかすぎて一種の記憶喪失だよあのさもしかしてだけど今日私に告白されるとか 思ってたんじゃななないい思ってないよ本本当かな本当かですじゃあ何で来たのえっとそれは告白するつもりだったよえ私たかちゃんのこと好きだしいやいやそんなこと言ったって200万は貸せないでいらない確かに200万円あれば私が JK でいられる3年間を最高に楽しめる自信があるでもねお金を使わなくてもそれと同等いやそれ以上に楽しい時間を過ごせる方法が1つだけあるのそれはつまり好きな人と一緒にいること 好きな人と一緒にいればお金なんかなくたって最高に楽しいテンパもそう思うでしょうわいきなり呼び方変えるのやめてびっくりしたでもまあそうだよね好きな人といれば無条件で楽しいもんねそれは違うもう情緒が日暮らしの泣く頃にじゃんお互いに本気で好きじゃなきゃダメなのだからタカちゃんの気持ちを確かめるために200万円を貸してくれるか聞いたのに答えはノーだった 本気で好きなら200万円くらい貸してくれるものじゃないの好きな人のためならどんなにつらい仕事だって頑張れるんじゃないの昼間は学校夜はバイト若いから余裕じゃないの私はタカちゃんのこと本気で愛してるんだよじゃあ200万円貸しては無理でしょいきなり何言ってるのほら分かった自分がどれだけおかしなこと言ってたかああちょっとわかったかもでしょあとさ入学してまだ2日目だよ昨日会ったばっかりなのに本気で俺のこと好きになる気のせいじゃないああ気のせいかもしれないちゃんと顔見てなかったしおお一生消えることのない心の傷ゲットいろいろと無茶言ってごめんねそれと ありがとう高校3年間無駄にしないで済んだああいいよ若いって勘違いの連続だからドゥドゥドゥそれじゃあ今日あったことは一旦全部忘れてもらって授業行こっかあそうだったねえお願いだから今度呼ぶときは放課後にしてー いやうり日だからって調子乗って高そうな店入っちゃったけど一人で来るようなところじゃなかったかなでもまあ一応5万円下ろしてきたしたまには自分へのご褒美も必要だよねってお客様本日はご来店いただき誠にありがとうございますああはい私当レストランオーナーシェフの鈴木と申しますよろしくお願いいたしますご丁寧にどうも当店ではジャンルにとらわれずさまざまな食材を自由に使い最高の料理をお客様にご提供させていただいておりますすごいななんかこういうレストラン初めて来たので緊張しちゃってますで失礼ですがお客様はビン 貧乏でいいらっしゃいますか本当に失礼だな貧乏じゃないですよ馬鹿にしないでくださいお客様、うちのスタッフが何かあんただよ今スタッフいなかったでしょ正解です何だ正解って当レストランメニューの方がコース料理のみとなっておりましてお値段が18万円になりますがそちらをご注文でよろしいでしょうかよろしくないですね18万って新生活始めるときに家具一式揃う値段ですよあそれでしたらあとは600円のコースがございますやっぱり馬鹿にしてますかそこまで安くなくてもいいので2万円くらいのコースはないんですかね18万円か600円です金銭感覚の狂い幅やべえなてか 600円って本当にコース料理なんですか？はい、ワインもつきます。ワインもあ違う。ワインは18万円の方だ。600円の方は山ぶどうスカッシュになります。あ、ドリンクバーでしか見かけないけど、美味しいやつ。お料理は前菜スープメインデザートの計4品になりますね。そっちは意外にちゃんとしてるんですね。もちろんでございます。ちなみに本日の前菜はしょっぱいテロテロしたものです。なんですか？それ、こちら新鮮なうまい棒を3日間、真水につけて塩分を抜き、仕上げにお醤油を垂らしたものになります。しょっぱいテロテロしたものだ。そうとしか言いようがない。スープはその時に使用した水を。 たものになります。薄い照り焼きバーガー味です。なんでコンポタージュのうまい棒使わないんだよ。まあ使ったところでだけどさ。そしてメイン料理は肉料理か魚料理、お好きな方をお選びいただけます。メインはちゃんとしたやつ出てくるんですか？本日ですと、魚料理は蒲焼きさん、太郎、肉料理は焼肉さん太郎になりますね。それどっちも魚なんだよ。あと料理って呼んじゃダメだからね。ちなみに魚も肉も食べられないというお客様のためにわさび海苔太郎もご用意しております。だから魚なんだよ。怒られるよ。あとは食後のデザートですね。ちょっと待って18万の後に600円って聞いて、さっきはバカみたいにやすく。 感じたけど、今のところまだ二十円プラス。山ぶどうスカッシュでしょ？すごい高いじゃん。値段設定どうなってるんだよ。デザートはハーゲンダッツ二個になります。ああ、なら六百円で妥当か。味はバニラ×二です。えなんであれだけ味のレパートリーがある。ハーゲンダッツの中から二個選ぶってなって、バニラ×二にしちゃうの？育てられ方なの？てか、そんなことどうだっていいんだよ。こんなの。ただ、ハーゲンダッツ。つまらない。買い方してるだけじゃん。二個もいらないし、美味しい料理を食べさせてください。仕方ない。本日は特別に二万円で、お客様のためだけにスペシャルコース料理を作らせていただきます。え、いいんですか？特別ですよ。 あそうだせっかくだからフカヒレとか使っちゃいますかえフカヒレですか実はまだ食べたことないんですよどんな感じなのかなうーんしょっぱいテロテロしたものですかねえうまい棒水に浸して醤油垂らしたやつと同じ表現になるんですかまあ希少価値のある高級食材だからみんなおいしいおいしいって食べますけど仮に10円で売ってたとしたらうまい棒といい勝負なんじゃないですかねどうします本当にうちで食べていきますかよし決めたうまい棒いっぱい買って帰りまーす うわあ、森の中で車がガス欠を起こし、助けを呼ぼうとしたら、スマホの充電が切れ。しまいには空から宇宙人降りてきた。あのー。ペッペルパッピーペッツェン。え、ペッペルパッピーペッツェン。ペッペルパッピーペッツェン。そうです。やった、合ってた、じゃねえよ。日本語喋った。驚かせてしまってごめんなさい。地球を乗っ取りに来ました。あ,あ、そうなんですか。ちょっと待ってくださいね。いろいろとありすぎて、思考が追いついてこなくて。追いついてきた。え、乗っ取りに。ちなみに、ペッペルパッピーペッツェンは、われの星の言葉で、われの星の言葉です。という意味です。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと待って。やっと思考が追いついたと。 ったら今度は先に行っちゃって。ああ、もういろいろありすぎてわからないよ。一旦湯船浸かりたい。今更何をそんなに驚いてるんですか？すでに我々の仲間がかなりの数、この星に潜り込んで生活をしていますよ。そんな学生の頃をテスト前に全然勉強してねえよって言って。まあまあいい点数を取るやついましたよね。はい、あれ、全部宇宙人です。えもう俺以外全員宇宙人じゃん。地球という星はとても美しい。しかし、あなた方のエゴによって環境が破壊され、このままだと星自体の存続も危ういというところまで来てしまっています。我々の手で地球人を速やかに排除し、この。 をあるべき姿に戻すのですねドラえもんの映画見てきたドラえもんああごめんこっちの話便利な道具でどんなことでも解決してくれるすごいロボットがいるんだよえ地球にはそんなロボットがいるんですかあーい,いるいるようんだから宇宙人なんて全然怖くないんだからねフジコ F フジオ先生の作品ですよねなんだよ知ってんのかよ地球のことを調べる際に資料として見ました我々の知能は地球人と比べ物にならないくらい高いのでもう諦めた方がいいですよあのさ具体的にどうやって地球を乗っ取ろうとしてるの全然想像がつかないんだけど。まず 地球上を炎で覆い尽くし、全てのものを焼き尽くします。おい環境問題の話、どこ行った？その後は木を植えて住みます。え、何小学生の意見を採用したの？宇宙人さんよ。実はそんなに頭良くないだろう。うるさい言葉だって。お前に合わせてちゃんと日本語を話せている。そんなの翻訳こんにゃくを使えば誰でも。それはアニメの話だろ。そのアニメを作ったのは誰だえ。確かに。地球人はお前ら宇宙人よりも知能が低いし、身勝手かもしれない。でも未来に希望を持ち、一生懸命生きてるんだ。じゃなきゃ、あんなアニメは作れない。 お前も好きなんでしょドラえもんのこといやそんなことは藤子役不二雄に「先生」をつけて呼んでるのを聞いてピンときたよドラえもんが誕生する日を見たくないのそれは 見たいなら22世紀になるまでもうちょっとだけ地球人に猶予をくださいよしわかったでも我々は諦めたわけではないこれ以上地球人が身勝手な真似を繰り返すのであれば次は容赦しないからなはいあともしその時が来ちゃったら俺じゃない人に言ってください最後に地球人にこの言葉を捧げようピリッツエッピのピッチェルななんて我々の星の言葉でこの言葉に意味はないという意味ですさっさと帰れさらばだ <laughs> ふう勝った後半かなり無理やりな説得だったけど宇宙人がバカでよかったとりあえず友達全員にピリッツピノピッチェルって LINE して誰が宇宙人なのか確認しようあスマホの充電ないんだじゃあ一旦やけっあガソリンもないや <laughs> ドラえもーんあ,あトイレ開いててよかったこれで誰か入ってたら完全にアウトだったわあ,あ神様ありがとうドゥドあ,あまだお腹痛いあすみません入ってますああの入ってます えちょっとやめてくださいあなんだ入ってるのかだから入ってますって昨日爆音で森山直太郎の桜聞いてたから耳がイカれちまってどういった経緯であ違う私が聞いていたのは森山涼子のザワわだそれ多分タイトルサトウキビ畑ですよトイレの中ってものすごく落ち着きますよねえこれ出るまで話しかけてく スタイルですか？私ね。今はサラリーマンをやっているんですが、定年したら退職金を使って喫茶店を開こうと思ってるんですよ。ああ、そうなんですね。店の中にトイレの個室を何個も作って、その中でコーヒーや料理を楽しんでもらう。そんなお店をね。誰も来ねえよ。何ですか？その斬新かつ切ったね。アイディアは例えばウォッシュレットのボタンは定員を呼ぶ。ベルにトイレットペーパーはメニュー表にして、水を流したらそれはお会計の合図です。ほら意外と無駄がないでしょ。いや退職金が無駄になると思いますけどね。ちなみにお水は飲み放題え、どこの喫茶店とトイレ、どちらも落ち着ける場所じゃないですか？2つ。 最高の空間が出来上がると思うんですよ。混ぜるな。危険にも程があるわ。わええ、だって。トイレの中で漫画とか新聞読む人もいるし、だからといって食べ物はまずいですって。まずいとは何ですか？こう見えても私料理はかなり得意なんですよ。こう見えてもってまず見えてないですし、そういう意味でのまずいじゃなくて、トイレで物を食べるという発想が間違ってるって言ってるんです。あー、あやだやだ。そうやって自分の感覚が絶対的に正しいと思ってる人いますよね。あなた友達いないんじゃないですか。いますよ。私ね、高校生になる息子がいるんですけど、その息子が昼休みになると必ずトイレに行ってお弁当を食べているって言ってましたよ。あなたはもっと。 の,中のことを知るべきだいや息子さんのことをもっと知ってあげてきっと悩んでるとりあえず誰に何と言われようが私はこのお店を開きます邪魔しないでください邪魔してきたのはそっちなんだよ頼むからいなくなって出るものも出ないあちなみにもう店の名前も決まっていてあれまた耳がいかれ始めたのかなおいしいコーヒーとカレーの店喫茶お手洗いなんてどうでしょうか何やっちまったなまず店の名前がお手洗いはさすがに印象悪いと思いますしカレーはどんなに自信があっても絶対に出しちゃダメなんでですかみんな好きでしょカレー今初めてカレーを嫌いになりかけてますあなたさっきから否定ばっかり もしや私に諦めさせて、あなたが喫茶お手洗いを開くつもりなんじゃないですか？開かない。開かない。やったところで、多分ユーチューバーしか来ないですし、くそなぜ見ず知らずの赤の他人に私のアイディアを話してしまったんだ。ほんと話された方の身にもなってくださいね。ところでもうちょっとかかりますかね。えああ、すっかり忘れてた。今急いで出ます。いや急がなくていいです。ただどのくらいかかるのかなと。あのトイレは大丈夫なんですか？はははなーに森山涼子のざわわらへんです。でに諦めはついてますよ。うわ。かなり序盤で過ちを犯しちゃってるなので、もう私のことは気にせずにゆっくりしちゃってください。トイレ。 場はこの世の中で最も落ち着ける空間なのですからいや全然落ち着けないそれでは行きましょうカウントダウン3 ひ <Two>, 紐細い。え、これだってますなんで止めますかいや、これ紐細くないですかねほ、ほ、細いなんですかあ,あ細いは英語でなんて言うんだまさか命に関わる会話を英語でしなくちゃいけない状況になるとは。ドゥドゥそれではいきましょうだから待ってってえ、あ,あもっと真面目に勉強しとけばよかった。<笑>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 細い細い細いああ、ほいね。そう、t h い n k <Thank> you いや、お前のことじゃねえよドデブじゃねえか紐、紐ひもおう、ひその紐は NASA で作られたものです。え、NASA? s サそう、なら。 どっち ?NASA とならじゃ全然話が変わってくるよならですあ結局っきならなんだまあ国産の安全性ってものもあるかベテラン仏像職人の手作りですジャパニーズカルチャーうわ俺今自分の国でカルチャーショック受けてるそろそろ行きますかいやあとね紐以外にもこれ腰だけにしかベルトついてないんですけど本当に大丈夫ですか金具もなんか100均のみたいだし200円商品ですたいそうじゃないかよジャンプしてわーって落ちていって紐が伸びきったところで俺昔の折りたたみ式携帯みたいになりませんははははまさにまさにて しっかりとしたベルトつけてんだよ紐の太さも違いすぎるだろ交換しろ交換そのベルトも頑丈にできてますし紐の反対側だってギュって結んであるから安心ですギに命預けたくないよ安心という言葉だけは安易に使っちゃダメなんだからねところで今更なんですがサインはしましたかサインあああのもしこのバンジーで命に関わるようなことがあっても全て自己責任ですみたいなやつですよねちゃんとしましたよいよしなら問題ない行きましょうねその行きましょうの感じはどっちの行くですかすごい恐ろしい言葉に聞こえてきた ない,のいや飛びたいけどなんで飛びたいなんか自分を変えたかったんですよこのバンジーを飛んだら新しい自分になれる気がして生まれ変わりってことねえやっぱりこれ死ぬの大丈夫今までこのバンジーで怪我した人いません死んだ人いません飛んだ人いません俺初じゃん一度深呼吸をして舌を見てみてくださいとてもきれいな川が流れています心が落ち着きますよねそれでは行きましょうえなんでしたせたの絶絶対対ダメメでしょ約100メートルありますだから絶対ダメでしょ 私150キロありますドデブじゃねえかいい加減にしろよえこれは私が日本に来て初めて口にした言葉です空港で何かあったのあなたは自分を変えたいんですよねこのまま飛ばなくてもいいんですかクソみたいで情けない粗大ゴミみたいな今の自分とおさらばして新しい自分を手に入れようぜいやそこまで嫌いじゃないですけどね今の自分もでもまあここまで来たら飛ぶしかないかよしこのバンジーを成功させて人生変えてやる OK 行ーーきましょうカウンター あーすみません一回こっち見てん一番大事なことを言い忘れてました川に落ちる時はこうですこうじゃなくてこうですそれでは行きましょうキャウントダウン3,2,1飛べるか それでは早速始めていきます。あ、よろしくお願いします。なんかすごく雰囲気のあるお店ですね。あら、ありがとう。うちはね、買取専門店なのよ。え、買取専門店?。そう、ここは買取しかやっていないお店。ごめんなさい、何をおっしゃってるんですか?。買取しかやらない。ということは販売しない。つまり、占い。占いのお店でーす。ああ、なるほど。占いと占いをかけて。で、で、で。でえ、大丈夫かな?。私、占い師の平等院鳳凰堂と申します。うわ、十円玉の裏だ。早速だけど、あなた、今日は何が知りたいの?。あー、いや、具体的に。 何よって聞かれると困っちゃうんですけどトータル的にこう未来がどうなっていくのかをちょっと知りたくてそれはつまり山崎春のパン祭りでもらえる白いお皿が今後どのように変化していくのかを知りたいってことあ全然違います私個人の未来が知りたいんですあなんだそういうことねそれなら相当早く言ってよちょっと恥ずかしいじゃないあなたの未来は最悪ですえー、なんでまだ覚悟できてないのにちゃうんですかだって見えちゃったから見えちゃったってなんか勝手なイメージですけど水晶とかタロットを使って占うもんじゃないんですかあ使わない使わない私ねその人の顔を見れば大抵のことが分かっちゃうのよだから道具には一切 い頼らない直感勝負風薬選ぶときと一緒薬は直感で選んじゃダメだと思いますけどねてかそんなこと言ってさっきから虫眼鏡持ってますけどそれは手相を見る用じゃないんですか手相ああこれはね貴金属を査定するときに使うやつあ本当に買い取りもしてるんだはい じゃあ、あなたの未来について詳しく説明していきます。そうだった。平等院鳳凰堂さん、俺の未来はどう？最悪なんですか？あ、長いからインフォ王道でいいわよ。切るとこ気持ち悪あなたの生活はね。今後大きく変わろうとしている生活がそうまず結婚。ここ数年の間にいい人と巡り会えるわ。それもかなり美人モデルさんみたいな人えやった。仕事も成功して結構なお金が手に入るわね。本当ですか？タワマンに住んで高級会社を乗り回し、金に物を言わせて何一つ不自由のない生活をしている。未来が見えたわえ。ちょっと待ってください。最悪どころかむしろ最高じゃない。 まだ気づかないのあなたにこんな未来が訪れるはずないでしょごめんなさいよくわからないです確かにあなたを占った結果このような未来が見えましたただ現実的に考えてありえないじゃないあなたみたいなかもなく不可もなく魅力もなくつまらない人間におー悪口を重ねてきましたねあなたは今日から少し調子に乗るでしょうね自分に自信がついて周りから見たら嫌な人間よ友達もいなくなって占い結果と現実とのギャップに苛立ちを覚え安い酒に酔いそして一人寂しく眠りにつくのこれで分かったでしょあなたの未来は占い結果を聞いたことによって最悪になるの 現実を見なさいいや占いってそこまで考えなくていいやつだからいい話で止めといて他人の人生を左右するような言葉を無責任に伝えることなんて私にはできません真面目さが仕事の邪魔してるの初めて見たとにかく今日ここで聞いたことは忘れなさいラッキーアイテムはトンカチ頭に強い衝撃を与えるとキチン怖えよもう他人の言葉なんて信じちゃダメよ自分だけを信じて生きていきなさいわかりましたよもう二度と来ないですからねあっでももう一つだけ信じていいものがあるわ何ですか山崎春のパン祭りあれはシール集めると絶対にお皿がもらえるからめちゃくちゃ好きじゃねえかラッキーアイ ゲームは牛乳、あ、そうだ、打ち勝っちゃいなさいよ。どうせなら牧場に引っ越してね。もう何も言わないでー。うわ、ユーフォキャッチャーの景品に日本人形入ってる。どんなゲーセンだな。面白いから一回やってみよう。<タッ>えーっと、まずは右だな。よし、いい感じ。次はオクット。 あれ嘘だろアーム閉じないパターンってあるのいらっしゃいませーあ店員さん取れそうですか難しかったら言ってくださいね両替へ手伝いますアドバイスとかじゃねえのかよてか今一回やってみたんですけどなんかアームが閉じなくてそんなわけないじゃないですか UFO キャッチャーでアームが閉じないなんて聞いたことないですもん出禁にしますよえ何この店王様が運営してるの今朝やった時は確実に閉じたので気のせいじゃないですかねじゃあもう一回やってみるんでそこで見ててくださいまあいいですけど俺視力両目とも2.0ですよ,よし問題ないああなんでまた俺がお金出さなくちゃいけないのかなよし よし ほら閉じないねあすいませんちょっと考え事してて見逃しましたえなんで今他に考えることなんてありましたいやお寺と神社の違いって何なのかなと思ってそれお客さんとどっち大事これまで生きてきて特に調べる機会がなかったのであれば今更さらる必要もないよご,ごめんなさいごめんなさい次はちゃんと見てますもうクレジットサービスしろよそれはできないですいや機械の故障かもしれないんだからそっちができないですできにしますよねえそれ魔法の言葉じゃないからねウィンガーディアムレビューオーサそれは間違いなく魔法の言葉いいから早くやってくださいくそソ全メダルゲームにコイン詰まらせてやる <laughs> じゃあきますよはいしっかり見てますまずはみ あ何ベランダで焚き火したやつちゃんと消してきたかなどっちにしろアウトだよインドア系アウトドア男子かねえもういい加減にして変なとこで止めちゃったじゃんまあアームが閉じるかを確認するだけなんでどこで止めても大丈夫じゃないですかベランダで焚き火したやつが正論言うなもう適当にやろう閉じなかったらお金返してくださいよ ほらやっぱり閉じないねえ見ましたよねほらってってってこれ日本人形って泣いてましたっけえー、うわ鳥肌やば一番ダメな色の涙してる血ですかねこれ片目めからトマトケチャップが出てもう片方からマスタードが出たら外国人にバカウケの日本土産になると思いませんよく今そんなビジネス的思考に切り替えられましたねまあそんなことはどうでもいいんですけど実はこの景品発注してないのにある日突然倉庫にあったんですなんてもの景品にしてんだよそれっぽいポスターまでわざわざ作っててかちゃんと見たらすげえこと書いてあるな店長が売り上げがやばいからただで景品が手に入ってラッキーだろってなんかうちの お店リピーターが全く来ないらしくて、それはお前がすぐ出禁にしちゃうからじゃない。俺もさすがにこの人形は不気味だと思って、店長に黙って何回も捨てたりしたんです。でも、次の日になると必ず倉庫に戻ってて燃やしたりもしましたよ。あだからベランダで焚き火をいや、それは洗濯物を乾かすためです。原始的あと供養してもらうことも考えました。あ、それでお寺と神社の違いを古い木造の建物って全部お寺ですよね。あ、うん、うん、間違ってるよ。多分アームが閉じなかったのも、その人形に原因があると思います。じゃ、あなんであれだけ否定し続けたんですか？だって、あそこで火を認めてサービスをした結果、簡単に景品をゲット。 しまったらお客様の身に何か危険なことが起こってしまうかもしれないじゃないですか何かごめんね何も知らないで過激なツッコミばっかりしちゃってお客様の笑顔を見ることが何よりの幸せですベランダ燃やしかけた人と同一人物とはまるで思えないね多重人格を疑うレベルだよでもまあ今はその人形が恐ろしすぎて笑顔になれる気が1ミリもしないから全てが解決した頃にまさかこの人形があなたを選んだんじゃんやめてよ怖いこと言わないででもあアームが閉じた 手取れないんかーいうちアームパワー激弱なんであじゃあ多分もう来ません よし今日こそは数量限定のメロンパンをゲットするぞ早く行かないと売り切れちゃうからなうわ、なんか事件かドラマとかニュースで見たことあるやつだま、まさか、殺人事件あの、はじめまして。え、あ、はじめまして。失礼ですが、どちら様でしょうか申し遅れました。私、弁護士の岡島と申します。どうぞよろしく。弁護士さん今回、この事件の裁判で、あなたの弁護を担当したいなと思って、事前にアポを取りに行きました。一緒に無罪を勝ち取りましょうえへ俺、犯人だと思われてるちょ、ちょっと待ってください。いろいろとおかしいでしょ事前にアポはい。 逮捕される前かからお話を聞いいいた方が後々楽じゃないですかだからだからってなんかバカっぽいなてか何で俺を犯人だと決めつけてるんですか犯人ってね必ず現場に戻ってくるんですよだからやっぱりバカっぽいな本当に弁護士なの最初に言っておきますが私はあなたの味方です私には本当のことを喋ってくださいちゃんと聞きますから本当のこと言うとこれが何の事件なのかすら分かっていないのに犯人だと決めつけられてとてもパニックになっています <laughs> まずはアリバイを証明したいですよねちゃんと聞けよこのカップラーメン3分ポッキリ殺人事件なんですがクレヨンしんちゃんの映画タイトル考え 被害者の死亡推定時刻にあなたのアリバイを証明できる人がいればかなり有利に裁判を進められると思います昨日の朝6時から夜の11時くらいまでどこで何をしていましたか死亡推定時刻の範囲長そんな長時間のアリバイを証明してくれる人なんているわけないでしょほぼ一人で家にいたしってなるとこりゃ死刑だなおい他に手はないのか本当にやってないんですよまあ逮捕もされないと思いますけど残念ながらすでにこちら側が不利になるような証拠が数多く上がってきていますどうにかしてそれを上回るような何かを見つけ出さないと不利になる証拠って何ですかそんなのあるわけ ないでしょまず被害者のそばに落ちていた犯人のものと思われる髪の毛それが見た感じあなたのものと一致しています見た感じ DNA とかじゃなくてコスメのそれ DHC じゃあ連合国軍最高司令官総司令部それは GHQ もう全然違うわわざとやってるでしょうあとは犯人のものと思われる指紋え指紋も見つかってるんですかもうどっかで犯人捕まってるんじゃないニュース確認したあなたの指にも指紋 ありますよねはいくそこれじゃあ弁護のしようがないいやお前自分の指も見てみろこれだけ証拠を揃えられたらいくら私みたいな有能な弁護士だってかないっこないよねえなんで弁護士になれたの網田くじかなんかで決まったの失礼な気が狂うほど勉強しましたよああ本当に狂っちゃったんだかわいそうに何度も言いますが私はあなたの味方なんですあなたを無罪にするためにこうやって話をしているのになぜ真剣に向き合ってくれないんですか真剣に向き合えちゃったらそれはもうふざけてるもんわかりました では、あの作戦を実行しましょう。あの作戦はい、これを使えば裁判の判決を操作することができますえ、そんな作戦が存在しちゃっていいんですか？まず、裁判中は誰に何を聞かれてもうざいと答えてください。もうダメそうじゃん、そうしてるうちにだんだんと裁判長の頭の中にはうざいという言葉が刷り込まれていきます。え、まさかそれで判決を出すときにうざいの発音につられて無罪って言っちゃうとかっていうオチじゃないですよね。<laughs> いやいや、ちょっと私をバカにしすぎじゃないですか。まだ押さえてる方です。うざいと言われまくった。裁判長は逆にお前の方がうざいよと徐々に苛立ってくるはずです。お前の方がうざい。 お前うざい言ううざい言うざいうざい,うざいほら有罪有罪じゃねえかよどっちに捜査してんだ無罪になるとは言ってないでしょああもうなんでこんなところで時間取られなくちゃいけないんだよ警察呼ぼうかな自首するんですか毛が軽くなるかもしれないのでそれはいいアイデアですね違うよ俺は何もやってないんだって犯人はみんなそう言いますでも私はそんな犯人達の味方ですから弁護士があまり犯人とか言わない方がいいよ味方と言いながら距離感じるとにかく私を信じてついてきてください明るい未来を手に入れましょういや数量限定のメロンパンを手に入れさせて いやたまには都会の喧騒から離れて森の中で静かな夜を過ごすのも悪くないな あとはこいつだよなあんたもビール飲むねえ誰なんだよ俺一人キャンプしに来たんですけど一人より二人の方が絶対いいじゃんカエルの歌臨床しようしないよてかどうしたんだその服の色フワちゃんなのもしくは付箋なの付箋ちゃんうわ混ぜてきたもうこっちが場所移動しようかなあーちょっと待ってくれ何なんですかこの辺よ昔は大都会だったんだよえー、何その逆パターン緑化計画が進みすぎてな森に戻っちまったんだお前さんがテントを張ってるちょうどそこら辺にはほらあのザラがあったよ服屋のえっ、ー あの間に100年後とかにタイムスリップしちゃったのかな？あの頃は排気ガスもひどくて晴れてる日でもあたり一面モヤがかかってたくらいだ。でも今は空気綺麗だろ？はい。やっぱり緑の力ってすごいんですね。ああ違う違うこれのおかげ。うわプラズマクラスター持ち歩いてる。どっから電気引っ張ってんの？こんなに空気が美味しいのはシャープの企業努力だな。外で使うことまでは誰一人考えてないと思いますけどね。あ,あそうだ。この辺は野生動物も多いから気をつけろよ。えやっぱりいるんですかクマとか？クマはわかんないけど野生のチワワとかトイプードルの被害はよく聞くな。昔タワマンで買われてて6人 させてもらえなかった犬たちが脱走して野生化したんだ。自からエレベーターに乗って逃げたのかなあいつらは怖えぞ。え噛んできたりするんですかいや、かわいすぎるんだよ。なんだそれ飼っちゃいたくなる。買えばいいじゃねえか。てかもうここの説明はわかりました。とりあえず今日は一人キャンプをしに来たので、悪いんですけど、帰ってもらってもいいですか一人キャンプの何が楽しいんだよ。そんなのあなたには関係ないでしょそもそもキャンプっていうのに魅力を感じねえんだよな。虫は出るし、地面で寝なくちゃいけないし、冬は寒くて夏は暑い。風呂にも入れねえ。こんなの友達や恋人と来てカロチで楽しめるやつだろそれをひ人でやるっていう あんた修行僧か何か何なのねえやめてもともとキャンプが大好きなわけじゃなくて流行ってるからという理由だけで来ちゃった人だから簡単に気持ちは揺らぐよ悪いこと言わねえから家帰って寝た方がいいんじゃねえのかほんと何目的の人なんですか俺はよ生まれてからずっとこの土地で暮らしてきたんだよ大都会だった頃もこうやって森になった今も毎日毎日この土地を見守ってきたんだ。 でもここ最近キャンプをしに来るやつらが増えてな中にはマナーの悪いやつもいるあだから森を汚されたくなくて嫌がらせをしてキャンプに来る人たちを帰らせようとしてるんですね全くちげえあごめんなさい大都会だった頃と森になった今を比べてみて俺気づいたんだよやっぱり森より都会だなってえそっちなんですかそりゃそうだろう便利に越したことはねえだからこれ以上キャンプをしに来る人が増えて変に雑誌とかで取り上げられる人気スポットになっちゃったらなんかこう開発が進みづらくなるだろ自然大事切らないみたいにさ何で最後片言なんだ ぜひねイオンを立ててほしいそしたらこの格好だって浮かねえのにな浮くよ自然乾燥した時の前髪くらい浮くよだからあまりこの場所がキャンプに向いてるとかは言わないでね言わない言わない明らかに向いてない理由がありますからああ幽霊が出るってことあんただよ え幽霊出るの聞きたくなかった幽霊って言っても危害を加えてくるタイプじゃなくてただじっと見てくるやつだから大丈夫一番怖いやつじゃんまあそういうわけだから俺は家帰って寝るわごめんな邪魔してあはいおい嘘だろ俺今日ここで寝るのなんだ怖くなったかチワワよけの鈴やるかそこじゃねえよ鈴鳴らしたら寄ってきそうだしスマホの電波も届かねえような真っ暗な森の中でたまに聞こえてくる動物の鳴き声に怯えながら心霊的な不安も抱えつ,つ寝なくちゃいけない一人キャンプの何がいいのかやっぱり俺には理解できねえわ でも、あんたにとっちゃ、これが最高なんだろうん最高に帰りたいもう家のベッドで寝る うわーすごい綺麗な旅館だないらっしゃいませ本日は遠路はるまる当旅館までお越しいただき誠にありがとうございますあ,あ、実はうち車で十五分くらいのとこにあるのでそんなに遠くないんですよいいえありにしてみればかなりの距離でございます、はあ、私当旅館おかみの青山と申します失礼ですがお客様お名前はあ,あ、はい予約していたい言わなくて結構ですじゃあなんで聞いたんですか本日二組しかご予約のお客様いらっしゃらなくて先ほどもう一組のお客様がチェックインされましたので必然的にお客様がどこの誰なのかは従業員一同把握して おりますえ今ゴールデンウィーク中なのに2組しか泊まってないんですか超ラッキーですね超不安ですよご安心ください実は人気旅館を装うために従業員たちで仮予約を入れまくって空室状況を偽装していたんですがうっかりキャンセルするのを忘れてしまってそれで空きがなくなったというからくりでございます全然安心できないよだからいつ見ても空室残りわずかってなってたんだちなみにお客様本日はネット予約ということで1万円割引をご利用されてますよねあはいかなりお得だったのでつい予約しちゃいましたあれも1万円引いた額が本来の宿泊費ですえなんで全部教えてくれるの,今頭の中で天 奥魔めっちゃ戦ってるのとまあそういったわけでちょっぴり寂しい館内ではございますが本日毛利様じゃない方のお客様がお泊りになられるお部屋までご案内いたします序盤からツッコミどころ満載だなおいじゃない方ってなんなんですかすごい格差感じるお客様毛利様をご存じないはい知らないですけど有名な探偵さんですよえ探偵さん毛利あの入学式みたいな格好の男の子と頭に三角錐がくっついている高校生くらいの女の人が一緒じゃなかったですかはいやばい誰か死ぬーおかみゴニョゴ この旅館に続く唯一の橋が崩れ落ちました。もう絶対に事件起こるチャンバラロー。そんな大丈夫ですよ。毛利さんたちもいらっしゃるわけだし。それが一番ヤバいんだよ。しかも不組しか止まってないんでしょ。これは高確率で巻き込まれるぜ。もうやめてください。当旅館では今まで一度も事件など起こったことはございませんし、お部屋のカビだって驚くで、防犯カメラも。<noise> ほら言ってるさまから爆発起こってるまさかの劇場版なの料理長ったらまた電子レンジでゆで卵作ろうとして失敗したな絶対にその規模ではないお客様はい浴衣のサイズは XS サイズでよろしいでしょうかそれ今じゃなくちゃダメあとなぜ XS サイズでいけると思った帯で締めても前全部出るわじゃあレディースの XL サイズをご用意いたしますね多分それでもいけると思いますけどメンズの L にしてくださいお上ごにょごに,ょごにょあっい黒い,黒いはず 人そいつ犯人えそんなや,やつはなんて言ってたんですかあまりお客様を入り口で立たせておくのは失礼だってまともあれ見間違いだったのかなあの野郎おかに向かってえ急に落ち着いて落ち着いてそういう軽い動機で殺人起こるパターンもたまにあるから怖いよ寛大な心を持とうそういえば昨日料理長がやたら念入りに包丁研いでたなもう全員怪しく思えてきたとにかく毛利さんたちと顔合わせたくないので今日泊まる部屋まで案内してもらってもいいですかはいそうさせていただきたいのですが足がしびれておかみしっかりしろ4時間ほどここに正座してお客様お待ちし おりましたので暇なのはい本日2組しかお客様があそうだったでも早くしないとやつらが来ちゃおいサッカーボール転がってきたぞ死神が近くにいる死神ってまっさくマスイジュえー、犯人はこの中にいますおいおい嘘だろこの中にって犯人俺なのあと明らかに声の調節ミスってるし犯人はあなたですよ料理長の竹中さん全然この中じゃねえじゃねえかあなたはゆで卵を作ろうとして電子レンジに空のまま卵を入れてしまった違いますか事件のレベル低くってかさっきの当たってたんだあと殺人も犯してしてまっった。そっちメインだろ 何さらっと付け足してんだうん、はい、はい、なるほど、はい あバカ野郎だからと言って卵を電子レンジに入れたらダメだろう。ねどこで会話してるのおかみ眠らせる必要あった疎外感半端ないんだけどランを離せ、ええ、すごいピンチ迎えてるじゃあそろそろお部屋の方行きましょうかうわ急に目覚めたあそうだ当旅館露天風呂までの道のりが結構複雑になっておりまして迷っちゃう人が続出してるんですよお客様の間では迷宮のクロスルロードなんて言われてます後で地図お持ちいたしますねもう何この旅館見た目と中身が違いすぎる まさか家の近くに、こんなセミナーがあったとはな。ドラゴン桜見てたら、なんか燃えてきちゃって、今二十八歳だけど、東大合格して、人生変えてやるぞ。あ、先生きた。うわ、すごい見てくる。どことなく阿部寛に似てるな。もしやこの先生、すごい人なんじゃ。それじゃあ授業始めていきます。超えたかあれ、今日は君だけかな。そうみたいです。一日体験コースで来ました。そっか、じゃあ、まず自己紹介していくね。このセミナーで講師をやってる賢治って言います。よろしく。賢治って、まさか名字は桜木。大西賢治です。春菜愛の本名じゃないか。このセミナーは、たった週一回の授業で。 に合格できちゃう可能性が出てくるかもしれない気がするような感じのやつです多分友達の友達が言ってたんだけどねいきなり発言にすごい保険かけてきた東大ってさ入るのが難しいとかエリートたちの集まりって思われがちじゃんはいその考えは今すぐ捨ててくださいえそれって誰でも簡単に東大に入れるってことですかいや簡単にって言われるとそれはちょいったん今捨てた言葉拾ってどういうことだよまあそれなりに訓練を積めば別にエリートじゃなくても東大に入れるってことですここまでで何か質問ありますかあの先生は実際に東大を卒業しているんでしょうかううん、うん、入ってすらいないよえ高卒なんですか違う 違う養卒養卒？要卒詳しく言っちゃうと保育園だったから保育卒になるのかな。うんでも大丈夫。絶対に大丈夫だから大丈夫大丈夫だよ。大丈夫って連発されると大丈夫感薄れるんだな。勉強ってさ、全てにおいて考えようなんだよね。考えよう。そう例えば数学。数学ってたくさん公式を覚えなくちゃいけないでしょ。高校で習うやつだけでも1 0 0個くらいあるわけよ。うわ全然思い出せないな。習ってるだけいいじゃん。保育卒ごめん。でもさ、それが1個の公式を覚えるだけでいいって言われたらなんかすごい楽勝な感じしない？はいそんな夢のような公式があるんですか？全部つなげちゃえばいいんだよ。さっ から何言ってるんだこいつ公式全部つなげてそれを覚えちゃえば1個で済むじゃんこれで数学はケ、OK、ー。はいどうだわあ正式に入会しなくて本当によかったじゃあ次は国語ね国語っていうのはラッキー教科ですラッキー教科だって問題文の中に答えが隠れてるんだもんよく読めばいいだけはいとうだその決め台詞みたいなやつイライラしてきたなでも先生さすがに何かしらの対策はしておいた方がじゃあ本を読んでください本って何でもいいんですか何でもいいよ解決ぞろりとか「晴れときどき豚」とか「ドラえもん体シリーズ」とか全部小学校の図書室にあったやつ1一回だけ忍び込んだなもう行けばよかったのにあと 英語はクラキマイさんの歌を聞いてください。えなんでですか？だいたいサビに英語の歌詞入ってくるから、それで覚えられます。嘘つけ！あとコナン見たくなります。それはわかる。まあ残りの強化は頑張るしかないから、お父さんお母さんにいろいろ聞いてね。はいどうだい。もともこもねえな。ちょっと待ってくださいよ。それじゃあこのセミナーでは毎週何を習うんですか？いい質問だね。このセミナーではひたすら。ひたすら？ひたすらドラゴン桜を見てもらいます。ええー。実は阿部浩さんの大ファンでね。下町ロケットとか結婚できない男、あと映画だとマイコハなんかも見たよ。安倍浩司安倍浩司安倍サまあそういう だから、これから一緒に頑張っていきましょう。じゃあ、いつものやつやって終わりにしたいと思います。どこ行くのはい、灯台。シなゴの言わず入会してね。また来週。もうビーギャル見て剣を目指す。ほんと言うよねー。 あ,あいたいた久しぶりやっと来た遅いよ2時間も遅刻12時に吉田屋前で待ち合わせって言ったじゃんごめんね何回もお前にどこの吉田屋か教えてって LINE したんだけど完全に無視するから10店舗ぐらい回ってたわまるでエリアマネージャーだなうるせえよ LINE 返せまあいい今日はタカちゃんに相談したいことがあって来てもらったんだ相談ってかその前に後ろにいる人たちはああこいつらは後で紹介するから気にしないで気になりすぎる僕は今ある大きな悩みを抱えている腰から下がびしょ濡れってこと違うこれはデザインあ何それデザインなのそういう服着てる人みんな川に落ちちゃったんだと思ってたわ今朝お母さんにも同じこと言われた からやめてごめんで悩みってかけてしまったんだよ僕たちが住んでいるこの日本からとても大きなものが大きなものなんかなくなったかな a a z s h i そう 嵐あれ今アザラシじゃなかった嵐がいない日本なんて牛丼がない吉野家と一緒さやめろよせっかく吉田屋に名前変えてるんだから嵐活動休止になっちゃって学生時代から大好きだったのにあでもさメンバー個人ではまだテレビにも出てるしダメなんだよグループじゃなきゃ嵐は5人揃って嵐なんだそっかファンの人からしたらそうなるのかそこでだ僕たち5人で嵐みたいなグループを作ろうと思うえ僕たち5人って俺ももう避難の嵐じゃんみんなの心に開いてしまった穴を埋めてあげよう埋まんない埋まんない穴まで 辿り着けないよそれじゃあ後ろにいるメンバーを紹介していくね俺の返事とか聞かないでどんどん進んじゃうんだなまずこいつがロンゲのたからやらしけこいつは週に1回髪染めをしてとても美意識が高い服どうにかしろよジャケットワンサイズでかいだろで真ん中が力自慢の井上お願いしますこいつは俺たちの中で唯一の二重だからファンがつきやすいと思う牛丼食い終わって出てきた人にしか見えないけどなでこいつがインテリ系の村上 こいつは常にセカンドバッグを持ち歩いてるが中にはリップクリームしか入ってないその情報いるってかもうこっち向いてないじゃん無理やりやらせるのはまずいって SNS でメンバーを募集して自ら応募してきてくれた自分に自信のある3人だナルシストの集まりおいインテリ系村上やる気出せこの3人に僕とタカちゃんを合わせた5人で歌やダンス時にはバラエティ番組などにも出演し芸能界のトップを目指していくどうかな地獄メンバーのキャラもかぶってないしいいと思うんだけど客観的に見てなんか草しか入ってない花束みたいだよそれはつまり嵐よりもグリーンに近いってこと全然違う ちなみに活動を開始したら恋愛は禁止とします今までもしたことないだろうまあとりあえずやってみないとわからないから一緒に頑張ろうよいや絶対に無理だと思うよみんなにバカにされるって学生時代だってスケスケのレインコード1枚で投稿した時お前笑われてただろ他人と核は変えられないけど自分と未来は変えられるんだえこれはセクシーゾーンのケンティーの言葉です嵐じゃねえのかよ高田井上村上そして僕とタカちゃんこうやって出会えたのもきっと運命もうやるしかないよ今日からはこの5人が嵐だ降水確率100風速毎秒60メートル 雷注意報発令今日の天気はよし何そのダサい掛け声よしまずは駅前でダンスの練習みんな行くさ。いやもう晒し恥晒しい,さらしい,いや本当いい天気だなたまにはコンビニでおにぎりでも買って公園のベンチで食べるかって考えながら家で昼ご飯食べちゃったのが間違いだったなで <laughs> <laughs> あ,あんなとこで子供が泣いてる迷子か近くに親っぽい人もいないなよし話しかけてみよう <laughs> え、え、こんにちは、僕、どうして泣いてるのえ,え、あのね、なんか、なん、なんか、なん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 、落ち着いて落ち着いて、カレー屋でなんを追加注文しまくってるデブみたいになってるから。なんかね、なんかね、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 ほら、ナン頼み過ぎるからお金無くなった。一旦落ち着いてお兄ちゃんとお話ししよう。おじいさん。せめておじさんにして、ニコ飛ばしは傷つく。僕、ママとはぐれちゃったのかな違うじゃあどうしたの何か悲しいことでもあったあのね、あの、あのね、かかかヒカ、ヒカ、ヒカキンが。そうあの あのヒカキンが <laughs> 逃走中で捕まっちゃったのえっ、ーえー、まだそれで泣いてるのなんかヒカキン確保で子供ギャン泣きみたいなのネットニュースで読んだけど放送されてからもう結構日にち経ってるよ今頃ヒカキンはハンターたちに地下で監禁されて無理やりボイスパーカッションさせられてるんだその意図は何あれはねテレビの中のお話だから大丈夫なんだよもうきっとお家に帰れてるからねじゃあじゃあお家でボイスパーカッションしてるのそこまででではわからないけどでもでも 捕まっちゃったからまだ子供だから分からないのかあそうだねヒカキン逃げきれなかったもんねでもねハンターの人が許してくれてヒカキンもお兄ちゃんのセイキンもおうちに帰れたんだよあセイキンさんは大丈夫ですえなんで急に怖いドゥドゥあとさっきからヒカキンって呼び捨てにされてますけどヒカキンさんですからね確実にあなたの方が下の人間です君もヒカキンって言ってたよね言うわけないじゃないですかこんなにも尊敬しているのにヒカキンしか勝たんえっ早速だよ <laughs> あっごめんねヒカキン3だよねお兄ちゃんが間違ってたよ最初から認めろよ口が悪いなあそうだ僕は YouTube 見るのが好きなのかな好き隙間時間を見つけて結構いろいろなやつ見るじゃあフィッシャーズは知ってる知ってるはじめ社長は知ってるボンボン TV は知ってるえー、じゃあタスクコマはあっ全く知りませんそっかお兄ちゃんもあまり知らないなんかすみません、うん、大丈夫大丈夫ところでママは今どこにいるのかなお家お家はここから近いの直線距離にして約3 メートル。ねえ君何歳ごっちゃいなんだろうな親がちゃんとしている人だからたまに大人っぽいこと言うのかなママも泣いてたいつママが泣いてたのヒカキンさんが確保されちゃった時ああママもちゃんとしてない警察に電話してたやばいなちなみにセイキンさんが捕まった時はこれはテレビの中の話だから安心しなさいってだからなんでヒカキンさんが絡んだ時だけ非現実的な思考になるのおかしいでしょ知るかまだ生まれて5年だぞあ正確には5年と11ヶ月 来月お誕生日なんだねおめでとうでも今日お兄ちゃんと話せてよかったヒカキンさんとセイキンさんは無事なんだよねそうだよもうお家に帰って YouTube の動画作ってるんじゃないかなわかったじゃあ楽しみにしてるもう泣かないうん偉いぞ僕男の子は強くなくちゃねあまり泣いてると将来ヒカキンさんやセイキンさんみたいになれないぞあまあ彼らは成功しているからいいですけど YouTuber ーーになって安定した収入を得るのはかなり難しいことだと理解しているのであくまでも見る側の人間としてこれからも YouTube を利用していきたいと思います人生何週 うざいんですけどーーああごめんごめん冗談だからね泣かないでへこっちも冗談ですよなんなんだお前ああもう声かけなければよかった早くこの場から逃走させてー いや緊張するなマッチングアプリで知り合っていきなりリモートで会話するなんてもしかしたら今度こそ彼女ができるかもしれないドゥ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 ドキするあれ映ってるかなあ来た初めましてあ初めましてって目でかえ,え何これレディーガガに憧れてる人連絡取ってたリサですよろしくねよよろしくもしかしてタカちゃん緊張してるいや緊張というか動揺というか困惑というか入り混じってるそれどういう状況いやマジで今これどういう状況聞き返してきた爆笑うんこれはあれかなもしかして突っ込んだ方がいいのかなギャグなのか あ,あのさいきなりこんなこと聞いて申し訳ないんだけどあのまぶたに目描いてるえ明日に夢描いてる聞いてない聞いてないルーキーズかごめん電波がちょっと弱くなっちゃってあ,あそっかもう大丈夫そううん復活したじゃああのもう一回かくけどまぶたにまぶたに目描いてる目描いてるそうわずかに毛揺らいでるなんでそうなるんだよ微風の中で佇たずむ波平にしかそんな質問しないからねえ目ちゃんと見えてるよほんとにて なあ赤田さまに話題変えてきたサッカークラブ作れるくらい欲しいえクラブなのチームじゃなくて関係者とかの人数も入ってきちゃうよチームドクターとかごめん私サッカーのこと全然わからないからやめよう,うおーいなんかわかんないけどテンション上がってきたイエーイ兵士に湘南の風を流してあ,あそこまで上げきらなくていいよ普通に話そう分かったじゃあタカちゃんの趣味は趣味ね散歩をすることかなえ散歩おじいちゃんじゃんマジ茶色やめろおじいちゃんを色で表現するのちなみにリサちゃんの趣味は私は特殊メイク特殊メイクってそういうことじゃないと思うよそういうことって何よだからまぶたにでっかい目描い ちゃうみたいな。私さ結婚したら子供はたくさん欲しいんだ話育つ時のレパートリーそれ一個トイレマジックリンスプレーあ違う違う違う自衛だなおい匂いも汚れもこれ一本だよトイレマジックリンスプレーは、はあ、もうわかったわかったよ正直に言いますまぶたに目描いてるよくわかったねそりゃあねエジプトの壁画みたいなサイズ感だったから私ね目が小さいことがコンプレックスなのだからタカちゃんに嫌われたくなくてついリサちゃん人は見た目じゃないてかそんな目描より絶対に普通の方が可愛いって俺は人を見た目で判断する 落としてくるわああ、い,いってらっしゃいゴビにゼはさすがにダサかったかなでもまあメイクを落としてきてくれるってことはそれなりに響いたってことだよなお待たせああ早かったねどうかなえすごいかわいいじゃんさっきの目より5丁倍いいわやめてよ5丁倍ってそれもう何倍かわかんないじゃん5丁倍だよじゃあささっきのお続きなんだけどあっちょっと待ってメイク落としたんだからもう目開ければいいじゃんそれがずっと目閉じてたから開け方忘れちゃってえ毎朝どうやって起きてたの顎に力入れるるんだっけうーあ口開いてるああそうか じゃあ開けるようん落ち着いてはい どうかなやっぱりそっちの方が全然いい素直に可愛いと思う生田トー真じゃないえっ生田トー真じゃないイメージと全然違う詐欺じゃんえーごめんなさい頭の中でずっと生田トー真を想像しちゃってたからあまりのギャップにちょっと待ってよ自分勝手すぎるだろああ電波が悪い w i f i が遠くにああダメだあやばいやばいあさよならお<ー>いドゥドゥドゥヘイシリ相のかを流して分かりました順連貨を流しますやっぱやめてああ俺もまぶたに目描こうかなそろそろでかい愛が欲しい いやー久々の海は気持ちいいな天気もいいし今日はいっぱい釣るぞーって,って,ってえっ、ー、と予約してた船はあーお兄ちゃん電話くれた釣り人さんかいあーはい本日はよろしくお願いしますって船名前不吉えタイタニック号って言うんですかおーよく気づいたねはい一番目立つところに書いてあったのでいやーこんな小さな船に豪華客船の名前を頂戴するのは悪いと思ったんだけど同じ船ということに変わりはないしそこでなんかいろいろ言われても別にそんなの俺の勝手じゃねえかふざけんなよなあいやなっ,てってかあの船沈没したの知らないんですかもちろん知ってるよ何を隠う、俺はタイタニック号に乗っていた唯一の の日本人だからね。え、あの船に日本人が一人乗ってたことはなんとなく知ってましたけど、あなただったんですか。いやいやあれ沈没したの確か1912年とかだぞ。おじさん今何歳ですか。52。よしここからは全部嘘だと思って聞こう。忘れ物しない。あの日俺は。ちょっと待ってください。なんで話し始めに小学1年生の目標みたいなやつ付けたんですか。えあ,あ違う忘れもしないだった。続けていいかい。どうぞ忘れもしない。あの日俺はひどい船酔いのせいでせっかくの豪華客船なのにずっとトイレにこもってたんだ。あの規模の船なのにそんな揺れます？揺れないもん？いやわかんないですけど。わかんないんだったら言うなよ。そっちはわかってないおかしいだろう。うるせえバ 本当に小学1年生みたいだそして沈没した乗ってないから話スカスカじゃ <か>船が傾き始め皆が混乱している中俺は特技だった口笛を披露して場の空気を和ませたんだ誰も気づかねえよ周りでもっとすごい音してただろ悪い夢を見ているようだった思い出すだけで胸が痛むいろんな人に嘘つきすぎて本当の過去みたいに錯覚しちゃってるのかなちょっとかわいそうに思えてきたところでタイタニック号はどうして沈んだのか分かるかいえっと氷山にぶつかったんでしたっけ氷山です <laughs> ダメだこいつ全然かわいそうじゃねえあー悪い悪いこんな暗い話をしてお兄ちゃんは釣りに来たんだったな今日は波も穏えからしきっとたくさん釣れるぞ本当ですかやった ちなみにこの辺って何が釣れるんですか？主にシジミだな。えシジミ？あのお味噌汁に入ってるやつ？てかシジミって釣るの？ああこの辺では昔から今の時期だとだいたい80センチぐらいのがバンバン釣れるぞ。気持ち悪い！そんなでかいやつバンバン釣れても困りますよ。大丈夫大丈夫、中身は普通サイズだから貝殻は全部つなげてネックレスにしてあげよう。首折れるわ。まあせっかく来たんだしとりあえず行ってみようよ。あの沈まないですよねこの船。そんなに簡単に沈まれちゃこっちも困るよ。名前はタイタニック号だけど次こそは絶対に大丈夫だって。そうですよね。この辺には氷山も浮いてないしあのタイタニック号 のようにはならないですよねああ違う違う俺が1個前に使ってた漁船もタイタニック号って名前つけててそれが買ってすぐになぜか沈んじゃったのよえ絶対に名前のせいだだって第三競泳丸とかつけるのもありきたりだしニ人ともんだろうあそうだ実はタイタニックの2っていう字カタカナの2じゃなくて漢数字の2だったってことにしちゃえばいいんじゃないやっぱりタイタニック号じゃねえかあもう不安しかないよ大丈夫だって俺が絶対にお兄ちゃんを助けるいやその前なのよその前ああ沈みそうになったら口笛で落ち着かせるから違う違う2人しかいない状況で口笛吹かれたらよりパニックになるわ実は 今日練習してきたからちょっとだけ聞いてえ行きますどう完全な選曲ミスじゃあお兄ちゃんは船の選択ミスだな自覚あったのかよああもうこの船は絶対に沈まないよと強い口調で言って <laughs> <laughs> はっ？こんなとこ えタカちゃんどうしたんだよこんな平日の昼間に仕事もしないでそれはこっちのセリフお前も仕事休んでるだろだって会社なんて無理だよガッキーがガッキーがあー分かった分かったケーキ屋さんの横に設置してある本当に座っていいのか謎のやや小さめなベンチで声を笑げて泣くのやめて人ってさこんなにも泣けるものなんだね異常だよ水溜まりできちゃってるじゃんってタカちゃん俺のことをバカにしに来たの違う違う実はさお前のお母さんから LINE もらってガッキーが結婚したことにショックを受けてうちの息子が会社休んだから説得してくれないかってでさ何でお前の母ちゃん俺の LINE 知ってんのえそこまずはそこだろ びっくりしたわ俺が教えたまあそうでしょうねなんか母さんが昔飼ってた毛玉にお前が似てるんだって何その掘り下げてったら温泉出ちゃうくらい話広がりそうな理由詳しいことは今度本人から聞いてめんどくさいからいいわ母さん俺のことを心配してたああうん最初怪しすぎて完全に無視してたら「おーい」っていうスタンプ連打してきてそれで仕方なく会社へ住んできたんだよお前の会社理解あるいい会社だなもちろん嘘つきましたけどね遠い親戚のおじさんに何回も心の中で謝りながら葬式の日取り説明したわ俺さもう人生どうでもよくなっちゃっておいおいそんなこと言うなよ結婚ってめでたいことじゃんまあそうなんだ すごい不安だったからおばあちゃんのファンの言い方俺ガッキーのことなら何だって知ってるタカちゃん俺にガッキークイズ出してくれよガッキークイズあのほらガッキーに関する問題を何でもいいからああそういうことねじゃあまず誕生日は1988年6月11日身長は169センチええー、あと出身地は沖縄県那覇市どうここまで合ってるいや俺はそこまで把握してないから分かんないよなんでだよタカちゃんが答え分かってる問題にしてくれえ俺の中にあるガッキー情報可愛いくらいしかないからなうーんあじゃあサービス問題ガッキーの名前をフルネームで答えなさいおいおいさすがにさ サービスすぎるだろ。バカにするなよ。ってってそうだよね。でも一応答えをどうぞ。ガッキーんだからガッキー違くて名前をフルネームで何が言いたいんだよ。ガッキーはガッキーだろ。いや、それは相性というかニックネーム的な感じだから。じゃあベッキーはベッキーはベッキーだよ。じゃあガッキーもガッキーじゃん。お前本当にファンなのや。めろ失礼にも程がある。俺は誰よりも新垣結衣のことが大好きなんだ。あ、あそれそれ知ってんじゃん。えああなんだ。正式名称のことね。お前もお前のお母さんもちょっと変だよな。俺、やっぱり行くわえ。会社に行ってくれるの？手遅れかもしれないけど、ガッキーに自分の気持ちをはっきりと伝えてくれ。無理。 まず接点がないじゃん接点お前さっきの問題の答え聞いて何かピンとこなかったさっきのあ確かお前も出身は沖縄の那覇市だった気がそう俺とガッキーは身長が一緒なんだ169センチ愛してると叫びながら恋ダンスを取って YouTube にあげてみるよあのドラマ面白かったしもう星野源も好きじゃんあ,あこんなことで会社休むんじゃなかった休み明け仕事行くの不安だわあお前もおばあちゃんの言い方これは合ってるの素直に祝って会社行けガッキーおめでとう よし用事も済んだし、あとはスーパーに寄って帰るだけかあ。こんなとこにラジオ局がある。アットホームラジオ全然アットホームじゃねえな。なんでこの字にしたんだよ。ん。カーテンがもしかして今から収録始まるのか、めちゃくちゃラッキーじゃん。ってっちょっとだけ見ていこう。皆さんこんにちは。今週も始まりました。中西里穂のボイスボイスメインパーソナリティのえのきだまゆみです。え中西里穂じゃないの？そして本日のゲストはなんとあの超大物声優の方に来ていただいております。超大物声優俺アニメ結構見るからな。もしかしたら知ってる人かもしれないとい <laughs> え。本日のゲス。 ペは声優の夢見みあきらさんですどうもこんにちは夢見みあきらですよろしくお願いしますちょっとわかんないな何の声やってる人だろうゆめみさんといえばやっぱりあのセリフが皆さん印象に残ってると思うんですけれども早速で申し訳ないんですがちょっとだけ生で聞かせていただくことは早いなそこをなんとかお願いしますわかりましたでは行きます俺がお前のことを一生幸せにしてやるよあそれじゃないです恥ずかしいホームセンターラブのやつあそっちかすいません行きます美味しかったぜ 木工用ボンドなにそのセリフ全然聞いたことないあ,ありがとうございます本当このセリフ聞くとあのシーンが蘇ってきてちょっと涙出てきちゃいました泣けるシーンなのてかダメでしょ木工用ボンド飲んじゃん私ホームセンターラブの DVD ボックス買いましたもんあーありがとうございます当時はこのアニメの影響で土日のホームセンターがすごい混んだんですよ今も混んでるわあのゆめみさんと言ったらこの他にも数多くのアニメで重要なキャラクターの声を担当されてきたと思うんですけれどもご自身の中で一番印象に残っているキャラクターと言ったら何になるんですかねそうだなまあ一 畑ぴーちゃんのぴーちゃんですかね？どうしてそのキャラクターがこのアニメ8クールくらい続いてだから全96話あったのかな？でもね。セリフが全部 p だけだったんですよ。地獄だな。おいだから p というセリフだけで感情を何個も表現しなくちゃいけなくて。例えば嬉しい時だったら p 悲しい時だったら p 怒った時だったら p ね。全然違うでしょ。本当だ。すごい違う。この二人の耳は俺の耳と作りが違うのか。ちなみに夢見さんが今まで声をやってきた。キャラクターって全部合わせたらどのくらいになるんです。か？ええ、ちゃんと数えたことはないですけど、だいたい8とかですかね。8。それぐらい。 カザえろよ。一番最近だと何やられましたか？最近だと手術回イの。あ、手術回イ出られてたんでしたっけ？いやいや手術パイセンです。ああそっちか！何それテレビでやってた？手術パイセンのパイセン役をやらせていただきました。何かセリフで覚えてるやつとかあればぜひ。ああいいですよ。じゃあ先輩手術ですって言ってもらってもいいですか？わかりました。行きます。先輩手術です。何また手術か。くそもう雇用ボンドなんて飲まなきゃよかった。ホームセンターラブの続きなの？他のセリフも言いましょうか？あ大丈夫です。さっというわけで残念ながらそろそろお時間が来てしまいました。えー、もうそんな経ちましたか？あっという間ですね。あの一 宣伝したいことがあるんですけど行ってもいいですか？もうお時間なので。ああそうですか。全然知らない人だけどかわいそうだな。えー、この番組はスタジオの外についているスピーカーからのみ聞くことができます。来週もぜひ聞きに来てください。えここでしか聞けないの？俺しかいなかったじゃん。えこれラジオで流れないんですか？ユメミさんも知らなかった。というわけで本日はありがとうございました。はいありがとうございました。やる気なくなってる？ちょっとだけ時間余ったので宣伝どうぞ。えあはい実は私が声を担当して終わった。 ここでしか流れてないなら喋らせてやれよてか俺は誰と誰の何を聞いてたんだってあそうだセーパー行かなきゃってもう声優行って帰ろう えっと確かこの辺だよなあ,あいたいた久しぶりってえどうしたのああタカちゃん悪いね呼び出しちゃっていや別にいいんだけどさ何骨折ああと服小さくないおいおい骨も折れてねえし服も小さくねえよいや折れてるし小さいだろどういうジャンルの強がり方なの実は落ちちゃってさ落ちたうんバーンってなってうわあってごめん全然わかんないああここだけ話しても伝わらないかえっと俺買っちゃったんだよねあの, <laughs> あのドラえもんドラえもんドラえもんってあのドラえもんそうまみどりのやつああああああおうまっさそうごめん間違えたまっさなドラえもんを買いましたもちろん中古だけどね いいやいや中古とか新品とかどうでもいいんだけどさお前その骨折と同時に頭も打ったのウ <laughs> 打った急に気持ち悪う <laughs> お前の真似ーやめろ全然似てないわごめんごめん別に俺の頭が狂ってるわけじゃなくてドラえもんを買ったのは本当の話メルカリに出ててさのびって人が出品してたえのび太くんドラえもん売ったのってか実際にいたんだ漫画の話かと思ってた漫画を買うために売ったらしいよ皮肉なもんだなまあ俺も届くまでは半信半疑だったんだけどちゃんと届いたしなんかこの服もおまけで付けてくれたいっぱい持ってそうだもんねドラえもんいくらだったと思うえすごい高いんじゃないそう思うじゃん4800円安いなそう そうなのよ定価の半額あドラえもんって元々そんなに安かったんだ一昨日の夜にやっと届いてとりあえずタケコプター出してもらって空飛んでたらいきなり電池切れよあそれで骨折うんそこは見事にスパッと着地できたんだけどその日の夜寝てたらちょうど足の上に押し入れからドラえもんが落ちてきて骨折住み慣れない家だからでもほんと不便だよ今日ここまで来るのも松葉添えでいつもの倍くらいかかったもんどこでもドア借りればよかったんじゃないバカ言えあんなピンク色のドアから出入りしてたら俺の美的センスが疑われるだろういや服の時点でしょのやつだぞおへそ出ちゃってるしあそうだここだけの話なんだけどドラえもんの表面ってちょっとザラザラ いいよ教えてくれなくて。あとドラえもんって常に少しだけ浮いてるって話聞いたことあるじゃん。ああうん。あれも調べてみたんだよ。それはちょっと気になるな。どうだった？本当に浮いてた？ああうちの家族に馴染めなくて常に存在が浮いてたよ。仲良くしてあげて。ただでさえ可哀想な状況なのに。てかさ、俺とお前って友達だよな。いきなりどうしたんだよ。小学校からの友達だろ？<laughs> なんだよ。って思うじゃん。んもしもタカちゃんが俺の友達だったら、まさか本当にそうなるとはね。すげえわ。もしもボックス。えー？怖い。何この展開？てか名指しで？何が目的なんだよ。俺とお前が小学校から同じ に通っていたというのは事実。そしてその中で一番友達がいなさそうでかわいそうに見えていたのがタカちゃん。俺なりの優しさだよ。いたよ友達。いやみんな上辺だけで裏ではその変な笑い方をバカにしてたよ。え？デュデュデュ。あやべえこれか。てかモジマボックスなんか使わないで普通に友達になってくれればよかったのに。正気では無理だ。おい友達ならもっと優しくしろ。あーごめんじゃあタカちゃんのたった一人の友達として何か俺にできることはあるか？だから一言多いんだよ。あードラえもんから笑い方変換マシーン借りてきてー。多分そんなものはない。うん漫画全巻読んだから知ってる。 いやー初めてきたけどなかなか広いお店だないつまでたっても彼女はできないしせめて可愛いペットでも飼ってこの天命に操られしマリオネットと化したボイドな我の心を潤んだ瞳が奏でるレクイエムによって癒していただきあやべいきなりチ二に発症した <laughs> <laughs> いらっしゃいませどうぞ店内ごゆっくりごらんあ ハウスいや客俺を何だと思ってるんですかすいませんてっきりうちで売ってる動物が逃げ出したのかと誰がこんなボリュームを抑えたサザエさんみたいなやつ買うんだよ生まれてからだいぶ日数が経っておりますのでお値段大変お安くなっておりますってうるせえお客様の方がうるせえでございますあーすいませんつい興奮しちゃってあと日本語変ですよこの子もびっくりしちゃうのでそれ何かの赤ちゃんですかそうなんですよ我が子ですああなたの動物の赤ちゃんかと思ったちょっと失礼じゃないですか人間と動物を間違えるなんていやあなたもさっき同じことしたからねしかもこっちは丸見えなのにやだ変なもの見せないでください顔しか出してないよそれが変なんですえうちは旦那も私も働いてるから こうやって我が子と一緒に働かせてもらってて理解ある職場でよかったですねところで本日はどういったご用件でああ実はペットを飼いたいなと思って来たんですけどあまり動物のことをわからなくて何かおすすめとかありますかお客様店員という立場でありながらお客様に向かってこのようなことを申し上げるのは大変失礼なことと重々承知しておりますがいいよもうすでに散々失礼だったからペットを飼うということは大切な命を預かるということなんですあまり動物のことがわからないなんていう人にペットを飼う資格なんてありません入り口からやり直してください入り口でいいの同じ過ちを繰り返すことになるよじゃあ生まれた時から博士になれるわそんな 30年も勉強しなくてもいいでしょとりあえずしっかりとした予備知識を持ってご来店いただかないとお客様にペットをお売りすることはできませんできませんできませんセルフエコーあでも分かりました確かにそれはペットを飼うものとしての最低限のルールですよね俺が間違ってました分かればいいんですよさあ好きなのを持ってってくださいダメだろ正論からのサイコパスやめろあきょは飼いたい動物だけ決めさせてもらってまたいろいろと勉強してから改めて買いに来ますそうですかちなみにワンちゃんとネコちゃんだったらどっちの方が飼いやすいんですかワンちゃんネコちゃんえだから犬と猫だったらどっちがうちではちょっと そういった珍しい動物は取り扱っておりません。いやそこら中で飼ってる人いるでしょ。普段目つぶって生活してるんですか？はい実はそうなんです。あ,あいいよ無理やり話合わせなくて。てか犬も猫もいないならこのお店では一体何が売ってるんですか？えー、うちで今人気の動物はネムですね。ネム。それとイコです。うひょいネムとイコ確実に混ざってますよね。何がですか？だから犬と猫が。わかりません。あれほど流暢だった日本語が片言に。どちらも大変買いやすくとってもおすすめですよ。あの実際に見れたりするんですか？あはいドッグアンドキャットコーナーに行けば。やっぱり。

お客様、まもなく女の子が参りますので少々お待ちくださいませあ,あ、はい、ドゥ、わかりました、ドゥ一番テーブルにお客様ご来店ですけど何か何もー、はあ、お給料が出たから思い切って人生初のキャバクラに来てみたけどいきなり一人はまずかったかなでも今から可愛いことお話ができるのかドゥ、ドゥ、ドゥ、よし、余計なことは気にせずに今日はとことん楽しもういらっしゃいませー お,お尻どうなってるの初めましてノリタマと申します独特なネーミングセンスしてますねやだ本名ですよああじゃああなたのご両親今の言葉をそのままお伝えくださいお兄さんキャバクラとかよく来るんですかいや実は今日が初めてでだからすごい緊張してますてえー、そうなんですか全然見えない毎日のように通ってキャバ嬢の言葉に騙されて最終的に婚姻届持ってお店とか来ちゃうタイプに見えるデキン確定偏見が上記を意しているなあはい ごめんなさいお客様に失礼だろって怒られちゃいましたあ,あ別に大丈夫ですよ家帰ってから値段の高い順に家具ぶっ壊していって反省しますいいよ一体その行為に何の意味があるというのでも本当気にしないでください罪なき家具たちもかわいそうだしありがとうございますお兄さんが優しい人でよかった実は私今日が初めての出勤なんですあ,あそうなんですかだから何話していいのかもわからなくて急に無言になっちゃったらすみません全然大丈夫ですよ俺もう初めてだからってまだ何が正しいのかすら分かってないのでお互いに気にせずやっていきましょうじゃあ何も言わずに6万円いただけませんかそれは正しくないと思うよ俺 わる。私お金がなくてキャバ嬢始めたのにドレスとか買ったらいきなり借金生活が始まっちゃっててかそのドレスよく見たらナイキだあ気付きました実はスポーツウェアの袖と首元を切って裾をビヨーンって伸ばしてドレスみたいにしたんですドレス買ってないじゃんそのウェア6円もするんですかおじさんの匂いがこびりついたらすぐ捨てられるように10着ほど同じやつを買いましたドレス2着とファブリーズを買いなさいリセッシュでもあいいよいいよ何でも好きなの買えばいいじゃないじゃあファブリーズにします何だお前あそうだ乾杯まだでしたねお兄さん何飲まれますかえっとこれって1杯ごとにお金とかかかってくるんですかあ 私もこの店のシステムをまだよくわかってなくて、そしたら、じゃあ、最初はなるべくお金かからないやつを飲めりゃ、何でもいいんです。わ <laughs> かりました。うん、一番テーブルのお客様、己の唾飲まれますけど、何か。何も。何にもじゃないよ。この店の掛け声的なやつ、最初から間違いすぎだろう。一回目はこういうものなのかなと思ってスルーしたけど。これ、楽しいですよね。何言っても、周りの人たちが返事をしてくれて、仲間って感じがします。傍から見たら、やばい集団だから、気をつけた方がいいよ。お兄さんも行ってみます。きっと、おしてくれますよ。遠慮しておきます。ところで、お兄さんっておいくつなんですか。えあ、二十八です。のりたまさんは。何歳に見えます。 出たこのやりとりなんかだんだんとキャバクラらしくなってきましたね23ですもっと楽しませてよマックの提供スピード並みにすぐ答え出てきたわあ,あでもお兄さんが初めてのお客様でほんとよかったえ私すごい緊張しやすいタイプで昨日の夜からイメトレとか筋トレとか脳トレとかバカみたいにやっちゃってちょっとバカなんだろうなでも今すごい楽しいですそれはよかった俺も思ってたキャバクラとは少し違ったけど逆に普段通りでいられるからありがたいですさあとりあえずお酒でも飲みましょう うんのりたまさんあれどうしたんですかのりたまさんねえ,え急に無言になった確かにさっき言ってたけどここまで無言になる瞬きすらしてねえねえのりたまさんのりたまさんおいのりたまご飯にかけるぞおいおい ねえもう1時間くぐらい経ちましたけど電池で動いてたんですかおーいお客様、そろそろお時間が今日は本当にありがとうございましたうわ、いきなり喋りだしたそれではお会計なんですが後日怖い人たちがお家の方へ取り立てに参りますえなんで今ここで払いますよやめてくださいこれがうちの店のルールなんです怖い人呼びますよ怖い人の使い方が雑。てかいくらなんですかまさかほ外な値段なんじゃん1800円です安いな延長されますするわけなかろうもうほんとこの店、なんなのなにもーあ返してくれたちょっと楽しい。 えー、この度は大変申し訳ございませんでしたほらお前も謝れすみませんでしたすみませんじゃないだろごめんなさいだごめんなさい色々と間違ってるなこれでなんとか許していただけないでしょうかいやお弁当にお箸が入ってなかっただけなのでドゥ許すも何も別に怒ってないですからドゥドゥダメだ怒りすぎて笑っちゃってる人の話聞いてますかペイペイなんで返事がペイペイなんだよてか一体あなたは誰なんですかえー、私はこのコンビニの家賃とかを払い従業員を雇って店の売り上げなどを管理しているとても偉い人ですオーナーさんですねうちのバイトの田辺君がお客様に対して大変失礼なことをしてしまったとツイッターで知りサイゼリアでミラノ風ドリア してる最中でしたが駆けつけてまいりましたえ田辺君ツイートしたのはいあなたの顔写真付きでそっちの方が問題だよ今度からやめようなあーはいお前絶対にまたやるだろお客様がご購入された肉汁あふれるハンバーグ弁当にお箸を入れ忘れてしまったということは間接的に手でお食べくださいと言っているようなものそれはつまり箸を使うという文化がまだ日本に入ってくる前だいたい3世紀頃の日本人に見えたということを意味しお客様に対して時代遅れのダサダサやろう乾燥させた獣肉でも食ってビーフジャーキーですあっんだビーフジャーキーかって俺 割と好きですって違う違うそれはもうほとんどあなたの意見でしょいやツイッターでこのお箸を入れ忘れた件に関してアンケートを取りましたあんたもツイートしたのかよ今トレンドにコンビニの箸と赤シャツの店舗がランクインしてますバズってるなあとその呼び方やめろところでお客様お弁当は温められましたかあはいさっき買った時にお願いして温めてもらいましたけどそれはよかった肉汁あふれ出なくなっちゃいますからねそう思うのであればなおさら早くお箸をください何なんですかこの無駄な時間は謝罪会見です個人に対してやるものじゃないでしょマイクも必要ないもちろんマイクから出てるケーブルの先はどこ にも繋がっておりません。ですよね。足元にダランってなってますし、あとね。もう振り返らなくても気配でわかるんですけど、俺の後ろに長蛇の列で来てません。横のレジ開けた方がいいと思いますよ。他にバイトの人とかいないんですか？うちには田辺くんしかいないんです。え24時間営業なのにずっとコロコロコミックに求人情報を掲載してるんですが、誰も応募してこなくて、あれ読んでるの？ほとんど小学生とかだからね。今72時間働き続けてます。そりゃあ橋も入れ忘れるわ。オーナーさん、これは田辺君が悪いんじゃなくて、あなたのシフト管理に問題がありますよ。田辺君がかわいだえ。あ,あ、ごめんなさい。私も名前が田辺なので、頭の中がごちゃごちゃになっちゃってでどっちが悪いって。 あんたもタラメなのかーい彼を面接したときに名前が一緒のことで盛り上がって警察沙汰になりました盛り上がりすぎだろ渋谷のハロウィンかとにかく今後一切このようなミスが起こらないようもう一度店のあり方というものを考え直し教育の方もしっかりと行ってまいりますので今日のところはどうかお引き取りいただけないでしょうかだからお箸をくださいそれもらったらすぐに帰りますよ早く販売 の断面が見たいそれではこちらでお切りいたしましょうかいいから箸早くしないと冷めちゃうご心配ありがとうございますでもミラノフードリアは妻にあげてきたので大丈夫ですそっちの心配してねえよなんで箸一本のことでここまで揉めなくちゃいけないのかなお客様箸は二本ないと使えませんよぶっ刺して食べる気ですかお前ら何なんだよああもう田辺のコンビニうんざりだーあーうまいコンビニとコンビニをかけたんですね座布団一枚いやお箸を一膳ください おかしいなドリンクバー一杯目でコーラをしたのにめちゃくちゃ苦い液体出てきた怖いから取り替えに行こう飲んだ瞬間喉終わったかと思ったドゥドゥドゥ,ドゥあ,あ笑ってる場合じゃねえちょっといいかしらえあ,あはい随分前に注文したチーズインハンバーグセットインハンバーグがまだ来てないんだけど何その最終的にデカめのハンバーグ1個だけ来そうなメニューはあとどのくらいかかりそうかしらいやちょっとわからないですねあらあなたよく見たらコップなんか持って兼尿中するわけないでしょこんな色になるかああ次は CC レモン飲もうと思ってたのに随分と威勢がいいことでもそれじゃあダメもっと丁寧な口調で喋らないとお客様に対して失礼よたとそれが バイト初日であってもちょっと何言ってるんだこのおばさんあのまず俺働いてないんですけどボランティアってことなんでそうなるんですかいやねお給料もらって働いてる人もいる中であなたは善意だけで人のために何かをしたいという素敵な志を持ってる青年なのかなと思ってまるで東京オリやめろその名前出すと権利関係の問題とかでいろいろと面倒くさいんだ違くて俺もあなたと同じお客さんなんですよえ私はここの従業員ですけどえへ、ー、わかんないわかんないじゃじゃあなんで俺に聞いてきたんですか今休憩中だからだとしても従業員仲間の顔くらい覚えてるでしょああ無理無理一日で買うなんて全く覚えられない あなたがバイト初日なんじゃないですかいや、今店にいる私以外の全員がバイト初日なの。それ休憩入ってて大丈夫あなた知ってるたとえ個々の能力がマイナスであっても、その一つ一つが合わさればプラスになるの。マイナス足すマイナスは、プラスよマイナスだよかけろよ頭いいわね。もしかして主食は青魚耐えられるかもう味にうるさい人。ただただうるさい人だ。ねえ、それよりまだかしら、私のチーズハンバーグインセットハンバーグイン。もう何に何が入ってるのか全然わかんないな。厨房の子は何やってるの後でみっちり叱ってやらないと。いや、その子も今日が初めてなんですよね。なら作り方とかわからない さっき教えたわよ手取り足取り目隠し恐怖だよなぜ視界を奪った人間はね五感のうち一つでも奪われると残りの感覚が冴えてきて失った感覚を補おうとするのだから何なんですかつまり視界が奪われた状態だと聴覚が普段よりも敏感になって私の説明がより頭に入ってくるってことよ多分トラウマになってると思いますよ明日からもう来ないと思うけどなその子ねえあなたちょっと見てきてくれないえ何をですか台風の日に近所の川の水位をやばいやつじゃんそうそうそ厨房の様子はあなんだそれならいいですよってならないからねクソ騙されなかったか やっぱり頭いいわね。うちで働いてみない。第六感がやめろと言っているので遠慮しておきます。あら、残念。ところで、あなたはそんなところで突っ立って何をしていたの？ああ、そうだ。ドリンクバーですよ。なんかクソ苦い液体出てきたから交換しに行こうと思って。なら道草食ってないで、早く行けばいいじゃない。あ、ハンターが呼び止めたんでしょ。あーら、ごめんなさいね。お詫びとっちゃうんなんだけど、お会計の時に少しだけ値段サービスしてあげるわ。えへへ。いいんですか。今日これだけ新人もいるし、誰かのレジ打ちミスってことにしちゃえば大丈夫でしょ。なんてひどい先輩なんだ。新人っていうのはね、失敗しないと成長しないの。仕事におけるミスって、本当はすごくいいことで、無理やりにでも。 経験させてあげた方がその子のためになるのよそういうものなんですかねそうよだからドリンクバーで押したやつと違う飲み物が出てきても許してあげてねじゃそういうことかおかしいなと思ったんですよコーラをしたらこれ出てきてでもこれ本当に飲み物ですかそれは薄めてないウーロン茶6倍に薄めて飲んで道理で逃げわけだちゃんとしたやり方教えてあげないと新人がかわいそうでしょう。まそれは私のミスなんだけどねやめちまえやめないわよ私この仕事が好きだから一生このファミレスで働き続ける向いてないよああもうこの人もドリンクバーも現役は嫌だ you <laughs> まもなくスタイリストの方参りますので、少々お待ちくださいませ。あ,あ、はい、ありがとうございます。よし、勇気を出しておしゃれな美容室に入ったからには、今日こそ、かっこいい髪型にしてもらうぞデぐ、デぐ、デぐ。お待たせいたしました。あ,あ、よろしくお願いします。お客さん、斬新な服着てますね。いや、これカバーですこのお店のやつですよねあ,あ、なんだ、うちのか。ごめんなさい。今、ソーシャルディスタンスを徹底していて、お客様からなるべく離れるようにと上から言われてるんです。その距離で見えないの視力大丈夫ですか、ええ、え気力だけは誰にも負けません。聴力にも問題がありそうだな。私、本日お客様を担当させていただく、スタイリストの木村拓也と申します。あ,あ、木 いや私はあの薫に鳥取の「るっていう字そして名前は慎むに我が輩の「我」がと書きます香取慎吾じゃねえかえ本当はどっちなの水元マサルです誰だよスマップどこ行った東京にいると思いますけどでしょうねでは早速なんですが今日はどんな感じに強めのパーマーかけていきましょうかいやパーマーもう十分にかかってるので大丈夫なんですけどなんかあの女性にモテる髪型になりたいなとか思っちゃったりしてって <laughs> そんなの無理ですよねできますよえ本当ですか髪型ってドライヤーとワックスでほぼ決まるんですよだから切り方なんて適当で大丈夫なんですあそうだ自分で切ってみます嫌ですよなんで勇気を出して初めて美容室入ったのにセルフカットしなくちゃいけないんです あ奥様美容室は初めてなんですねえー、俺男だよいやそんなわけないじゃないですかだってえー、嘘だろ男今さっき女性にモデル髪型にしてくださいとか話してたじゃないですかそれは同性から好かれる人間こそが真のいい人間みたいなそういう話をしているのかと思いまして違いますよ男ですあとピンクのカバーも女性用なんですよ男性のお客様の場合は普通グレーなので最初に来たあいつも勘違いしてたのかでもなんだかそう言われると自分がものすごくおばさんっぽく見えてきたな大変失礼いたしましたお客様が男性と分かっていればあの面白トークの木村拓哉の部分も橋本環奈に変えていたのに無理あるでしょうあなた橋本環奈ですって自己紹介するんですか千人に 千年だよその程度なら割と見かけるだろそれじゃあ私はカットの準備をさせていただきますねあんたはあそこで待ってればいいさ急にどうした怒りより怖いはあ本当に大丈夫かなでもまあ少なからずこの髪型からおさらばできればおばさんに間違われることもなくなるだろうしせっかく来たんだからあの人を信じてみるかお待たせいたしましたそれじゃあ切っていきますね俺が知ってるハサミじゃないどうかされましたいや何なんですかその庭の手入れするとき用みたいなハサミは庭の手入れするとき用のハサミですうわあ当たってたじゃなくてそんなので切ったら危ないでしょうちの店はソーシャルディスタンスを徹底していますからそんなのマスクつけて普通に切ればいいんだよ恐ろしいわ長時間マスクつけてると耳の後ろ 痛くなっちゃって嫌なんですこっちは耳なくなっちゃうかもなのにどの辺が耳なのかだけ事前に教えてくださいもう冷や汗が止まらないよんあれおかしいななんだかまぶたがやっと聞いてきたようですねえ実はお客様が恐怖で逃げ出さないように先ほどお出ししたコーヒーの中に睡眠薬を仕込んでおいたんですよな、なんだってあれでもコーヒーなんか出されてないえいやこっちがええじゃあなんで眠くなってるのえ知らないですよええ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 ,え お客様お客様無事終わりましたよいかがですかあ,あ、寝ちゃってたうわすごいかっこよくなってるありがとうございますって上についてるやつ何取っ手です取っ手はい精一杯かっこいい髪型にさせていただいたんですけどどうしてもお客様のお顔では女性にモテるというところまでたどり着けなかったので物理的にモテるようにしました何してくれてんだよいらないですとってもお似合いですよダジャレとかいいからその部分だけ切っちゃってください本当にいいんですかモテなくなっちゃいますよあと次来た時もピンクのカバーかけられちゃいますよもうこんな店二度と来ないよじゃあ取っ手つけたままお帰りくださいなんなんだよ 本当にドライアドワックスなんだな。 いやすごいなオートロック付きのターマンかマモルのやついつの間にこんなとこ住めるようになったんだよあタカちゃん待ってたよ早く上がっておいでうん行きたいんだけどさ自動ドア開けてもらわないと中入れないから何言ってるんだよ自動ドアは自動で開くから自動ドアって言うんだろ俺が開けたらそれはもう手動ドアだって <laughs> あのそういうのいいから早く開けてもらえないかな貝は丸聞こえだし普通ここはさらっと行くもんでしょだからそのドア近づいたら勝手に開くってオートロックじゃねえのかよ紛らしいやつ設置するな いいらっしゃいお邪魔します。あっこれ引っ越し祝い陶器でできたおしゃれなビールジョッキ見つけたからえありがとう。一旦バリバリに砕いて暇な時にパズルみたいにして遊ぶわ。うんやっぱり持って帰るね。てかどうよここが俺の新しい家なんだけどいや正直めっちゃびっくりしたこれリビングだけで何畳あるのなんだよ何畳ってえだから畳1枚で1畳だからこの部屋に何枚敷けるのかってことああそういうことか多分だけど4 5 0 0枚はいけるんじゃないもしかして重ねて敷いたあダメなのまあそんなことはどうだっていいじゃんとにかくすげえ広いってこと確かにそうだけどいや本当いい物件見つけたわ。てか守るさ前あった時よ イメージがだいぶ変わったような気がするんだけど。気づいちゃった？実は高校卒業してから年々目が近くなっていて、ついにこの間左右の目が入れ替わったんだよ。そしたら釣り目だったのが垂れ目になってさ、マジで不幸中の幸いだわ。不幸がでかすぎて幸いが霞んで見える。それ早めに眼科行った方がいいぞ。お前が行けよ！眼科だけじゃダメかもしれないから、いろんな科が入った大きめの病院に行け！せっかく親戚に招待してやったのに、いきなりとなることはないだろう。ああごめんごめん。にしてもよくこんないいところ借りられたね。仕事を変えたの？えなで？だって週産で駄菓子屋のバイトしかしてない人には絶対に無理でしょ待て待て、俺の給料は不愛想なんだよ。店の売上の10%が丸々 給料になるってわけますます無理じゃん守が働いてる駄菓子屋で一番高い商品「ねるねるねるね」とかだろバカにするなヤンヤンつけ棒だよどっちでもいいわズバリ聞くけどここ家賃いくらなのえっと8000円だけど8000円桁1つ間違えてたとしてもおかしくないそりゃ800円はさすがに減らすなよ足せここ駅からも近いし下にスーパーとかジムまで入っててしかもオートロック付きでしょオートロック風なあ,あごめんそうだったまあ確かにこの部屋以外の家賃は同じ階でも30万くらいするでもこの部屋だけは正真正銘8000円なんだよそれはつまりどういうことかわかるかえ何ちょっと怖いんだけどヒントは4文字 4文字まさか自己分答えはラッキーだよプラス思考バカかあとちっちゃいっつと棒は反則だろねえここ絶対に自己物件だって待てよいくら羨ましいからってそんなこと言うのはほらこれラップ音じゃないラップ音だよ今完全に聞こえたでしょああこれはタップ音だねタップ音ちょうどこの時間になると上の階の人がタップダンスを始めるんだならもっとリズミカルだろ下手くそか応援してあげたくなるよねプラス思考の上に心優しいバカここガチでヤバイって引っ越した方がいいよなんでだよ仮に今のがラップ音だとしてもそれだけで29万千円の値引きなら超お得だろそうだけどさ 今度は何大家さんの気まぐれ節電かなシェフの気まぐれサラダ的な感じで言うな地球に優しい人なんだろうね。俺も見習わなくちゃ。いいから早く引っ越せよほら、テレビまで勝手についたしかも画面が一番やばい状態なんですけど別に普通だろま、まあ、ここでテレビからサダコでも出てきたら引っ越しを考えてやってもいいけどさ。ドゥッド,ゥッドゥッ出てくるっていうか、見てんだよテレビをしかも相当リラックスしてるそ,そんなバカな話があるか冗談は頭のてっぺんからつま先までだけにしろはい、出ました俺のこと全否定てそこまで言うならお前も振り返って見てみろよ、はい、はい、いなかったけど。いるだろうネットフリックス見てる感じでノイズ画面眺めてる黒髪 ロングがやめろよせっかく見つけたいい物件なのにもうほっといてくれっあついたけど家具全部なくなった家具なんかどうでもいいよあれ全部前の住人が残していったやつだからてか家具ごと幽霊もいなくなったんじゃないいや違うジャンルのやついるなえあれ妹嘘つけとりあえず新しい家具が欲しいからニトリでも行こうかなタカちゃん付き合ってよもうお値段以上はいいけどお家賃以上は恐ろしいはあ 空気が美味しいしたまにはこういった自然豊かな田舎を歩くのも悪くないな。デフデフデフ。よし気合入れてあと5キロ頑張るかっておかしいだろうなぜこんなとい中にメイド喫茶を立てたまあちゃんと調べてこなかった俺も悪いけどさメイド喫茶橋本もこの先5キロ看板のテイストはどう見てもそばやなんだよなとりあえず今さら引き返すわけにもいかないしぶっちゃけ初めてのメイド喫茶でワクワクが止まらないから行ってみるか はあはあはあ、一山越えるなら先に言えよ直線距離の5キロとはわけが違う、はあはあ、いらっしゃいませあ間違えたお帰りくださいませご主人様帰れるか今到着したんですけどごめんなさい久々のお客さんご主人様だったから明らかに普段メイド帳じゃないのがバレバレだこんな人里離れた場所までご帰宅ありがとうございますご帰宅というかこれはもう規制だよねご帰制ありがとうございますあいいよいいよ日本語が分からなくなってくるてかよくこんなところにメイド喫茶立てましたね需要と供給のバランスどうなってるんですかどうしても水が美味しい土地でお店を開きたくてやっぱりここ蕎麦屋なの定年退職した旦那と2人きりで切り盛りしてますだから完全に蕎麦屋じゃんてか旦那さんよく し,まし,たね、しかも定年退職ってことはかなり年上なんですか今24ですそれ定年退職じゃないなとりあえず私に旦那がいることは一旦忘れてもらって今日は楽しんでいってくださいそれでは立ち話もなんですからお席の方へビックラパンゴミがくらずし気持ち悪い。 なんで,で来たのえー、急にさっきまで普通に話してたじゃんは別に今だって普通でしょ早く注文しなさいよちょちょっと待ってツンデレはあれだけどデレツンはなしだと思うよ最初からデレてませんじゃあただのツンだうるさいわねほら何頼むの早く言っていやまず何があるのかすら分からないしメニュー表はあんたメニュー表がないと注文すらできないわけそりゃそうでしょ俺が急にチーズバーガー2つとポテトとか言ったら対応できるのその時はウーバーイーツに頼むわよ来るかこんな山奥じゃあ今回は特別に私が口でメニューを言ってあげるからちゃんと1回で覚えたよねあ,あはいわかりました行くわよ ごめんなさいちょっと思い出せないからメニュー表取ってきますそのキャラで行くなら貫き通せごめんなさいお待たせしましたほらこっから勝手に選んでいやこのくらい覚えろよ水とオムライスしかないんですか何文句でもあるのいやそのオムライスは別にいいとして飲み物が水しかないっていうのはちょっとうちの水はただの水じゃないわよえあそっかメイド喫茶だから愛情とかを注入してくれりゃやただってそっちか最初にも言ったけどここら辺の水は都会の水道水とは比べ物にならないくらい美味しいのしかも私が毎朝汲みに行ってあげてるのよ沼まで沼湧き水とかじゃないんですねとにかくうちにはこれしかないの頼まないなら帰ってちょうだいえー、もう帰っちゃうんですかどうするの一瞬だけで 入ったなじゃじゃあ水とオムライスでしょうがないわね作ってくるからちょっとだけ待ってなさいえ旦那さんが作るんじゃないんですかあの人は今山へ芝刈りに行ってる昔々感がすごい、はああメイド喫茶に来てほっとかれる時間って何なんだよあそうだ帰りのバス調べないとその前にまたあの山越えなくちゃいけないのか早めに見せ出て暗くならないうちに山道を抜けないとこれはマジで危ないぞめんどくさいけど作ってあげたわよえ早っからのえっ、ー、肝レオナルド・ダヴィンチェの夜なぜケチャップで表現した別にいいでしょ初恋の人なんだからヒゲおじいちゃんじゃんあとオムライスのインパクトが強すぎてあうく見逃すとこだったけどこの水の量は誰かが一口飲んだ量 なのよ毎朝水汲みに行ってる沼が水つたまりくらいの大きさしかないからそんなにいっぱいはあげられないのそれはもう水つたまりなんじゃないああもうとにかく冷めないうちに早く食べちゃって分かりましたよさっさと食べてさっさと帰りますえそれ食べたら帰っちゃうのやだ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 もっとお金稼ぎたい本音漏れちゃってるからここまで来るのに時間かかって着いた時にはもう結構いい時間だったから仕方ないじゃんでもあまり遅くなると山道も危険だしじゃあまた来てくれるあ,あうんまた来るよ本当に絶対に来るって約束してくれる約束するからね別に来なくていいし何な,なんだよデルツンデルツンめんどくさいのあんたなんてさっさと帰っちゃえばいいじゃない言われなくても帰りますよ

あ、はあ、タクシーすぐに捕まってよかった。ご乗車ありがとうございます。本日はどちらまでえっと、駅前までお願いします。急ぎですかあ,あ、はい。ちょっと友達と待ち合わせしてるのに寝坊しちゃって。駅前か先輩どうやって行くのが一番早いですかねんーん、そうだな。うわ、誰か乗ってる今の時間帯だと道が混んでるから自転車で行った方が早いんじゃないかやっぱりそうですよね。お客さん、自転車で行ってください。なんでだよわざわざタクシーに乗り込んだ後に自転車に乗り換えて爽快に走り出すやつ見たことありますめっちゃないです。松浦綾くらいめっちゃの使い方強引だな。すみません。こいつまだ教育中で私が横について色々と教えてるんですけど、何か失礼なことがあったらお客さんも遠慮なく�� でもあなたにも問題があると思いますけどねとりあえず出発しちゃうんで席どっちかによってシートベルトつけてもらってもいいですかちょっと待てどうしました先輩お客さん別にそのままの位置で大丈夫ですよえなんでですか顔が見えなくなったら動画的に成り立たなくなっちゃうでしょう自由だなこのアニメよしそれじゃあ周りをよく確認してから車出せはい何度も言ってるが車には四角ってもんがあるからなこれでもかっていうほど確認しろはいね首取れちゃうよストップ先輩確認完了しました了解で今から何するんでしたっけ脳揺れちゃってるじゃん全く思い出せない。そっちはなんで。 え何、キスするのいいから早く出発してくださいあそうだった車出しますところでお前免許持ってるのかえやだな当たり前じゃないですかそうかふう 俺も免許取ろうかな。え先輩免許持ってないんですか持ってたら首から下げてるだろ。そんな個人情報丸見えない奴いるか俺はな、免許を持ってないのに30年間もタクシー会社で働き続けてる、すごいレアな人なんだぞ。え、それ違法ですよねあんた俺のこと騙してたのかよバカ野郎お前誰に向かって口聞いてんだ無免許の怪しいおじさん。その通りだね。俺はあくまでも人を育てることに特化した人間であって自分が運転してきたわけではないサッカーの指導者が現役サッカー選手と同じ動きでプレーできると思うか実際に運転することとその技術を教えるってことは全くの別物なんだよじゃあ先輩、あの標識は何ですかん でしょ俺先輩のこと信じていいのか少し不安になってきましたそれを上回る勢いで不安です安心しろ俺はベテランの指導者だぞお前はただ前を向いて走り続ければいい雨の日も風の日もお客様が安心してすごい可愛い子が手挙げてるいきなりのよそ見後ろの人を下ろしてその可愛い子乗せるかいいですね指導者にも指導者つけた方がいいんじゃない先輩んどうしたこれ今どこ走ってるんですかえお前道分からないで走ってたのはい新人なんでしょうがないなとりあえずまっすぐ走ってればどっかの駅つくだろうお客さん駅って別にどの駅でもいいんですよねダメに決まってるでしょこのまままっすぐ走って一番最初に現れた駅でお客様を降ろすたた 今決まったので行きたい駅があるならそこからは電車でお願いしますお願いしますちょっと二人して何言ってるんですかだってお客さん最初にどこまで行くか聞いた時に行き前までとしか言ってないですよね我々はその指示に従っているだけなんですがそんなの普通最寄り駅のことをだったら最初から最寄り駅までと言ったらよかったんじゃないですかそれは セパにつきました。残念ながらお客さんにはこの駅で降りてもらいます。待ってください。こんな知らない駅で降ろされても誰ここ最寄りの駅だ <laughs> え, <laughs> え <laughs> びっくりしましたが、実はこのタクシーお客様を楽しませるために走らせてるスペシャルタクシーなんですよ。スペシャルタクシーなんだ。本当に道に迷ったのかと思いましたよ。よて、実は僕が新人ってことは嘘で、私が無免許の指導者というのも嘘そうだったんですね。すっかり騙されちゃいました。<laughs> てか2人ともタクシードライバーじゃないですし、この車もタクシーではありません。え、ここ何この？全然嬉しくない。サプライズめちゃくちゃ。 乗るタクシー間違えたそれでは料金の方なんですがまさか法外な値段を請求して払わなければ車から出さないとか言うんじゃお題はタダですえじゃあマジで何のためにやってるんですかやりたい仕事が見つからなくてそれまでの暇つぶしですかねああやっぱり道に迷ってる人たちだった部屋暗いなカーテン開けるかさて今日は晴れてるかなうわ眩しいめちゃくちゃ天気いやあ。え誰泥棒不審者しかも一切動揺してないしあれ面白くもないのに変な笑い出てきた うわなんか言ってる全然聞こえないよだから全然聞こえないって、えー、警察のものです嘘つけ 鍵開けてもらえませんかね絶対に嫌ですよあなたはもしかして私のこと疑ってますそれはもちろん警察の人がベランダから訪ねれてこないでしょしかも会話するためだけにトンカチ出して人んちの窓割るって日本の警察なめてるんですかそれもそうですよねすみません本当はボーイッシュな女子高生ですもっと斬新な嘘ついてきた顧問の先生が厳しくて <laughs> 部活強いとこなのはい地区大会常連校です地区大会はみんな出れるわねえもう本当のこと言ってくださいよこの状況で何言っても確実にバレますってはあ、分かりました本当は怪答です泥棒でしょう怪答 B です何ですか B って美男子の B ですけどあんたが美男子で怪答 B なら俺も 一般人 B だわブサイクの B ですかはい通報しまーすちょちょっと何やってるんですか何って警察に電話してるんですよいや私はまだ何も取ってないですしあなた窓割ってますからねあとベランダに侵入して無表情で家の中見つめてる段階で立派な通報案件だからあれは窓に映った自分の顔を眺めていただけであなたに実害は生じてないでしょうだから窓割ってんだよあそうだったそれはマジでごめんなさい今回私はあなたの家から物を盗み出す過程で3つの大きなミスを犯してしまいましたまず1つ目はねえ何勝手に話し始めてるの話終わったらすぐに帰りますんで帰るなよ今回私が犯した3つのミスまず1つ目は登ってきたはしごを誤って倒し逃げ道 失ったこと二つ目は音を立てずに窓を割る道具を持参してこなかったことそして三つ目は ここに来て何よりも先にかっこいいサインを書いてしまったことですうわダサなんで盗む前に書いたんですかだって盗んだ後にこんなの書いてたら捕まっちゃうでしょじゃあ書かなくていいじゃん私はただあなたと警察にちょっとしたヒントを残してあげたかっただけなんですよ答えまで残して何言ってんだとにかく今回はたまたまミスを犯してしまいましたが私はあなたが思ってるほどマヌケな回答ではありません回答とも思ってないですけどね私には世界各国のありとあらゆる有名な場所で仕事を成功させてきたという実績があります例えばどこですかパリにあるルーブル美術館えあとはフィレンツにあるアカデミア美術館やバチカンシ国にあるバチカン美術館 ニューヨークのメトロポリタン美術館なんかにも行きましたね。本当にそんなとこでやったんですかじゃあ今度お見せしますよ。私が今まで盗んできた数多くのパンフレットをね。ご自由にお取りくださいだなんですかそのサイダーは。あます違います,違います続けてくださいああそうですかあっちが挑発的な態度を取ってきたのでお望みどおり盗んでやりましたよ。まさか本当に取られるとは思ってもいなかったでしょうけどね。思ってるんだよ。山積みになってたでしょもういいですか通報しますああ。ちょっと待って。なにしつこい。あなたは警察になんて説明するんですかああベランダにに不法侵入した男が急ああああ。 までしてましたって本当に被害はそれだけですかねえまあ特に盗まれたものもないですしちっ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 てはっきり口で言った人初めて見たやつはとんでもないものを盗んでいきましたよやつってお前だろあなたが盗まれたものそれはそれは大切な時間ですあすいませんベランダに不審者がいるんですぐに来てくださいもし捕まったら面会に来てね構図的には今と変わらねえな。 はあ久々の歯医者緊張するなでももう大人なんだからしっかりしないと心の声漏れちゃってますよあ今喋っちゃってましたってお恥ずかしいっもしかして怖いんですか夜のお墓えなんでそんな話になってるのどうなんですかほらほら答えてみろよ怖いんだろな,あ,うなあなたが怖いよそれじゃあ口を大きく開けて先生が来るまでお待ちくださいなんなんだあの人あ すみませんお待たせしました今日は痛む歯があると伺っておりますがあまだ口開かなくて大丈夫ですよですよねどの辺の歯が痛むんですかああ多分左の奥歯だと思うんですけどちょっと鏡で見てもよく分からなくてちなみに左っていうのは私から見てですかねそれともあなたから見てですか私から見てですその私っていうのはあなたのことを指してるのかはたまた私が今さっき自分のことを私と言ったその私の部分を私かだから私から見てですよ先生じゃない方の私プライベートの私ってことですかああもう何で伝わらないの今歯の模型を持ってくるので指さして説明してくださいあそっか指させばよかったのかなら別に模型じゃなくて自分の歯をえっとどの歯ですかねど この歯でもない人間のやつはないの。残念ながら、この時代にはまだ人間はいません。その時代じゃなくていいから。あ、はあ、わかりました。もう面倒くさいんで、全部の歯見ていきますね。最初からそうしろよ。うーん、これはいや、待てよ。ええー、やばいな。神経まで。 はい、楽にしてください。先生、どうでしたか歯がありませんでした。あるよちゃんと見てくださいちょっと暗くてよく見えないんですよね。うち自然光だけでやってるんで、今日は日差しが弱いな。自然光うわここだけ屋根ない珍しいでしょう。夜は星も見えるんですよ。いや、夜に歯医者来ることないんで、それはどうでもいいんですけど、なんで屋根つけなかったんですか怖がる子供、落ち着かせたくてね。効果ありますうちの子供がいつも寝るときに天井のシミを見て、お化けお化けって泣きわめくんですよ。それを見て、ピンときました。どっちの問題も解決してないね。とりあえず、ちょっと日が出てくるまで大きく口を開けて待って,てください。だからなんで口を開ける必要が。 すぐ治療できるようにしといた方がいいだろう少しは考えろここで働いてる人カルシウム足りてないそれじゃあちゃんと開けといてくださいね私はおせんべいを食べてきますお前も待機してろよ何なんだここの歯医はあああ プシッ歯医者で溺れてるのかと思った先生 <laughs> 先生どうしましたうわうがい下手くそすぎるでしょうがいじゃないよなんか一瞬だけ雨降ってゲリラ豪雨かこりゃいったな普段雨降った時はどうしてるんですかあの治療してる時に大気するやつありますよねあれを空に向けてセットしてます吸引力やば口の中で使ったら内臓全部持ってかれるわ服びしょ濡れですよね治療をまた今度にしてもいいですよはい後日違う歯医者に行きますあさっきよりも火出てきたし、今ならいけるかもパパッとやっちゃいましょう信用ならないご安心くださいしっかり麻酔もしますし虫歯の治療に関しては日本でも5本の指に入ると言われている人に意外とうまいねと言われたことがあります あなたは入ってないんですねコメント微妙だしそれじゃあ麻酔を打つので腕を出してくださいえ麻酔って歯茎に打つんじゃないんですかいや治療する時に痛かったら手を挙げてくださいって言うんですけど皆さんあまりにも手を挙げる回数が多いんで腕の感覚をなくしてからやるんですサイコパス診断で引っかかる人の思考だ思考を放置しておくと歯石になってしまいますからね注意が必要ですよあんたのその思考を注意してくれる人が必要だよとにかく男だったら強い意志を持ってくださいどんなに痛くても絶対に虫歯を治してやるんだという気持ちがあれば大丈夫です外科医である私にお任せくださいえ外科医なの あ,あ夜のコンビニ行くとつい無駄遣いしちゃうよな今度から目つめて買い物しよううわ落書きだひどいな不審者注意モラルのない奴が正義感をアピールして自分のことを正当化しようとしてるどっちもどっちなのになあ<ー>んあいつ俺に気づいたか逆にこの状況で気づかない人いるなんだ気のせいか気のせいじゃないです いや、すみません。双眼鏡の向きが逆だったみたいで、まさか目の前にいたとは。こっちもまさかこんなすぐに不審者と遭遇するなんて思いませんでしたよ。実はですね、あなたとある女性の関係を週刊文春に載せようと思いまして、本日はその張り込みを行っておりました。え、そういうのって一般人にも来るんですかまあ、今回は相手が悪かったというか。てか、相手なんかいたかな正直に話していただければ悪いようには書きません。私はただ真実が知りたいだけなんです。話していただけますね。変な神貴講さん。ああ、もう今の段階で結構悪いよ。あなた、先日、駅のホームで周りの目も気にせず、女性とイチャイチャしてませんでしたかえ、イチャイチャ いやしてないいないいいいでですすよ俺彼女しいやしやてましたこっちには証拠もあるんですじゃあ見せてくださいよわかりましたこの写真に写ってるのは間違いなくあなたですよねあこれはこの前電車で地下に間違われた時の頬を撫でられて幸せそうだいや頬を殴られて捕まりそうだったんですまさかうちの学校のマドンナ的存在6年2組担任の幸江先生があなたみたいな男と付き合ってるとはえうちの学校ってあなた文春の記者さんじゃないんですかい,いえ私はおはとこ男小学校6年1組担任の佐藤ですじゃあさっき言ってた「週刊文春」っていうのはああ週刊文春じゃなくて週刊文春です 文集を出してるんですよその中に私が書くページがあってそこにあなたのことを書こうと思っていますやめてくださいてかよく習慣で文集出してますね卒業文集だけでいいでしょう。私もそう言ったんですが生徒の中に一人絶対的な権力を持った政治家の子供がいまして逆らえなかったんですなんかそっちの方が文春っぽいな生徒たちはまだ若いので新たな発見や自分が感じたことをみんなに伝えたくてうずうずしていますしかし私は大人だネタに困ったからといって今日の給食が美味しかったようゃダメなんですいや大人だからこそ書くこといっぱいあるでしょうそこで私は思いついた身近な人物のスクープなら生徒たちもきっと興味を持ってくれるそしてその記念 すべき第1回目に選ばれたのが実力幸恵先生のプライベートだったんです教育上よろしくないしかも俺は痴漢に間違われただけで関係ないし本当に付き合ってないんですかはいあれっきり会ってませんあでも今度改めて謝罪に伺いたいからって連絡先は交換しましたけどお断りしなさいえー、急に何いや別にそのあの特に深い意味はもしかしてあなた幸恵先生のことが好きなんじゃないですかえー、何を根拠に私はただただああもう分かりましたよ 愛してるえ今完全に誤解さったじゃんタイミング考えろ最近寝ても覚めてもゆけい先生のことばかり考えてしまって文集に書くことなんてこれっぽっちも浮かんでこないもうどうしたらいいのかなんか偉人の言葉とかおすすめの本を紹介するのはあそうだ聞けよ文集にラブレターを書けばいいんだ間違った方向に進み始めたな書き出しはこう背景この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう横の教室でドン引きしてるわそれ15の自分へ当てて書くときだから言いにく人を好きになってその思いを伝えるこの人間として当たり前のこに文句をつけてくるやつがいたら声を大にして言ってかっこわるのよ かっこ悪くたっていい愛があれば何も怖くないそうだせっかくだからあれも一緒に載せようあれって何ですか今まで撮りためてきた3000枚ほどある幸江先生の写真です完全なる不審者じゃねえかよよし今週の文春は辞書くらいの厚さになるぞ帰ったら早速原稿作りスタートだこの人文春っていうかいつか絶対新聞に載る ただいま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 だい今同じこといや完全にキャベツだいまって言っいましたよね言ってませんけどあれ気のせいまんか自信に満ち溢またポーズになってるしいお嫌いなんだいまあ別に嫌いってわけじゃ実は一緒に来るはずだい友達全員にドタキャンさいちゃってだいま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 だしてていも大丈夫ですよこんなにも大きい海ですまらきっと受け入れてくれまかりまじゃあ思いきり気持ちをぶつけてだいまだしましょうよし。い これを叫んだら私の恋は終わりえ今なんていきますよせーのあー海のバカ野郎あれ今叫びましたはいせーのってあーそういう役割分担だったんですねずるいな俺だけ悪者じゃないですかはーでもスッキリしためっちゃモヤモヤしてますあはははもじゃもじゃー恐ろしく空気が読めない人だなうーん <紫>ああオーラは見なくて大丈夫ですよペプシ派ですコーラに聞こえたのかなもういいやてかそういえばさっき私の恋は終わりみたいなこと言ってませんでしたかああれはずっと引きずってた彼がいてでももう前に進むって決めたんですあの今付き合ってる人とかっているんですかえいやでで彼女は募集中ですでそんなにかっこいいのにやめてくださいよでで会ったその日にこんなこと言ったら変な女と思われちゃうかもしれないんですけど私海岸の砂を家に持ち帰ってはその翌日に戻しに来てます変な女よくよく考えればずっと変な女だな付き合ってくださいあそれに嫌ですよ目的は何なんですか電 伝統どこの地区にそんな伝統芸能があるんだよとっとと衰退してしまえ別れた彼にも全く同じことを言われましたあ,あそれがさっき言ってた人ですねこの海には彼との思い出がたくさん詰まっています二人が出会ったのも告白されて付き合ったのも喧嘩したのも仲直りしたのもそして最後にさよならしたのもすべてあのカフェでしたカフェじゃんネスカフェカフェでもねえな海での思い出は砂の運搬です単独行動じゃないかところで私って綺麗ですか何その唐突な口丈女的質問自分で言うのもあれなんですけど見た目はそこそこいい女だと思うんですよねまあ確かに見た目は あとついさっきあなたにかっこいいって言ったじゃないですか。はい、あれ嘘です。口が裂けても二度とそういう嘘をつくな。中身は素敵ですよ。あはい、ありがとうございます。外見が良くて中身がダメな。私と外見がダメで中身がいい。あなた人間としてどっちが上だと思いますか？外見がダメって。まあ人それぞれいいところ悪いところがあるから、それは正解は私の方が上です喋るな。もうキャベツだろ言ってないよ。てか、やっぱり最初に叫んでたよね。あのお菓子、名前にキャベツが入ってるのに、材料はトウモロコシ味はソース味じゃないですか？だけど、今となっちゃ誰一人そんなこと気にしてない。確かにそう言われてみればそうですけど。つまり？中 中身なんてどうでもいいってことなんですよそんなわけないでしょ株式会社ヤオキンに謝れ彼に謝りたいいや彼じゃなくてキャベツ太郎はね美味しさとか中身にもこだわってきたからこそ長年愛され続けているわけで彼とよりを戻したい聞けよキャベツ太郎が可哀想だろう。可哀想なのは私いやよく考えたら俺何この時間外見否定された後にキャベツ太郎のフォローしてるんだよ何でも受け入れてくれる海みたいで素敵じゃないですかかっこいいですよいや別にそんなまあ海はずっと一人ぼっちですけどねおいああもう海なんて大嫌いだ わゆ夢の国なのにすごいガランとしてるあのゲーセンじゃないとこに置いてある小さめな UFO キャッチャーで奇跡的にチケットが当たったから来てみたけどまんまとだまされたしかも一人ぼっちとぅっとぅっとぅおすげえなもう何も怖くない,くないこのきょくはほんけのゆめのとげで流れているやつではないなうわ人とを隠しきれてないやつ出てきたさっそくあれお客様の匂いがするなどこだどこだ いただからこええよいやこんにちは僕とお互いの右目をかけてポーカーをしないかい何そのぶっ飛んだゲームへのお誘いルールは簡単まずお互いの右目をテーブルの上に置きますもう致命傷じゃないかやるやらないよやるわけがないよチェノリ悪いなあのあなたは一体何者なんですか僕の名前は漢数字の3に「木と書いてミキ「ミキミキと申すなんとか聞こえ方を近づけようとして日本語おかしくなってる夢の国を支配するものだよ随分と攻めてますねあとお腹を壊しやすいよだからハイウエストなのか君ここに来るのは初めてかいあはいこっちの夢の国は初めてですそっか なら今日は特別に僕がいろいろと教えてあげるよいや大丈夫ですちらっと見てもう帰りますから教えてあげるよ本当に大丈夫ですお気持ちだけしっかりと受け取って教えてあげるよだから大丈夫だって言ってるでしょ問題この夢の国に来た人と帰る人では帰る人の人数の方が少なくなってるんだってなぜだえまさかあなたがこの問題の答え込みでいろいろと教えてあげるけど聞くはいぜひ聞かせてください最初からそう言えよちなみに答えはそもそもそんな正確に数を数えてないからでしたなんだそれそれじゃあ他にもいろと教えていくねやり方がせこいんだよなあの教えるってぐっ 具体的に何を教えてくれるんですか？それはもちろん、おすすめのアトラクションとか絶対に見てほしい。パレードとか僕以外のキャラクター情報とかね。どれから聞きたい。じゃあ、おすすめのアトラクションはやっぱり一番人気なのはスパニッシュマウンテンだね。スペイン風の山桜田ファミリアをモチーフにした。建物の中を牛型のマシーンに乗って移動して、最後山のように積まれた。パエリアの中に突っ込むのさ。それ生きて帰ってこれるの？牛がいや。俺が大丈夫。レインコートも売ってるから何が大丈夫なんだよ。あと、写真撮影のサービスもあるよ。あ,あれ、値段が割と高くて結局。 うちはただえただな写真もらえるんですかいや僕の Twitter に画像をあげていくから勝手にダウンロードしてもらうシステムかぎやかだけどねフォロー申請出すの本当に嫌だなね次は何を聞きたいああじゃあパレードでそうだな全部のパレードがおすすめなんだけど1つに絞るとしたらエラクトリクルパレードだねもう訴えられるよ全身にパンの耳をくっつけたダンサーたちがパーク内を練り歩くからすごい数のハトがぶっちゃけ見たいわあでも1つルールがあってパレードが目の前を通る間はひざまずいて頭を下げていなくちゃダメ大名行列じゃんそれやる意味あります 鳥が群がっているところを探して。ああ、今あの辺でパレードやってるんだなって、想像すれば十分に楽しめるよ。マグロ漁なのかな。それじゃあ、最後に僕以外のキャラクターを紹介するね。どんなのがいるんですか？ええと可愛い,いクマのキャラクターとかあいた。こちらがクマのスーさん、そっちのクマかわいい要素ないし、パーク内の清掃を担当してくれてる働き者さん、彼が顔に出ちゃってる。元々 ufo キャッチャーでここのチケットをゲットして遊びに来たんですけど、帰ろうとしたらこいつに捕まってえやだな。そんな言い方したらお客様が怖がっちゃうじゃないか。今私が言ったことは忘れてください。 絶対に無理でしょやっぱり俺帰りますここは現実世界に疲れた人が癒しを求めて訪れる夢の国さあ、君も僕らと一緒に夢を届ける側の人間になろうよははっいやーもう悪い夢なら早く覚めて あ、はあ、そろそろ本格的に彼女欲しいなこれだけ願ってるのにできないってことはもう日本じゃダメなのかな嫌やかったら日本人男性、モテる、海外、笑い方変でもで、検索してみよう The author of this anime is v e r y cool, isn't it? That's right, but a little fun <laughs> ああ、ダメだ、俺英語話せなかったすみません、もしかしてあなた日本人ですかはい、そうですけど本当に私たちアメリカから日本に来て初めて日本人に会いましたえ、どのルートで入国してきたの私、日本について毎日毎日たくさん勉強してますもう日本大好きそれ に付き合わされた結果少し嫌いになったよイメージ悪くなっちゃってるじゃんごめんなさい本当は彼女も日本嫌いじゃないですいや嫌いになったのはあなたのことだよ<え>質問なんですけど私たちの日本語上手ですかあはいすごい上手ですよとっても聞き取りやすいですねえ聞いた上手だってあそれは嬉しいね サンキュー。<Thank> 英語下手だな。実は私、ある漫画を読んで、日本の勉強してます。しかし、もともと知りたいことある。あなたの力を貸してください。それは全然いいですけど、ちなみに何の漫画読んでるんですかこっち亀です。よくタイトル十四文字のうち十一文字が漢字の漫画読もうと思いましたね。こっちとら亀なんか買った覚えね。本当に素晴らしい。あ、違うやつだ。それ日本で売られてます自分で調べろ。急に冷たいな私、どうしても侍に会いたい。侍そう。あと、本物の日本刀も欲しい。えっと、困ったな。侍はもういないんです。日本刀も本物。 なると少し買うのが面倒で、多分無理かと。そんな頑張ってたくさん働いて、やっとここまで来たのに。私はパパのお金で来たよ。お前は少し黙ってろ。あの京都にある映画村とかに行けば雰囲気くらいは味わえると思いますよ。大丈夫です。サムライマーク食べてデラックスにちりんとお土産にします。さ、今日はが可哀想すぎるサムライがダメなら忍者に会えばいいじゃない。だからお前マリーアンドワレットぐらい空気読めないな。そうだ。忍者忍者はどこに行けば会えるの？城城の周りにある？お堀から竹の筒出して呼吸してる。もし今そういう人がいたら。それ は忍者じゃなくて不審者だ忍者も会えないんですよさすがのびのものそう簡単には姿を表せないってことだね日本大好きっていう割には全然日本のこと知らないな私からも質問いいですか待てよまだ僕の質問がまう全部いないよ侍も忍者もお兄ちゃんって優しく呼んでくれる妹も全員可愛くてなぜか自分のことを好きになってくれるいつつごも馬みたいな女の子もいないジャパニーズ文化は全部嘘オーマイガッドね日本を何だと思ってるのそれでは質問しますあ、はい日本人はなぜはっきりとも いきなり真面目なやつきた笑ってごまかしていればいつか全てが解決するんですか理不尽な状況に直面しても耐え抜くことがこの国ではかっこいいとされているんですかいや別にそういうわけではそのうち溜め込んできた感情が爆発してしまい自分で自分をコントロールできなくなるのが目に見えていますそう街を破壊してあれるゴゼラみたいにねめっちゃうまいこと言うや急にすごいネイティブな発音しかも関西弁ネイティブそこ聞き返すなよとりあえずそんなはっきりとものを言えない日本人のあなたに お願いがあります今晩泊めてください嫌だよちゃんと断れるわ日本人舐めるなそんなこと言わずにカメの餌やりとかも私やりますこっちとらカメなんか勝った覚えねえ私たち本当に日本大好きでいやもうお願いだから帰ってー いやーすごい人だなはぐれないようにしっかり手握ってろよお前ただでさえ可愛いのに浴衣姿なんかで迷子になったら変な男にナンパされまくっちゃうからなお前は俺だけのものだぜ誰にも渡さねえよし来年こそは彼女作って絶対にこのセリフ言うぞあ向こうに空いてる出店がある行ってみよう。 いいらっしゃいうわ社会科の先生みたいな格好したやつがおめえ屋の歴史を覆すような商売してる買う気がねえなら帰ってくれしかも強気これお祭りで売っちゃって大丈夫なやつですか子供泣きません泣くわけないだろうむしろちょっとだけ笑う脳が恐ろしさを処理しきれない時に出ちゃうやつだあれん俺今日の朝何食べたっけ思考の横入りエグいなちょっと待ってもうくるぶしまで来てるそれ今日中に思い出しますあっとお味噌汁と漬物と,漬物とあと1個はえーとご飯じゃないですかパンダ食生活気持ち悪いあ,ありがとなお兄ちゃんのおかげですっきりしたよまあ気が済むまでゆっくりしていきなはい俺の夏祭り 終わり俺はなもう何年もこの祭りで屋台を出し続けてるよく毎年許可下りてますね運営側にお金でも渡してるんですかバカなこと言うなよ当たり前だろああ渡してるんだここに並んでるお面は一つ一つが職人の手作りでキーケ削って色塗ってあとはまあそんくらいだけど800円なんかで売っても全然儲からねえじゃあやめればいいのにそこまでして俺がこの商売を続けている理由がお兄ちゃんにはわかるかえっとなんかそのお面を作ってる人 1> 1自分の顔が好きだから選択肢あるのかよ2魔除け的な効果で世界平和を夢見ているから3あれは俺がまだお兄ちゃんと同い年ぐらいの頃だったかな あれ答え3番ぽいなあの頃俺には好きな人がいた幸チさんって言ってなえらくべっぴんさんだった答えは3でい,いいから最後まで聞け俺は幸チさんに猛アプローチをかけてそしてなんとか付き合うことができたんだでもその後何年経ってもなかなかプロポーズができなかった LINE で文字を打ってはえこれ割と近年の話だから黙って聞けよああごめんなさいまあプロポーズは直接した方がいいってことに気づいた俺はある時幸チさんを夏祭りに誘ったんだそこで気持ちを伝えようと思ったその夏祭りっていうのはそう毎年ここで行われているこの夏祭りだ でもな幸代さんはいくら待っても来なかったそんなそれから俺は毎年毎年この夏祭りに来ては幸代さんのことを待ち続けているでも年々人が多くなっていってなこれだともし幸代さんが来てくれても俺のことを見つけられないだろだからこのお面を少しでも多くの人に買ってもらって俺が夏祭り会場でお面を売っているということを幸代さんに伝えたいからさあどれああそういえばこれ選択肢だった <laughs> でも今の話すごい感動しました幸代さんに早く会えるといいですね答えは3でブー正解は1番の自分の顔が好きだからですえ サチュさんの話何だったんだよあまりにも暇でさっき作ったもう潰れてしまえそのつもりだよえこの店も今日でおしまいだどういうことですか今時お面なんか売ってても誰一人食いつかねえからな種類によると思いますけどねこのボタンを押したら全てがおしまいまたどこかで会えるといいなえちょっと早まらないでくださいよ何する気ですかありがとうよ兄ちゃんいやちょっと待ってポチッ 今日から光るお面屋さんですなんじゃそりゃやっぱり時代の波に乗っていかないとな兄ちゃんもそんな時代遅れの顔してちゃいつまでたっても彼女なんかできねえぞいやもうどのつら下げて言ってんのはぁ、あはあ、荷物重いなこんなことなら自転車で買い物くればよかった俺今日自転車で来たじゃん嘘だろ何このゾっとする話もういいや戻るの面倒だからこのまま歩いて帰ろう いやー大変だったけどもうすぐ家だ。自転車は明日取りに行くか。いて。え？あめどこ見て歩いてんだよ。いやそれぶつかる前に行っちゃって大丈夫？まだ触れてすらいないけど。やべえ。首の骨折れたっぽい。首はポイじゃ済まない。手か顔。めちゃくちゃ怖いな。とにかく医者料をよこせ。医者にゃ。2億円。あのさ、君たちは中学生かな。まあそういう年頃なのはわかるけど、あまり悪いことばっかりしてると将来きっと後悔するよ。俺は一生ヤンキーやってくから余計なお世なんだよ。大人になんでなんてたまるかしすみません今生年何年ですか？あれ一人だけ語尾普通だ。おめえや、俺たちに設計するってことは体操立派なお。 お方なんだろうね。そうだ、そうだ。ダイソーは全部百円だから立派。二百円商品はレジで焦るからやめる。なにこれ今、今ダイソーの話してるのそれとも俺の話?。おめだよ。あ,あ、俺はまあ全然立派じゃない普通の大人だけど、君たちよりは長く生きてるから、人生の先輩としてアドバイスをしているというか。だよ普通かよ。一般ピーポーがしゃしゃり出てんじゃねえぞ。普通の生活を送る難しさはすごいわかります。ねえ、え後ろの君、中身大人でしょう。いやいや、で、すいません。今、西暦何年ですか西暦をそんなに気にするヤンキーいないもん。西暦って何?。起立。注目。ね。着席,あこれ着席だ。わ、学校行ってた頃、マジで懐かしい。 周りこんなレベルだけどいいの俺はその、なんていうか、あの、おい、普通の大人。こいつは俺のダチなんだよ。文句あんならこいつに言えああ、だから今言ってる最中。最中と書いてなんて読むんだっけようかモナかなマナかな俺中身大人です。こいつらとは違います。ついに恥ずかしくなったえマジで中身大人なのそうだよ。久しぶりだな、吉明うわ、なんか変な感じする。あと俺、まさきちゃんと名前覚えておいてやれよ。後ろにいるやつ名前なんだっけお前が覚えてないのおかしいだろ。俺、何歳に見えますいや、見た目は中学生にしか見えないけど。そうですよね。今、84です。結構なおじいちゃんじゃん ごめんななさいなんかタメ口使っちゃっててわしは別に構わんよああしゃべり方だけ84歳になったわしはなつい最近東京リベンジャーズというものを初めて見たんじゃ DVD でおそう84歳ってことは70年後とかでしょてかまだ DVD 見れんだそれでなわしにもヤンキーだった時代があったことを思い出してここへ戻ってきた未来を変えたいとかいう目的は一切ない未来すごいなもうリベンジャーズというかアベンジャーズ寄りの世界だっていうか未来変えちゃうとタイムパトロールに捕まるからドラえもんも少し入ってるタイムパトロール怖いよねあ俺実は今82俺は75えー の人たち全員中身おじいちゃんなのにしては前の2人ヤンキーのままだなうるせえ俺は一生ヤンキーやってくってさっき言っただろー大人なんかになってじゃなっけーああ思い出してきたぞわしの青春まさに東京リベンジャーズそのものじゃ全然違うよもう一回ちゃんと見ろところであんたはもし過去をやり直せるとしたらどこに戻るえまあ戻れるとするならさっきスーパーに自転車で行ったのに間違えて歩いて帰ってきちゃったんでお店を出た瞬間に戻りたいですかねそのくらいしかないです何だあんたも立派なヤンキーじゃないかえどういうことですかだからあんた とは何で来たんだよ自転車で言い方を変えてえっとチャリで来たほらレジェンドじゃんマジかっけいや俺はヤンキーじゃないはあお腹すいたな今日は久しぶりに外でご飯食べるかんなんだこのトラックは宣伝カーかなうわぁビックリドンキーとヴィレッジヴァンガードの社長がタックくんで出来上がったみたいなラーメン屋があるってふってふてふ斬新なメニューとかありそうだしすごい気になるからここにしよう 中は意外と普通だなすみません、メニュー表ってありますか あれすみませんメニュー表ください帰ってくれえー、いきなりそんなにメニュー表が見たけりゃいろんなもんに手出してとにかく客を入れることしか考えてない他のラーメン屋に行けいやそういう店の本家本元みたいな外観してるじゃん中国の人形の横に西洋の甲冑ち置いてあったしうちにはラーメンしかないぞそれでもいいなら作ってやる何だろうなこの気持ちああ汚い女の子を変身させるゲームかと思ってアプリをダウンロードしたら結局パズルゲームだった時の感覚と一緒だおいごちゃごちゃ言ってないで早く決めろああじゃあせっかくなんでラーメン一つお願いしますはいよでどうすんのどうすんのだからまずスープは味噌��塩醤油豚骨あと麺 のさ油の量トッピングはは何何のせんののんチャーーシュー何枚ネギの切り方はもうメニュー表作ればいいじゃん普通にバリエーション豊かお味噌汁は豚汁に変えられますけどいや変えないてかいらない汁持てあますだろさっきから文句ばっかり言いやがってこれだから今どきの若いもんは俺がおじいちゃんだったらとっくに気絶してると思いますけどねうるせえおじいちゃんはラーメンなんか食わねえよ食うよじゃあなんで毎回注文しないで黙ってんだだから気絶してるんだってあそういうことかあのもうちょっとよく分かんなくなっちゃったんで味とかトッピングは店長さんにお任せします店長まあいいけど今日休みだから電話出るか分かんねえぞえあなた店長じゃない いいんですかバイトだよ店もあんたも見た目ややこしいな俺のおすすめでもいいならすぐ作れるけどどうするじゃあそれではいよやっぱりラーメン本来の味を楽しめにはお湯で食べるのが一番だよなストップ一旦待って何お湯はダメでしょうなんで麺の甘みを感じるにはお湯で食べるのが一番スープのうまみなのよ麺類の中でもラーメンは特にそれつぶってるやつが無理して美味しいって言ってる食べ方じゃんスープなんて色と香りが違うだけで味はどれも一緒だろう違うよかき氷かあーもういいとにかくお湯でラーメン食べるのが嫌だったらさっさとスープ選べえっと醤油いや味噌にしますアいオ味噌はスープ あの一番右側だから麺が来たら自分で好きな量を注ぎに行ってえセルフなの斬新じゃあなんで事前に種類聞いたんだという多少の疑問が残るけど外観のイメージには近づいてきてますちなみにうちの麺はバジルを練り込んであるからまみどりだよああもう近い外観見た時にまみどりの麺とか出てきそうだなって思ってたもんチャーシューはイノシシの肉そういうことですよさすがあれだけ奇抜な外観にしてるだけあるもっともっとなんかくださいえっとじゃあ店長が休みの日に大事な丼をドーンあれイメージ超えちゃったな実は前職が海賊で今着てる服も当時使ってたものなんだよ何そのカミングアウト まあ見た目の違和感はゼロだけどどうして俺が海賊からラーメン屋に転職したのかというとあれはまだ地球に恐竜がいた頃だったかなそんな2億年前から始まるエピソードトークあるもう海賊の話はいいんで早く麺茹でてくださいあんたが店に入ってくる前からちゃんと茹でてるよデロンデロンじゃんしかもまみどりなんでしょ俺今からスライム食べるのかなまあそれでな恐竜が絶滅した頃にやっと俺が生まれたんだけどよあ違うまだ,だその話終わるまでに何年かかんだよあーもう麺も話もこれ以上伸びないでー ああ、癒されるな。広い浴槽、ひとり占め。昼間っから銭湯、最高だぜっあ人いた。あ、はあ、癒されるな。広い浴槽、ひとり占め。昼間っから銭湯、最高だぜを、守備表示で場に伏せてターン、エンド。次はあんたの番だよ。え、なにこれ知らぬ間に遊戯王始まってんのなんだ遊戯王って。ああ、いや、知らないなら別に大丈夫です。次回、ジョ内ノウチ、シス、デュエル、スタンバイ。やっぱり遊戯王じゃねえか。あんた、見ない顔だね。初めてかいあ,あ、あはい。前から気になってはいたんですけど、今日初めて来ました。そうか、俺はもう ああ珍しいタイプの常連さんですね。歩道に凸凹ココが少ない。なるほど。俺にはちょっとよくわかんないです。お家はこの辺なんですかうん、車で5分ぐらい。歩道関係ねえじゃねえか。まあ、この銭湯にはいろんなルールがあるから、今日はあんたに1から教えてやるよ。ああ、ありがとうございます。それじゃあ、この銭湯のルール、その2。1>, 1は、浴槽に潜らない。いきなり破ってんじゃん。浴槽に潜ると間違えてその上に人が座っちゃった時に、あれこの銭湯、やけに湯が浅いなあってなるだろならないよ。ケツの神経どうなってんだあとは、そのくらいかな。え、他にはないんですかうーん、ま、しって言うなら、 爆破させないシータな何そのファンキーなルール銭湯は日頃溜め込んだ疲れを癒す場所だからあんまり細かいルールがあってもダメなんだよじゃあ潜るのも許せばいいのにところであんたは見たところまだ若そうだけど俺の半分くらいの年齢なんじゃないか今28ですおお赤いなその年で銭湯の良さを知っちゃうともうボディーシートには戻れねえぞいやボディーシートで済ませてないですよギャッツビーのやつとか年中使ってるんだろうスースーがものすごくて冬使ったらシスー俺は銭湯がある国に生まれて本当に良かった幸せだよなまあ湯船に浸かる文化って世界的に見ても珍しいみたいですから、ね こうやって大きな風呂に入って目をつむってると毎回思うんだああまぶたがなかったら目カピカピになっちゃうなって風呂関係ないじゃんあんたも今日ここに来てよかっただろまあ素直に「はい」とは言えないですけどあでも富士山の絵は思ってたよりも迫力があって感動しました富士山の絵を描く人の絵なん うわ色ねってる人まで絵に含まれてるまさにアートいやアウトだよなんか改装中に間違って入ってきちゃった感あるわこの絵の作者は多分バンクシーだろうな絶対に違うと思いますよあそうだ銭湯は上がった後にも楽しみがあるって知ってたか上がった後にもなんだ知らねえのかよ湯船に浸かってると汗かくだろ汗かくと人間はどうなるえっと喉が渇くピンポンあれ今誰か来た自分で言ったんでしょあ,あもう一人の俺か多重人格なの、うん、まあそれで喉が渇いた時に絶対に飲んでほしいのがキンキンに冷えたコーヒー牛乳あああの腰に手当て,て飲むやつですよね そそうそうラジオとかで見たことあるだろラジオではないですけどあれがほんと最高だから今日は特別に俺がおごってやるよいや悪いですよいいから若いもんが遠慮するなってほらそれもうホットじゃない間違って先に買っちゃったやつ何でわざわざ温めたんだよ風呂上がりのホテって体で一番飲みたくないものランキング第1位だわならギャッツビーのボディーシートで一旦体拭くっていうのはどうだろうか飲めるかもしれないいつもはこの時間俺しか客がいないから寂しかったんだけど今日はあんたと一緒に風呂に入れて楽しかったわまた気が向いたら来てくれるかいあ,あはい俺もなんだかんだ言って楽しかったですあの こういううういいいいののを裸の付き合いってて言うんですよねいや俺ジーンズ履いてるから違うな、えー、あとさっき言い忘れたけどこの銭湯のルールその1は湯船から上がるときに必ず1000数えるだから早く数え始めた方がいいぞ俺はずっと心の中で数えてたからもう出るわいやそんな123456789111ああもう1000遠い はあ、最近腹回りの肉が気になってきたからな今日からこのジムに通って理想の体を手に入れるぞお待たせしましたあよろしくお願いします嘘めちゃくちゃかっこいいえそんなおせちとかやめてください本当ですってあれだけ辛いメニューを組んだのに1ヶ月間よく頑張りましたね入会した時と比べたらまるで別人みたいですよ別人です俺今日が初日なんですけどなんてひどい体してるんですかえそんな急に対応変わるダイエットを成功させたものとそうでないものではかなりの差が生まれますから対応が違うのは当たり前かとじゃあ間違えるなよとりあえず今日はこのジムについていろいろと説明をしていくので明日から始まる 地獄の日々を想像しながら堕落した生活に別れを告げる準備でもしておけ、なんだ。この人、また、あ、変な人に当たっちゃった。あ、そうだ。ジムの説明をする前に一個だけ聞いておきたかったんですけど、なんか目標とかってありますか？目標えっと腹筋を割りたいですかね。生きて帰るじゃなくて大丈夫ですかえ。帰れないパターンあるの？ごく稀に。あじゃあ腹筋が割れた状態で生きて帰るを目標にします。わかりました。それじゃあ説明していきますね。ちゃんと聞いておこう。今、私たちがいる部屋は主にマシンを使って体を鍛える部屋になります。あと、職員がお昼を食べるのも大体ここですえ、他になかったの常に。 を監視して痩せたいという気持ちを維持させることが我々の役目ですから途切れるよ痩せたいと食べたいは常に隣り合わせなんですからねちなみにこういったマシンを過去に使った経験はありますかないです一度もですかはいあの電気屋さんに置いてあるランニングマシンにふざけて乗ってみたけど結局電源が入ってなくてあなんだ動かねえのかよみたいな独り言を発した後に静かに降りた経験もですかだからないですってじゃあまた電気屋さんなんですけど電気屋さん好きだなマッサージチェアに座ってなんか適当にボタンを押してたら奇跡的に動き始めてでも止めるボタンがわかかららないから最終的にその 動いた状態のまま、その場を離れてしまったという経験はもう筋トレマシーン関係ないじゃん。まあ、間違った使い方をすると危険なので、ちゃんと調べてから使用してください。ちなみに全てのネジが緩くなってます。閉めろよ。正しく使っても危険じゃねえか。確かに今日から使用禁止にしますね。受け入れるべきポイントはそこじゃない。えっと。次はプールの説明をプールもあるんですか？もちろんです。場所なんですけど、まずこの部屋を出て廊下を突き当たりまで行くと、そこに今は使ってない。空き部屋があるので来た道を戻ってください。その動きいる。あと、そこで飯食えよ。戻ってきてもらうと左手側にエレベーターがあるので、それに。 って階まで降りていただいて、受付の横にある館内マップで後を確認しておいてください。ああ、今教えてくれないんですね。ちなみにプールって何メートルあるんですか？25五メートルです。へえ、結構ちゃんとしてるじゃないですか。水深が。怖。え、幅は？直径1メートルの円形になってます。もう井戸じゃん。飲めます。だから井戸じゃん。なんか出ます。いや、もう完璧井戸だね。横にアイスの自販機置いてます。あ、プールだ。あとはミニシアター、ビリヤード場、マッサージルームに簡易宿泊施設、パーティーができる会場なんかもありますけど、これらは社員専用となっておりまして、お客様はご利用できません。ここグーグル本社なの？そうです。 yeah ん何ですかこの音あこれは1時間ごとになるやつでトレーニングの目安などに使ってください世の中にある音の中で一番使っちゃダメな音でしょポテト食べたくなっちゃうそれでしたら3階にあるお客様専用の食堂の方で24時間揚げたてが食べられますけどえこのジム食堂ついてるのはい他のお客様からのご要望にお答えしてだから受け入れるべきポイントを専属の栄養士が何も考えずに油で揚げております考えさせろよちなみにこれやってるジムは他にないと思うんですけどうちプロテインが飲み放題なんですよえそれはすごいお得じゃないですかありがとうございますまあ中身マックシェイクなんですけどねもう何この それでは早速腹筋を鍛えるマシンの方へご案内いたしますいやもう精神力を鍛えるマシンへご案内してーそれでしたらこちらにあるのかよ精神2 5ル移動じゃん 皆さんこんにちは今日は我が動物園探検ツアーにご参加いただきありがとうございますみんなは動物が好きかな好きですそれはよかった私の話をよく聞いて動物についてたくさんお勉強していってくださいはーいちなみに君が来なかったらこの時間は休憩してお昼ご飯を食べるつもりだったよなんできたのごめんなさいあともう俺しかいないんでその話し方やめてもらえませんかほんとになんできたのよいや商店街のふくきでたらけんが当たったからうちもともと入園料ただけどくそうだからあの時俺だけ喜んで変な空気になってたのかどうする探検ツアーやめるいやせっかく来たし見ます、はあ、はいじゃあここキリン首が長い から肩こりそうだね他に何か質問ありますかえ何いつもそんな感じなの今日だけ特別サービスみたいに言うな私が色々と説明したところで所詮言葉なんて記憶には残らないしせっかく目の前に本物のキリンがいるんだから目で見て学ばないと足しか見えないのよ全体を見せようとする気がまるでない檻りの作り元々は像を入れようとしてたからねだとしてもちょっと待ってたら顔出してくれると思うんだけどな本当ですかこいつは人間が好きで近寄ってくるんだよあ本当だ顔見えましたどうだすごい迫力だろうはいやっぱりこうやって見ると首の長さに興奮し首長えこの中にキリン2頭います ?1 頭しかいないけど 今ありえない方向から首出てきましたよおいおいいくらなんでもテンション上がりすぎだろ喜んでもらえてよかったいや一度自分の目で確かめた方がおじさんはこっちのキリンよりビールの方が好きなんだよあ,あキリンビールですかってってってあさひかないねよしじゃあ次行こううちは子供が飽きないように動物の名前がしりとりになるように並んでるんだうから始まる動物なんていたかなじゃあ1個前の文字を取ってり自由ですね はいここはリスの檻です檻のサイズミニマリストの部屋みたいになってんじゃん元々は象を入れようとしてたからねもう動物園作ろうとしてたのいや普通に動物園だけどああリスはな頬に食べ物を貯めるための袋がついてるんだよあ知ってます頬が膨らんでるリスは可愛いですよねんあの全然可愛くないですよまあリスって言ってもネズミの仲間だからあんたがだよ<ん>しつこいな次行きましょう次は明日から始まる動物だよもうしりとりはいいよ えここはスマウマの檻ですシマウマなんで急に生まったてか島ないじゃんあるよちょうど檻と島が重なってそう見えてるだけえシマウマってそんな綺麗な縦縞でしたっけどうだったかな本物を見たことがないからなんともじゃあここにいるこいつは何白熊離れたよせめて白馬にしろ白馬なあこの人絶対に友達いないもうなんでもいいじゃん動物は可愛いそれだけで十分次は魔から始まるライオンだよ自分が言ってる言葉に違和感を感じない人なのかな はい、ここはマーライオンの檻です。まあ、いらない、ライオン暴動夫、それはまあ、いるよ。あと、ここだけ檻の隙間広くないですかまさか、ここにもゾウを入れようとしてたんじゃ。ここは最初からライオンだよ。設計ミスだな。うんう、ゼリスだなはい、というわけで、残念ながら以上で動物探検ツアーは終了となります。え、もう終わりライオンで名前の最後にんがついちゃったしね。キリンの時はルールが無視してただろう。え、今日学んだことは、お家に帰ったら必ず、後藤さんと小川さんに話してあげてください。<え>いきなり出てきた、そいつら誰ってか何も学んでないんですけど。学んだだろう。何をですかただほど高いものはない。さて、 ライオンに餌でもやるかいやちょっとそれってまさか俺がライオンの餌5000円だよ高っ色々と説明してあげたんだからもちろん買ってくれるよねもう何この人めちゃくちゃズーズーしい <music> うーうん本当にこのビルで合ってるのかなさっきから案内は出てるんだけど矢印の方向が定まってないのよもういいやとりあえずこっち行ってみよう ああよかったやっと受付についたスロット好きなんにト,トリック・オア・トリートでしょただのクソニートじゃねえかようこそハロウィンパーティーへ君の名はあ,あいきなりの今こ誠えっ、ー、と理想ので結構です理想のそう本当はこういう名前になりたかったみたいなのあるでしょあと理想の出身地も一緒にお願いします本名でよくないですか今宵はハロウィンパーティーせっかく仮装して集まってるわけですから普段の生活を忘れて楽しまないとさあ早くあなたの理想をええー、え城之内翼六本木生まれですてっててちょっと無理ありますかねはあなんだお前もっと現実を見なさい,いやあなたが言わせたんでしょじゃあ 私があなたにぴったりのお名前をうんーそうだなモちキンくんそれもおでんくんじゃん出身地は M78 星雲でウルトラの母に育てられた覚えないんですけどちなみに私の名前は野田俊彦生まれは山梨ですずるくないですか俺だけ非現実的なの嫌ですよあくまでも仮装ですからやかましいわそれでは本日のパーティーについて説明していきますあーはいまずある程度人数が揃いましたら全員で渋谷のど真ん中に移動しますやだバカみたいじゃんでは山奥の廃墟にしましょうそれも嫌だな参加者と例の見分けつかなそうだしじゃあどこなら納得してもらえるんですかここよこ,こ ここでいいでしょうそんな、せっかく集まってもらったのにバラバラになるなんていや、ここじゃなくて、こここのビルああ、それなら、せっかく借りた部屋も無駄にならないですね。借りてるなら移動させようとするな。まあ、厳密に言うと、去年借りて、そのまま借りパクした部屋なんですけど、部屋の借りパクとかあるの鍵返せって言われても無視してたら、何も言われなくなりました。それ絶対延滞量みたいなやつかかってるよ。延滞量が、円大量なんちゃって、この人ダジャレが好きなんだな。温泉も好きです。なんでいきなりユニーク好き。不思議とユニークさが全く感じられない。えー、参加費2万円です。無料って書いてあったでしょ感情で 感情をかけて,かけてないよところでずっと気になっていたんですがそれは何の仮装ですかあこれは返り血を浴びてシャツが真っ赤に染まった人の仮装ですさてはあなたサイコパスですね違いますよなぜか家のクローゼットに赤色のシャツしかなくてあなたはなぜ吸血鬼の仮装ああこれはただの吸血鬼じゃなくてハロウィンパーティーの受付の人がしてそうな吸血鬼の仮装ですごめんなさい具体的な説明なのに全然理解できないあと受付の人が受付の人の仮装したらそれはもうただの受付の人なんじゃないですかここは受付じゃないですけどえだって机に受付ってこの机込みでの仮装です本当の受付 つけはもっと先えー、なんでそんな巻き出しいことを。それは騙されている人を見るとすごく楽しいから、あ,あんたの方がサイコパスじゃないか。もう20年ほど同じことをしています。割と日本でハロウィンが盛り上がってきた頃から、さーてもうパーティーには間に合いませんね。どうしますか？帰ります。いや、そこまでの時間は経ってないし、まだ全然間に合いますよ。果たしてそうでしょうか。え、おでんは熱々に限るし、あなたがこの星にいられるタイムリミットは3分です。いや、それ m78 戦生まれの餅巾着くんだったらでしょう。こんな単純な罠に引っかかる人にハロウィンを楽しむ資格などない割と手が込んでる。悪質ないたずらだよ。しかも。あの子 言葉を知っておきながらあの言葉あなたは最初に自分で言ってたでしょなんか言ったかなトラップ野田としいやトリックオアトリートお菓子をくれないといたずらしちゃうぞって意味なんて理不尽なあ,あんたがだよよーし来年もここで偽の受付を開いていろんな人を騙すぞもういい加減秋を感じろ秋だけにねうるさい えー、それではただいまより企画会議の方を始めさせていただきますちょちょっと待ってください急に呼び出されて何のことか全くわからないんですけどあなたのグッズについてですよ俺のグッズはいこのドゥフアニメの知名度がまあまあ上がってきたのでグッズを作ることが決定しましたそれで主人公であるあなたにお話をいや世界観どうなってるんだよアニメキャラにアニメキャラと自覚させちゃまずいでしょ口しか動いてないのにアニメって言えるんですかお互い様だろとりあえず今日は思ったことをバンバン言っちゃってください全ての決定権はこのアニメの主人公であるあなたにありますからいやまあドゥ,ドゥ,ドゥ悪い気はしないですねじゃあまず グッズを制作するにあたっての問題点から主人公に花がない悪い気しかしないあなた普通すぎるんですよもっと鬼滅の刃感とか出せません出せるか出せたとしても出すかあそうだドゥフアニメの第1話で炭治郎みたいな柄のシャツ着てましたよねあれ売りましょうそれはもう鬼滅の刃グッズなのよ鬼退治 T シャツみたいな名前で名前の逃げ方が本業の人じゃんじゃあ実用性があるものなんかはどうですかそれはいいですね普段の生活の中で一番使うものといったら輪ゴムだから輪ゴムかなあ えだからカレイ…あ違うひらめいただえその部分いちいち魚を想像してから当てはめて発言してるのもうそんなのどうだっていいじゃないですかとにかくひらめいたんですよ輪ゴムを使った最高のグッズがたぶん世界初だよ、オリジナルグッズで輪ゴム出すのまず真っ黒い輪ゴムを用意します真っ黒はいそれを大量に袋に詰めてタカちゃんの抜け毛っていうグッズはどうでしょうか気持ち悪い排水口の掃除した後のやつそのまんまじゃん当たりの商品には本物の髪の毛入りクレームくるわ絶対だめだろじゃちゃもう1個ありますてか何でこいつずっと腕組んでるんだろうな普段の生活の中でい番使うものと言ったらやっぱり輪ゴムじゃ いやまずその段階で間違ってると思います私に意見しないでください主人公の決定権先ほどは真っ黒の輪ゴムだけで気持ち悪いグッズになってしまいましたがそこに緑色の輪ゴムを足すっていうのはどうでしょうか緑色そう名付けて鬼退治輪ゴムだから鬼滅の刃グッズしかも半径ギリギリパチモンの方炭治郎カラーで人気出ると思いますが俺たかちゃんなん、はあ、何で納得いってないんだよ残念ながらもうアイディアは全て出し尽くしました持ち寄ったアイディアはゼロだったけどねあの真剣に考えてくれたんですかええ割と CM が多かったのでその間は集中して <laughs> 完全にテレビで無限 喋り見ながらじゃん。今日あなたと話す前にもグッズ担当のスタッフで何回も集まって会議を重ねてきました。決して手を抜いていたわけではありませんし、私たちは常に本気なんです。ああわかりました。ちなみに他のスタッフの方からはどんなアイディアが出たんですか？いや大体のスタッフがドゥフアニメ自体を知りませんでした。おいせめて見てから集まれ。てかグッズ作っちゃって大丈夫？もちろんです。最初にも言いましたが、このドゥフアニメの知名度はまあまあ上がってきてます。さっき聞いた時よりも気分悪いな。それに私は大好きですよ。<え>マッチングアプリの話もハロウィンの話も電車の中で見て笑っちゃいましたもん。きっと 視聴者の皆さんもあなたのことが大好きです自信持ってくださいいやでありがとうございますまあ他の話はいつかクソほど暇な時に見ますねえ、第一話と最新話しか見てないの資料として見ましたアニメとして見ろそれじゃあとは主人公であるあなたにお任せしますいいグッズが出来上がることを期待してますよタケちゃんいや俺タカちゃんもう無難なやつだすー いやー、たまには昼間からお散歩っていうのも悪くないな。久々の平日休みだし、駅前まで行って働いてる人を眺める。遊びでもしよう。って <laughs> やっば遅刻するー。<え> <laughs> フランスと飛ぶこと。 大丈夫いやこれが大丈夫に見えるアカデミー賞授賞式のハリウッド女優ぐらい背中丸見えになってるわちょっと学校に遅刻しそうであとフランスパンがデカすぎて全然前見えねえの味ねえし知らねえしまさか直線道路でフランスパン加わえた女子高生にチャリで追突されるなんて思ってもみなかったよ普通は徒歩で食パンで曲がり角だろ妄想やばおじさんのくせにそんな少女漫画の設定みたいなのにこだわってるの草生えすぎてヤギ飼えるし今回の件はマジでごめんなさいあ悪い子だと思ったら素直に謝れるいい子からのいやからのってさすが JK テンション高いなデュ今日遅刻したら学校退学にな 感情、ね、のスプラッシュマウンテンやめてうちさめちゃくちゃバカなんだよでも親に負担かけたくないから少しでも学費が安い公立の高校に行ってやろうと思って中3の冬から猛勉強してスタート遅いなもちろん落ちて落ちたんかいそして結局学費が高い私立の高校入って親に負担かけまくって度重なる遅刻が原因で今日退学になるの何その最初から最後までずっと偏差値2みたいな話おじさんとぶつかってなかったらギリ間に合ったかもしれないけどもう無理だよねピエンピエン怖すぎてこっちがピエンてか退学になるのが俺のせいみたいになってるけど悪いのはそっちだからね俺は被害者はなんで そうなるわけおじさん大学行ってないでしょよくこの状況で学歴を使って人をバカにしようと思えたねうち店継ぐからいいし店って実家でなんかやってるのパン屋結構有名なんだよ味がしないってああだからそのフランスパンも客のほとんどが興味本位で買いに来るから味がしないという味を守り続けるっていうのがうちの現状常に戦場パパ支店長えチェーン店なのつぐとか言ってたから勝手に家族だけでやってるパン屋さんを想像してたわいやまず急なラップに驚けよ分かってるならやるなうちの店ここからだと車で1時間くらいかかるからもし来るなら電車乗っちゃった方がいいかも行かない行かない味あるパンがいいもんて てかもしかしてそんな遠くからチャリで通ってるのそうだよ毎朝さ店の手伝いしてから家出るとどうしても学校に着くのがギリギリになっちゃうんだよねっていうのがうちの現状常に戦場かとり戦後レパートリー少なすぎて余計なら入っちゃってるじゃん学校の先生に相談しても全然話聞いてくれないしもう草枯れ果ててヤギもどっか行ったわヤギ本当は学校辞めたくないけど仕方ないよねいやでも君は別に寝坊とか授業をサボるために学校を遅刻してるわけじゃないしもう一度先生にちゃんと事情を説明した先生結局あんたも先生の味方かよねちゃんと聞いてうち一人っ子だけど姉ちゃんとじゃねえよ 俺は君のことを褒めてるの？理解力ゼロじゃん。本当に偏差値2。なの36。リアルなやつま。まあ、とりあえず君は偉いよ。もし退学になったとしても、まだ若いんだし、人生の楽しみ方なんて数え切れないほどある。美味しいパンを作ってみんなを笑顔にするっていうのも素敵な生き方なんじゃないかな。だから味しないんだって。あそっか。それにうちは JK だよ。ハイスクールガール略して JK j も k も入ってないわ。やっぱり女子高生でいたい。そうだ。一緒に学校来てよえ。なんでそんな結婚のやつが一緒にいたら変なおじさんに絡まれたと思って遅刻扱いになれなくて済むじゃん。いやだから俺は被害者なんだって。友達ならそのくらいして。 いつ友達になった見た目重要すぐに通報まさに友情俺は終了えおじさんラッパ違うわはあ長袖がちょうどいい季節になってきたな年中このくらいの気温だったら過ごしやすいのにう、えー うわおじいさんのブレイクダンスしようとしてるしてないしてないお腹が空いて動けないんだよ何か食べ物を恵んではくれないかいえ食べ物すみません今ミンティアしか持ってなくて何味かによるできればしょっぱいのがいい売ってないよ甘くてスースーするやつですまあこの際文句は言ってられん <laughs> 自主的に近くのコンビニまでダッシュで行くくらいの積極性が君には必要だね完全に文句だなでもおじいさんの命に関わるかもしれないので俺行ってきます何を買ってきましょうかフリスクミンティア食えあこだわる性格ですあ小林製薬ですみたいに言うな数日が そういやこの辺かこの前のおじいさん大丈夫だったかなコンビニでフリスク買って戻ってきたらいなくなってたしちょっといいかなあはい私が誰だかわかるかいいやごめんなさいどこかでお会いしましたっけまあ無理もない以前会った時の私はシャツ一枚で道にうずくまっていたのだからねえっじゃあまさかあなたはフリスクのえっじゃあ君が私よいやそっちがその反応はおかしいだろあの時はずっと下を向いてて顔を見れなかったんだよだから道を歩いてる人全員に声をかけて私を助けてくれた人を探していたんだすごいメンタル強いさぞかし気まずい時間が流れたでしょうにまあそのおかげで,君とも再会できたし 私がしたことは決して無駄ではなかった俺は無駄な行動しましたけどねミンティア持ってるのにフリスク買いに行って戻ってきたらいないしだからごめんって言ってるだろ 1>, 1回目から高圧的な謝罪やめてそれ謝る気ない人の3回目で出るやつだからあの時私は自宅の玄関がオートロックなのをつい忘れてしまい何も持たずに外に出てしまったんだそれで3日未満歩き続けてここで君に助けられたとなんで家から離れたんだよそしてなんで俺がコンビニに行ってる間にいなくなったあーそれはちょうど執事が迎えに来てくれて執事自分で言うのもあれなんだが実は私ある大企業の会長をしていてねみんな からはあの老人と呼ばれている。あんまり慕われてないんですね。でもお金は腐るほどある。泣きそうにならない？ぜひあの時のお礼をさせてくれないだろうか？お礼というか謝罪というか、いやでも別に気にしなくていいですよ。フリスクも自分で食べてるんで。そこまで講習が気になるということは胃が悪いんだね。一度内科で見てもらいなさい。なんだこの老人？あの老人？やっぱりメンタルバッキバキだな。ところで君は今何が一番欲しい？えそんな急に言われても？家か車かシャープペンシルか？シャープペンでないことは確かです。今はいろいろと便利なやつが出てるんだぞ。芯がクルクル回ってずっと尖った状態で書けるシャープペンシル。 柔らかくて指への負担が少ない。シャープペンシル振るだけで芯が出てくるシャープペンシルねえフルネーム気持ち悪い。あとワンちゃん安く済ませようとしてません。それは違う。私から見れば、家も車もウンシルもウンシルシャーペンでいいでしょ。ああ、私から見れば家も車もシャーペンも安いという。同じくくりの中に入ってるんだ。金銭感覚やばいな。あんな髪切れ。こんな老いぼれじじいにはもう必要ない。いや必要だと思いますけどね。俺は老後のために少しでも貯めておこうと、今から必死です。もん。何君はあんな噛切れが欲しいのか？はい。じゃあ最初から言ってくれよえいやで,で,で,で。なんかあまりにも生々しいというか。 私は症状なんかももらっても全然嬉しくなないけどなあれどこで食い違った感謝状という形で作ってもらうから楽しみに待ってなさいそうだ粗品ではあるがボールペンもつけてあげようそこはシャーペンにしろよところであれ持ってないかあれと言いますとほらあのさっきニンニク料理食べちゃったからああフリスクですかミンティアもありますけどどっちにしますいやそれじゃなくてなんなんですかできれば噛むブレスケアがいいあ,あ小林製薬ですこだわる性格です あれ確かここのタワマンオートロック風な機械設置してあるだけで普通の自動ドアだったはずなのに近づいても全然開かないあタカちゃん待ってたよごめん守るドア開かないんだけどあーそれつい最近工事入ってさ機械に向かって開けゴマって言ってみて開けゴマほら開いたでしょ工事したなら普通のオートロックにしろ いいらっしゃいねえ家具おかしくないこの前幽霊に全部持っていかれたからニトリで買ってきたわそんな駅のホームに置いてあるような椅子どのコーナーに置いてあったんだよつい一目ぼれしちゃって5万もしたんだぜお値段以下だなまあそんなことより今日はタカちゃんに報告はちょっと待って守るまた顔変わったああそっか俺の目がどんどん近づいていって左右入れ替わった話はしたよねうん釣り目だったのが垂れ目になったやつでしょそうそうそれが今度はどんどん離れていってついには後ろ一周して釣り目に戻ったのもう早く病院行けよちゃんと行きました3ヶ月だってえ何が何がって決まってんだろ奥さんに子供できてたいや奥さんの話じゃなくてお前の目を見てもお前 つ結婚したのしかも子供まだ小3の時の副担任にしか伝えてなくて伝えられた方の感情は無駄とまあ今日はその報告をするためにわざわざタカちゃんに来てもらったというわけですよびっくりしたそりゃするでしょ目のことなんかもうどうでもよくなったもんいやおめでとうありがとうなんか恥ずかしいなあじゃあこれたまたまなんだけどペアのワイングラスよかったら2人で使ってえいいのうちの奥さんテーブルクロス引き好きだから喜ぶわうんやっぱり持って帰るねてかさこの前タカちゃんがうちに来たとき貞子みたいな幽霊と座敷わらしみたいなやつ出てきたの覚えてる覚えてるよ今日どれだけ勇気を出して再びここへ戻ってきたことか あごめんごめんでも安心してあの日から1回も出てないから怪奇現象も起きなくなったしそれは何よりだけど奥さんもこの部屋を気に入ってくれてさ今は2人で暮らしてるんだあ三3人か憎いほど幸せそうだなで今日奥さんはちょっと実家の方に行ってるそっかそっかいやでもこんなタワマンに家族で住めるなんて本当トうらやましいよ夜景も綺麗だし部屋の電気消すともっと綺麗に見えるんだぜアレクサ頼んだおまんちのアレクサ性能いいなあっ消えたどう最高だろあれ奥さんと子供いるじゃんはさっきも言ったけど奥さんは実家子供はまだおなかの中だよあじゃあさ奥さんにそのままそっちにいろって。 すぐに連絡した方がいいと思うよなんでだよ嫉妬かいやもうすでにひ家族出来上がってるというかなんか俺じゃない人からの嫉妬で悪いことが起こりそうな予感が副担任の野郎そいつではない感情無だからあのさ結婚を機に引っ越しを考えるっていうのはどうだろうかバカなこと言うなよバカおい悪口家賃6000円なのに引っ越すわけないだろあれ前8000円って言ってなかったっけなんか大家さんがいきなり下げてくれてやっぱりここ自己分けラッキーだよプラス思考バカかむしろ進化してハピナスえポケモン詳しいんだねとか言ってる場合じゃねえお前はちょっと心配しすぎアレクさいい加減暗い あ、消えた。つけたんだよ。ああ。今度ぜひ奥さんにも会ってほしいんだけど、次いつ来れるいや、もうちょっと来たくないというか、徐々に距離。うーわ、なんか後ろの壁に血でも落ちるか。おい、変な冗談はやめろって、俺の幸せがそんなに憎にいか。そうじゃなくて、とにかくお前も見てみろよ。多分思ってる以上にサイズでかいから。はい、はい。 電車すぐ来るってここは駅じゃない俺と奥さんにとってはこの部屋が人生の始発駅なわけでこれからは幸せという名の線路を未来に向かって走り続けなきゃあーもうとりあえずあとは任せたよ駅長いきなり責任者にするのやめてーだってさっき羨らましいって言ってたからそれじゃあ俺たち夫婦は先を急ぎますんでさーて次はどの駅を目指そうかなーいやー んお母さんから珍しいなもしもしいきなりですが問題です私は誰でしょう何その面倒くさいから見お母さんでしょファンタグレーはいはいファイナルアンサーあれもしもし電波かなもしもー正解うわなんだよもうさすが私の息子母親の声くらいはちゃんと聞き分けられるみたいねいや画面にがっつり出てたからあら字も読めるようになったのそれじゃあ年末にでもそっち帰るからまたねーあーごめんなさい頼むから切らないで実は大事な話があるの大事な話そう実はお母さんね 今あなたののの部屋の目の前にいますえー、嘘でしょほんとよ寒いから早く開けてちょうだいちょちょっとまってすぐ玄関行くからいや後ろ後ろうえー、不審者と同じ登場の仕方うわ全然聞こえないのにめちゃくちゃ喋ってるしやっぱり書いてるなんでみんなあの位置に落書きするんだろうな 久しぶり久しぶりならもっと普通の登場してってかどうやってベランダ入ったの上の階の人にお願いしてロープを使ってもうサスケじゃんあとで本気の土下ざしに行かないと感じのいいご夫婦だったから大丈夫ぶよ最初しの方は最後の方の情報をくださいまあでも元気そうでよかったわお母さんあんたがいきなり家を飛び出していったあの日からし配でし配で普通にお見送りしてくれたよねご飯はちゃんと食べてるの食べてるよそんなこといむずいむずいだとしたらあのすうほのめんをいち,いちかきあつめるんじゃなくてふにスパゲッティかって食うわ鼻からスネが考える罰ゲームかね肉じゃが食べたい なくないえあんた好きだったでしょ「うめえうめえってバカみたいに口の中に詰め込んでそのまま寝てたじゃない俺そんなファンキーな寝方してたかなじゃあ嫌いだったのいやめちゃくちゃ好きだけどてててもしかして俺のために作ってきてくれあれスーパーのやつよ思い出の味の出どころがお惣菜売り場まぁそんなことはどうだっていいんだけど今日はね本当に大事な話があってここへ来たのもうそういうのいいからどうせ1キロ痩せたとかでしょそんなくだらない話のためにわざわざメキシコから来ませんえ今メキシコに住んでるのまずその大事な話をしろよあれ言ってなかったっけお姉ちゃんに伝えた時にあんたにも俺お姉ちゃんいるの一人 結構だと思って今日まで過ごしてきましたで、で全部冗談よエイプリルフールは今日じゃないです実はお母さん仕事変えようと思ってマジなテンションで絶妙にどうでもいい話持ってきたな今やってる仕事が忙しすぎるというか体力的にも限界を感じちゃってねてかそもそも何やってたっけスーパーのセルフレジの横に立ってエラーが出ちゃった人のところで首から下げてるバーコードをピッてやる仕事それ体力いるもう肘が痛くて立ち仕事なんだから普通膝だろうひ痛くなるほどエラー出るならレジ変えろだからお母さん t i k t o k かになると思うてイントネーションめちゃくちゃ引っ張られてるいけるかないやいや やばいでしょそもそもあれはお金になるの詳しくはわからないんだけどとにかく承認欲求を満たしたいのちょっと SNS 慣れしたこの世代の人が一番恐ろしいなお母さんウッドペッカーになるために TikToker ねそれ青い鳥さあ TikToker になるために色々と調べたのよそれでついに分かったんだけどセクシーな服を着て適当に踊ってればいいみたいなのいや間違ってるとも言い切れないけどやっぱり間違ってるよ他には無駄にカップルでイチャイチャするとかお父さんまで巻き込む気なのあと道歩いてる人の iPhone をいきなり叩き割って代わりに新品の保護フィルムを差し上げるっていうのもいいみたい貼っとけばよかったってなるだけじゃん通報だ通報。とにかくお母さん 次にあんたと会う時までには立派なバックパッカーになってるから期待しといてね。ああもう早くメキシコに帰れ！ロープ登れるかしら？玄関から！はああ緊張するな。テレビに出るのなんて何年ぶりかな。あまもなく中継入ります。ああやばい。こういう時ってどんな顔でいるのが正解なんだ？やっぱり笑顔かな？でででいやいや男なら自信に満ち溢れた決め顔か？うーんよし決め顔にしよう。 続いいてはは全国のお天気ですはーいこちらスタジオの外は日差しも暖かく休日ということもあって多くの方がお散歩やランニングなどを楽しんでおりますがこの後大雨になるでしょうあれそれ世界地図じゃない間違ってるよそれが間違ってないんです本日からヨーロッパのお天気もお伝えしていこうと思っておりますやっぱり間違ってるね日本の天気をお願いヨーロッパの天気は晴れ雑だなあのねこれ日本のテレビなんだから日本のテレビラッキーアイテムは牛いやお天気にラッキーアイテムとかないし牛ってそれではここで全国の水温を見てみましょう見なくていいよ田舎に行けば行くほど水道水は甘め味じゃん いらなくなるでしょうもうやめて怖い札幌の天気は雲一つない雨やだやだ早く中継切ってところによりぬにぬにって何 いやーちゃんと映ってたかな全国放送だしこの放送をたまたま見てたテレビ関係者からスカウトされて俺も芸能界デビューなんてことないかあるわけないよちょっとテレビに映ったからってテンション上がりすぎだぞ俺バカでででやっと見つけたえずいぶんと探し回ったよじゃあせめて立ってないと君さっきの天気中継に一瞬映ってたよねあーはいてか俺一瞬しか映ってませんでしたかああでも見事な一瞬だったよあんな一瞬見たことないてか一瞬だから見たに入らないお前誰だいやお前が誰だよ何な,なんですかいきなり現れてわけわかんないこと言っておお異性がいいなそういうの嫌いじゃないよ 僕はねあ,あのドラマとかを作ってるえっ、ー、と野球で言ったら監督みたいなポジションの人かな野球で言わなくても監督じゃないですかサッカーで言ったら鹿児<督>ね。なんでだよ単刀直入に聞くが僕の作品に出てくれないかいもちろん主役でねいやちょっと待ってくださいいきなりすぎませんそんな急に言われてもよし分かったこの話はなしだいやもう一回ちょっと待ってくださいそう言われたらなんかやりたくなっちゃうじゃないですかそれじゃあテストをしよう実際にドラマで言うセリフを君なりにいろいろと考えて演技してみてくれなんか立場が入れ替わった気がするけどわかりました君に言ってもらうセリフは。 美味しいな。このマシュマロ、あ中にチョコも入ってる。歯がなくても意外と食べれるものあるじゃん。だ魂込めて行ってみろ。無理だよ。なんだ。そのセリフ池の水全部抜くってやつあるだろ。あれの歯バージョン恐ろしすぎるわ。ちなみにこのドラマ今6話まで撮り終えてるから、君は7話からの登場になるねえ。そこまで主役なしで大丈夫だったんですか？ああ、主役は3人で回してるのよ。学芸会か学習発表会な。今時な言い方とにかく君は君が思ってる。以上にこの業界に必要な人材なんだよ。若者のテレビ離れが深刻化している中で僕にできることは？ おつ面白いドラマを作って人々をテレビに呼び戻すことだその協力をしてほしいいやーまあ正直ちょっとドラマに出るとかは憧れますけど歯抜くのは本当に抜くわけないだろう黒く塗るの随分と原始的なやり方ですね絶対にバレますって今時誰もテレビなんかちゃんと見ねえよおい僕と一緒にやってくれるかいまあまあいいですけどてか何でそこまでして俺なんですか別に顔だけ決して顔で選んだわけではない力強く言わないでお天気中継に一瞬だけ映った君を見て感じたんだとにかくとにかく赤は目立俺じゃなくていいじゃん確かにこの話は 話だあーもういい天気だと思ったのにーうわーおじいちゃんちの匂いするあーやべえ心の声がっつり出ちゃったでも骨董品屋さんなんて初めて来たなもしかしたらこの中にめちゃくちゃ価値のあるお宝が眠ってたりして <laughs> ってってってよくわからないからお店の人に話聞いてみようあのーすみません あのー、はい、いらっしゃい。うわ、別の人いたごめんね、ちょっと裏で作業してて。それは全然大丈夫なんですけど、あのおじいさんはああ、あれは、老人形、袋つける。いや、買わないですよ。めちゃくちゃ不気味じゃないですか。夜寝れなくなるわ。モデルは、俺の大好きだったおじいちゃんなんだけどね。すごい優しそうで素敵な方、食卓に置きたい。じゃあお会計は。あでもやっぱりいりませんあ。その手に持ってるやつは何なんですか手に持ってるやつどれのことえ、指先に神経通ってないのさっきから見せつけてきてる、それですよ。ああこれか。これはね、あまり大きい声では言えないんだけど、魔法のランプ。うるせえってか、それ魔法のランプなんですか。 かいやカレー入れるやつですよねいや顔のバブごめんなさい今度は声小さすぎて顔のバブに聞こえましたそう言ったよそう言うなよまあ本当は売る気なかったんだけどさ今日は特別お客さんがあまりにも不幸そうな顔してるから売ってあげるよいやいらないですけどねこれを布かなんかでこすってもらうと魔人が出てきてあの願いを見つかないでくれるからだからいらないですっておじいちゃん大好きだったな買いまーすはあこんなにもうさんくさいもの買わされて何やってるんだろうな俺まあでも一応こすってみるか <laughs> あれなんか煙出てきたえ、嘘だろえ、え、ちょっと火災放置機になっちゃうってえ、ちょっと暑、いとって熱いお呼びですかうわ、カレー屋さんで注文したとき なってる。まさか、あなたがランプの魔人何言ってんだよ。私はグレイビーボートの魔人グレイビーボート。ああ、カレー入れる容器のことね。やっぱりランプじゃね。えじゃねえか。ご注文お決まりでしたらどうぞいや違うんです。カレーの注文じゃなくて、じゃあ何よ。あの願いが叶うって聞いてその何でしたっけ？グレイビーボート、そう。グレイビーボートを擦ってみたというか。ああなんだ。そっちかよ。おてっきり本業でやってるカレー屋の注文かと思った。そのカレー屋はどの世界線で営んでるの？で何を叶えたいえ。願いが叶うっていうのは本当なんですか？もちろん私嘘つかない。あなたの願いを3つ叶えてあげました。 マジかえーどうしようなるべく早くしてねお店始まっちゃうからあはいわかりましたちょっとだけ待ってくださいちょっとだけ 待つあ違うそれは願いじゃなくて分かってるよいいから早くしろじゃあ雰囲気出すなよあのさなんか直感でないの直感えっと彼女が欲しいとかうんまあいいんだけどその願い方だと一生彼氏彼女の関係であり続けることになるけどいいのあそっかじゃあお金持ちになりたいうーん何もかもが手に入るようになった世界であなたが願うことはあの頃に戻りたいもうなんなんだよ早くしろって言うわれにはすごい悩ませてくるじゃんじゃあさ一旦カレー食べるえほらお腹が空いてる状態だと頭回らないでしょまあ確かにおかねと ライスじゃなくて何にはできますかできるよカレーはバターチキンカレーだけど大丈夫キーマカレーもいけるけどじゃあキーマカレーでドリンクは50円プラスでマンゴーラッシュになるけどどうするせっかくだからそうしちゃおうかなわかりましたそれでは確認お願いしますセットのライスを何にカレーはキーマカレードリンクはマンゴーラッシュでよろしいですかはいお願いしますあなたの願いを叶えてあげましょうえ嘘でしょずるいちなみに願いはちゃんと3つ叶えるのでカレー代はいただきますねおいやっぱりただのカレー屋じゃねえかお客さんに1つだけ。 教えてあげるこれが商売のやり方ですお久しぶりですいやこんのさんどんだけで くれないんですか？もうここの結婚相談所には愛なんて存在しないと思ってましたよ。<laughs> ところでお前さあれ前回タメ口でしたっけ？バチェラーってご存知ですか？あ、なんか一人の男性を大勢の女性たちが奪い合う人気のそうです。あの有名な本です。じじゃ盛り上がらねえよ。お客様もやってみたくないですかえ。それはやれるもんならやってみたいですけど。でもあれ、ハンサムで社会的地位を確立してる男性がやるからこそ成立するやつですよね。はいはいって言っちゃったよ。まあ、そこら辺の矛盾点というか無理難題。実現不可能。インポッシブル的な部分を現実化していくのが我々の役目であって、とりあえず追加料金さえ払。 なければ何も問題はありません。とことん信用ならねえな。それでは参加女性が集まり次第またご連絡を差し上げますので、一旦お近くの山でお待ちください。ご自宅の中で待つよ修行僧か。 皆さん、ようこそいらっしゃいました。いや、なんでお前が白焚シードで俺が袴なの今回のテーマは、和です。じゃあ、俺以外の人もテーマに沿わないと。あ、あと、女性陣が嘘みたいに盛り上がってない。全員あっち向いちゃってるし。ぶっちゃけ、第一印象は最悪でした。こいつかよって、テンション片落ちです。それ個別のインタビューで言うやつだね。目の前で言われたら傷つくよ。それでは、くちゃら。バチェラーだよちゃんと口閉じてもの噛むわ。ここに一本のローズがあります。気に入った女性にお渡しください。いや、早い早いえ、午後から大事な予定でもあるのあのー、年収いくらですかうわ、雑なタイミングで怖い質問来 うん、正直ダメだと思いましたね。まず3人しか集まってないし奪い合いというか譲り合いになるのかなってシルバーシート的な。 皆さんちょっと待ってくださいまずは順序としてお名前なんかを伺ってもよろしいでしょうかん野ですお前じゃねえ A 子いろいろと怖いんで仮名でじゃあ私は B 子 Z 子です本名ですひょっとこみたいな名前の人いる初めて言われましただからお前じゃねえってそれでは迷ヨラバチェラー意気込みなんかを発表されてみてはいかがでしょうかあはいそうですねえっと本気で素敵な女性と巡り合いたいなと思っております今日はよろしくお願いします結婚とかはまだ早いかなってもっと一人の時間を楽しみたい空って何で青いんだろうもう何この空気バラ枯れちゃうよ うん、ダメでしょうね望みがないというかなんかみんな首根違えたみたいなポーズしてるから枕の高さ合ってるのかなって。 あの、河野さん、あちらのお三方は本当に自ら望んでここに来てくれたんですかもちろんです。応募者の中から真剣に恋と向き合いたいという気持ちが感じられる方を我々で選ばせてもらいました。俺とすら向き合ってくれてないですけどね。人人中3人に残ったた選ばれし女性たちですえ、5人しか応募来なかったのに2人落としたの既婚者だったので。ああ、ま、それはしょうがないか。あのー、犬の散歩があるんですけど、この後家族で食事に。私は家族で犬の散歩に。Z 子の家族仲いいな。ところで、チェケラもうラッパーなのこの後は、格的パーティーに移りたいと思います。カクテルパーティーが良かったな。このパーティーが終わった時点で、どなたかにローズ ローズを受け取れなかった方は残念ながらその時点でお帰りいただきますローズを受け取った方は残念ながらなんでどっちも残念なんだよでは皆様焼肉屋さんの方へご移動えっ的食べるためだけに焼肉屋行くのもう面倒だからいいよわかりましたそれではか的パーティーはすっ飛ばしてローズセレモニーを取り行いたいと思います気になるお相手お一人にローズをお渡しくださいその前に女性陣から一言ずつバラアレルギーですバラ恐怖症です指の骨全部折れてますさあどうぞいや渡せるかこんなの誰一人ローズ受け取ってくれないでしょということはあなたの負けつまりルーやかましいわ 「ポチッとポチッとポチッと登録。ポチッとポチッとポチッと登録。タたスコマタスコクマま」「いえたすくこ